色違い捕まえます。いきなりどうしたということで、どういうことで、ポケモン SV、パルデア地方の色違い縛り旅。色違い縛り旅。この度私、レイムとマリサは、パルデア地方で追加された新ポケモンの色違いをすべて捕まえます。嘘でしょ全部てかお前色違いとか好きだっけ前に色違いアンチ代表として色違いであったら即終了の旅とかやってたよな。あれは忘れてください。いやまあ私にも色違いなんてただ色が違うだけでしょって思ってた時代がありましたよ。でもそれはただの強がりだったんです。なんか語り始めてる人います。とあるきっかけで色違いに対する考え方が360度変わったんです。一周回って何も変わってねえじゃねえか。こういう時は180度だろ。初めてパルデア地方でツンベアの色違いと出会った時のことです。それはそれは綺麗で鮮やかで、まるで色違いのクマシュンをそのまま進化させたかのような美しさでした。例えになってないんだわ。いやツンベアの色違いって通常色とほぼ変わんねえけど、そのツンベアを手に入れた時は、まるで色違いのポケモンを捕まえたかのような気持ちになりましたよ。だから例えになってないんだって。そして今作は大量発生とサンドウィッチの効果がすごいのでめっちゃ簡単に色違いを集められるんですよ。なのでこの色違い縛り旅では、パルデア地方で追加された新ポケモンをすべて色違いで集めていきたいと思います。なんだ既存のポケモン含めてパルデア図鑑全部埋めるわけじゃないのか。色旅始めてやるのでこれぐらいで許してください。そして集めた色違いで SV のストーリーを一から攻略していきたいと思います。まあその他の進め方と細かいルールは後で説明するとして、早速御三家の色粘りでも始めましょうか。御三家の色違いって最初は出ないようになってるんだよな。ブロックルーチンってやつ。あのカレー作る時のやつね。割ってそのままチンするやつ。そんな商品ねえだろ。ブロックのルーをチンするんじゃねえよ。ブロックルーチンな。なので最初は別のクリア済みのデータで付加しまくって、色違いが出たらこの色旅データに交換して持ってきて旅を進めたいと思います。今作の付加のやり方ってどうやるんだっけ？SV には従来あった育てや預かり屋がなくてですね、フィールド上でピクニックと呼ばれる散歩などの途中に野外で食事をする行為がその代わりとなっています。余計な説明でわかりづらくなってるって。ピクニック中手持ちに卵グループが同じポケモンがいた場合、一定時間が経過するとバスケットの中に卵が入っていることがあるんです。まあつまりはピクニックが預かり屋で、バスケットが預かり屋前のお姉さんみたいなものです。なるほどわかりやすい。しかもこのバスケットには卵が最大10個ストックされるんです。一定時間放置して一気に受け取れるんだな。さらにピクニック中にサンドイッチ作りができまして、サンドイッチを食べるといろんな嬉しい効果があるんだよな。卵パワーが上がるサンドイッチを食べるとバスケットに卵がストックされる時間が短縮されます。卵パワーレベル2を発動させると5分放置で10個溜まってるぐらいの感じでした。さあそれではニャオハの卵がいっぱい集まったので色粘りしていきたいと思います。御三家はニャオハで行くのか。まずはニャオハです。ひたすら自宅からライバルの家を未来ドンに乗って往復します。大量発生がすごく効率いいって話だったのに最初は不可厳選なのか。そうだ、色違いポケモンの出現率を知らない人のために解説しておきますね。まず付加して色違いポケモンが出る確率が4096分の1。マジで低すぎるよな。しかし図鑑完成後に入手できる光お守りというものがあれば、なんと1365まで上げることができるんですよ。何この溢れ出るテレビショッピング感。さらに国際付加と呼ばれる違う国籍のポケモンを親にして付加するとまた色違いの確率が上昇するんです。でもお高いんでしょう。なんと512分の1まで上げることができるんですよ。わお、なんてお得なんでしょう。いやでもよく考えたら512分の1でも普通にきついよな。それに5122回やれば必ず出るわけでもないし、1万回やっても出ないことだってある。マリサだったらきついかもね。なんだよ、私はこういうの得意だから全然出なくてもへこたれずに頑張れるわよ。振りにしか聞こえないんだよな。ところでさっき言ってた色縛りの細かいルールみたいなのはどうするんだ？ SV には従来のジムリーダーを倒していくチャンピオンロード、どでかい主ポケモンを倒していくレジェンドルート、スターダンを倒していくスターダストストリートの3ルートがあってですね。ジムリーダーは8人、主は5匹、スターダンは5組いるんだよな。それぞれ別のタイプが軸になっていて、全18タイプを網羅している。ルールとしては各タイプに挑む前にそのタイプの新ポケモン色違いをすべて捕まえたいと思います。ほうほう。例えば水タイプのジムに挑む前に、水タイプの新ポケモンである海ディグダ、ヘイラッシャ、ナミイルカの色違いを揃えるという感じです。なるほど。1個目のジムは草ジムだから、今草タイプの新ポケモンニャオハを孵化しまくってるってわけだな。いいえ違います。違うの？今回は色違い縛り旅の準備段階、色違い縛り旅ゼロ話として、先に御三家の色違いはすべて入手しちゃおうかなって感じです。それ何のための準備なの？旅の始まりの象徴でもある御三家を通常色で使うのは違うかなって。いつからそんな色配信になったんだよ。てか今回だけで色御三家全部揃える気なの？ニャオハだけじゃなくてグワッフホゲータも。だからそう言ってるじゃないの。どんだけ時間かかるんだよそれ。ちなみに次回からは1話あたりにタイプの色違いを捕まえる予定です。ほう。次回は虫岩タイプ回ということで、虫タイプと岩タイプの新ポケモン色違いを捕まえてストーリー進める内容ということになります。なるほど。じゃあ9話で全タイプも裏できるわけか。そうね、1話以降タイプの進め方はこんな感じでいきます。結構ニャオハの深さ用してるけど、思ったよりニャオハの色違い出ない。そんなもんだろ。てかお前色違い企画をシリーズでやるって結構思い切ったな。実は視聴者さんから色違い縛りをやってほしいというコメントを多くいただいてたんですよね。確かにこのチャンネルは縛りが求められてる感じあるからな。この前動画のジャンルは何がいいか、コミュニティでアンケート取った時も縛り企画に一番票が入ってたしな。待って 81% も縛り企画が占めてるの？インターネット対戦とか 7% しか入ってないの？というわけなので挑戦してみたわけです。その他のリクエストや質問などもコメントお待ちしています。余裕があったら次回から色粘り中コメント回答とかしていこうかななんて。それと次回以降の色粘りはストーリー未クリアのデータで進めていきますので、光お守りなしでいきます。なので少し確率は低くなりますが頑張りたいと思います。
ヒカルを守りないのか。この前結構取れたから採掘ポイント紹介しようか。いや、モンハンの方じゃねえわ。てかなんでモンハンやってんだ。これいつの時代のモンハンだよ。トライ G。 何年前だよそれ。明日でちょうど発売から11年かな。わお、11周年おめでとうございます。じゃねえんだわ、ポケモンやれ。負荷源泉ではなく野生での色違い出現率についても簡単に説明しておきます。野生での色違い出現率を上げる要素には大量発生というものがあります。マップにアイコンで表示されてるポケモンが大量発生中なんだよな。大量発生中のエリアに行くと当然そのポケモンがいっぱいいるわけですが、そこでそのポケモンを倒せば倒すほど色違い確率が上がるってわけです。さらに野生の色違い出現率はサンドウィッチの輝きパワーで上げることもできて、掛け合わせるとこんな感じの確率になります。効率としては負荷よりも大量発生の方が圧倒的にいいと言われています。はあ、いつの間にかニャオハの負荷が512回を超えました。試行回数710回です。これも試行回数って言うんだ。確率512分の1って嘘だったってこと？だから512回やっても出るとは限らないんだって。きついです。先が思いやられますね。それお前のセリフか。ニャオハちゃん早く出てきてくれ。ちょっと沼り気味感あるな。ニャオハのことだから鬼早で色違い出るかと思ったんだけどな。ニャオハのことだからってどういうことだよ。いやほらさ、ニャオハの文字を入れ替えたら鬼派や。何言ってんの？そういえばニャオハみたいな名前のお店あったよね。急に何の話？あ、そうだこれこれ。ニューハーだ。いや何これ。発音不可能な店として話題の。確かにどう読むかわからんけど。いや全然ニャオハっぽくねえけど。何なんだよ。ニューハー。やったー。やっと色違い出た。記録は858匹目。美しい色だ。いやニャオハの色違いわかりづら。通常色とほとんど変わんねえな。でも目が紫なのいいな。ステータス確認しておきます。オスで特性は夢特性の変幻自在。おお、ちゃんと最初の街コサジタウンで帰って出会ったって書いてある。冒険が始まった感ありますね。ようやく出てくれた愛しの色ニャオハちゃん。この勢いでホゲータも行っちゃいますか。いややっとニャオハの色違い出たな。いいえ、色違いではありません。お色違いです。お前はお門違いだけどな。さてホゲータのお色粘りに移りますか。またバスケットで卵集めタイムってわけか。おい、ちょっと待てレイム。何よ。そのバスケットから卵を入手した時になる音、モンハンのアイテム入手した時の音と似てないか。いつまでモンハンの話してんだよ。いやだってほら、こっちが卵の音、そしてこっちがスカオマの音。スカオマよな。似てるのかな。ポケモンとモンハン、両作品ともモンスターにまつわるゲーム。そしてヒカルを守りという道具。音も似ているときたら、信じるか信じないかはあなた次第で。てなるかボケなす。一人で何やってんの。それではホゲータの色粘りしていきましょう。いつの間にかコライドンに乗り換えたんだな。ホゲータはスカーレットの方のクリア済みデータでやっていきます。そういえば深作業してる時の戦闘のポケモン何にしてるんだ。あ、ニャオハの時はファイアローで、こっちは火の矢コマにしてます。言い忘れてたんですが、今作にもありがたい特性炎の体というのがあって、手持ちに炎の体のポケモンがいると負荷に必要な歩数が半分になるんだよな。他にもマグマの鎧蒸気機関という特性は同じ効果があります。ちなみに卵パワー発動中はさらに負荷に必要な歩数が減ります。卵パワーは卵発見率上昇と負荷歩数短縮の2つ効果があるんだな。っていうか今更だけど、なんかこの道まっすぐじゃないし短いし、負荷作用するには走りづらくね。もっといい道ないのかよ。あ、走りやすい場所としてはテーブルシティの中央エリアとかがありますけど、色縛り企画開催記念として家の前でやりたいんですよ。お、やはり冒険は家の前からスタートしますし、ステータス画面にもコサジタウンで出会ったと表示されますから、こだわりが強い人なのは分かった。ところでさっきからちょいちょい気になってたんだけど、負荷する画面がこの専用の画面の時とフィールド上の時あるけど何の違いなんだ。あ、私もよく分かっていないんですけど、同じ道の上で負荷しても専用画面で負荷する時とフィールド上で負荷する時とでランダムなんですよね。何の判定があるんだこれは。いやホゲータもなかなか色違い出ませんね。まだそこまで負荷してないからな。ニャオハの色違いは結構分かりづらかったけど、ホゲータはどうなんだ。まあ待ってくださいよ、今出しますから。そんなんで出せるか。いや今作の御三家は色違いが通常色と似てるらしいんですよね。でもホゲータは比較的分かりやすいとかなんとか。ホゲータ色違いだー。通常よりちょっと淡い色なんだな。結構早めに来てくれた。ステータス確認しておきます。勇敢な性格、コサジタウンで出会ったようだ。特性は通常のもうかね。さあさあクワッスも色違い出しちゃいましょう。またミライドンに乗り換えたのか。でか色違いホゲータの特性もうかだったけど、ホゲータの夢特性って何だったっけ。ホゲータの夢特性は天然で、相手の能力ランクの影響を受けない効果よ。あ、相手が防御上昇させてても無視して攻撃できたりするやつか。ニャオハの夢特性変幻自在は、自分のタイプが使う技と同じタイプになる効果。エースバーンのリベロと同じ効果だな。でも今作から最初のターンしか発動しなくなっちゃったのよね。弱体化されたんだな。クワッスの夢特性は？クワッスは自信過剰で、相手を倒すと攻撃が1段階上昇するやつ。お、霊夢も同じ自信過剰だよな。攻撃が上がるんじゃなくて IQ が下がるけど。下がらないわよ。もう下がりきってるんだから。まさかの6段階加工？そういやさっき、対戦は同じタイプの色違いポケモンで戦うって話だったけど、対戦中の縛りみたいなのはないのか？ただ普通に戦って勝つだけ？もちろん対戦中も縛りルールを用意しています。このルールはさっきニャオハの色違いが出た時に決めました。なんだなんだ。色違いポケモンがあまりにも美しすぎると感じてしまったため、天然記念物ルールを制定いたします。天然記念物ルール？色違いポケモンを天然記念物のように扱うというルールです。天然記念物といえば、なんでしょうマリサさん。いや急に聞かれても。そう？手を加えてはいけないということですよね。は？バトル中回復アイ
テム、戦闘用アイテムの使用を禁止いたします。なんだよくある縛りルールじゃねえか。そして捕まえた状態からの技変更禁止といたします。技変更禁止。天然記念物とは貴重なもの、その貴重なポケモンは捕まえた状態のまま保護しておくべきなのです。お前その貴重なものでジムバトルしようとしてるんだよな。てかマジで技構成がひどくて戦えないってなったらどうすんだよ。いい技覚えてる。色違いが出るまで色粘りとか。お前マジでイカれてんだろ。使うポケモンのレベルは相手が使うポケモンの最大レベルを超えないようにしようと思います。相手が使う最大レベルが20だとしたら20以下にする感じです。レベルは上げちゃいけないわけじゃないんだ。レベルは都市みたいなものと捉えています。という感じで進めていくのでよろしくお願いします。不安しかないんだよな。にしてもクワッスなかなか出ないわね。色違いあるある。何らかの原因で色違いが出ない設定になっているかと疑う。いやにゃおはほゲータ出たってことは出るから。はー、出ません。何はろ天然。あっという間に512を超えました。もう嫌です。未来ドンに乗ったままあの夕日に向かって失踪したいです。夕日に向かってはマイナスの意味で使わないのよ。てかどこに夕日があるんだよ。次で出ないかな。しょっぱなこんなんでやっていけるのかよ。クワッスが出たとしても、これから先めっちゃ色粘りしなきゃいけないからな。ありがとう。よっしゃ、その言葉でめっちゃやる気出てきたわ。どこでやる気出してんだよ。それじゃあクワッス怒涛の2連打いきまーす。クワッス色違い出ませんでした。そしてついに1000匹を超えてしまいました。色粘りってそんなもんだろ。確率の2倍分超えるってよくある話だし。まあ、待って、なんだよこれ。色違い出てたどういうこと？私が聞きたいわ。まあでも気づかないうちに色違い出てたってことなんだけど。クワッスの通常色と色違いわかりづらいから。おい肝心の色違いが生まれる瞬間の撮影データは？このクワッス産んでから結構経ってるし、残っていませんでした。何してんだよ。まあでも色違い出てたし終わりでいいよね。お前それでも実況者か。もう一匹クワッスの色違い出せ。はい、というわけで、クワッス色違い誕生の瞬間の撮影データがないため、もう一匹クワッスの色違いを粘ることになってしまいました。2匹目は意外と早く来てくれた。合計1164匹だけどな。ステータス確認。ガンバリアな性格、小さじタウンで出会ったようだ。特性は通常特性の激流ね。クワッスやっと色出たな。クワッスさんだろ。3億ケロよデコスケ野郎。はぁ、まあとにかくこれで色御三家揃ったし、色旅データに交換して冒険始められるな。いや、ちょっと待ってよ。受け取ってまだ孵化してない卵が残ってるから、孵化しきっちゃうわよ。ああ、確かに、孵化させないと逃がすこともできないからな。ボックス圧迫しちゃう。それに孵化させても逃がすのも結構大変で、1匹1匹選択しないといけないのよね。ポケモンホームと連携されたらまとめて逃がすとかで。は？え？クワッス3匹目の色違いだー。いやおかしいってマジで。はい、というわけで御三家の色違いが揃いましたー。全部オスなんだな。さてじゃあ御三家3匹でちょっと冒険してみますか。色旅データ交換し終わったからな。ストーリーはコライドンに乗れるところ、ポケモン交換できるところまでは進めたので、チュートリアルは終わっています。ポケモン SV のストーリーを簡単に言うと、オレンジアカデミーという学校に通っている主人公が3つのルートを通して自分だけの宝物を見つけるというもの。オープンワールドだからストーリーに決められた順序もないのよね。さてまずはこの短パン小僧にバトル挑みますか。今作は目と目があったらバトル開始方式ではなく、声をかけたらバトル開始になっている。一般トレーナーとは全く戦わずにストーリー進めることもできるのよね。さて相手の初手は新ポケモンのタマンチュラ。ふっふっふっ、私のポケモンはホゲータ。しかも色違いですわよ。お、やっぱ色違いっていいな。タマンチュラは虫タイプだから抜群取れるわね。いや待てよ、ホゲータ卵から帰ったからレベル1だけど大丈夫か。レベル1でレベル5に勝てる？まあ勝てるでしょ。ホゲータ炎テラスタルさせます。今作からテラスタルというバトルの新要素があるんだよな。テラスタルしたそのタイプの技の威力が上がる。見た目も変わるんだよな。テラスタル色ホゲータ可愛い。相手の攻撃を受けてから威力が上がった火の粉。よしよし、いける。その後に連火の粉で倒しました。お次はニャオハも活躍させます。草テラスタルだな。頭に花が生える。草テラスタルこの葉、めちゃくちゃエフェクト輝かしいな。それじゃあラストクワッス。クワッスは時間かかったからな。そのおかげで3匹色違い出たけど。色違いクワッスの水テラスタル。いやもうテラスタルしたら色違いかどうか全然わかんねえな。水鉄砲連打。よし、はい、というわけで今回の動画はこんな感じで、次回から本格的に色旅頑張っていこうかなと思っています。次の動画も見逃さないようにチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。色旅に挑戦することになったレイム。天然記念物ルールにより、色粘りに加え技粘りもしなければならなくなった。おい体当たりと伊藤博だけでどうやってジム戦勝てって言うんだよ。もう一匹色違い出すしかないってことか。次回色旅、大量発生の罠。SV あるある、戦った色違いの数を見て、色違いを見逃していることに気づく。そんなことある？ということで今回の動画は、ポケットモンスタースカーレットバイオレット、色違い縛りの旅。ついに色違いだけでストーリーを攻略する旅が始まってしまいました。軽く流れを説明すると、タイプ順に、パルデアの新ポケモンを全て捕まえていきます。その捕まえた
回路違いのみでストーリー攻略という感じ。そしてここからが重要なのですが、この度はストーリーの対戦にも縛りを設けています。対戦の縛り？ああ、相手が使うポケモンの最大レベル以下で戦うというやつか。そうです、天然記念物ルールですよね。あ、はい。天然記念物ルールは色違いポケモンを天然記念物のように扱うこと。天然記念物は手を加えてはいけない。つまりバトル中の回復アイテム、戦闘用アイテムの使用は禁止。そして捕まえたポケモンの技変更は禁止です。正気かよ。詳しいルールや進め方については前回の色旅準備会をご視聴ください。準備会と言いつつバッチリ御三家の色粘りしてましたけど、最初の相手は虫ジムなので、早速虫タイプの色違いポケモンを捕まえていきましょう。相手が使うタイプの色違いを揃えて、その後に戦いに行くんだよな。さて、虫タイプのパルデア新ポケモンは、マメバッタ、タマンチュラ、シガロコです。まずはこの3匹を捕まえる感じだな。記念すべき1匹目の色粘りはマメバッタからいきましょう。ちなみに言い忘れてたんですが、この度は全タイプのバッジ18個が集まったら企画達成としています。それでは早速効率がいいとされている大量発生での色粘りをしていきたいんですが、マメバッタの大量発生がなかなか出現しないので、もう普通に野生で粘っていきたいと思います。輝きパワーは使うんだよな。そうそう、野生の色違い出現率が上がる輝きパワー使っていきます。光を守りなし、大量発生なし、輝きパワーレベル3だと色違い確率が4096分の1から1024分の1まで上がる。輝きパワーを発生させるには秘伝スパイスを使ったサンドイッチ作りが必要になるんですが、この色旅データには秘伝スパイスがないので、他の秘伝スパイスがあるデータと通信してサンドイッチ作りをすることで輝きパワーを発生させたいと思います。今回使う虫タイプ用のレシピと発動させるパワーはこんな感じです。遭遇パワーはそのタイプのポケモンが出やすくなる効果。あ、このサンドイッチ作りはレシピが合っていても具材を落とすと失敗してしまうことがあるので、一つだけアドバイスをさせてください。それは具材を乗せ終わって最後に置くパンは捨てた方がいいということです。そんなことある？もうそれサンドイッチしてなくない？パンを乗せることで得られる効果はなく、ただ具材を崩してサンドイッチ作りを失敗へと導く我々の敵でしかないのです。パンのこと敵だと思ってるやつ初めて見たわ。もしかしてお前ご飯だったりする？失敗した時のために事前にレポートを書いておくことも重要ですね。アドバイス一つだけじゃなかったのかよ。というわけで完成しました。マジでこれのどこがサンドイッチなんだ。それではマメバッタを探していきましょう。左上のカウントは画面にそのポケモンが映ったら加算していきます。色粘り地獄が始まるわけだな。マメバッタってこれマジで小さくね？これ色違い出ても見逃しちゃわない？まあ色違い出たら光るエフェクト出るだろうし、音も出るから耳を澄ませばわかるでしょ。いや、今作の野生色違いはそういうわかりやすい出現エフェクト出ないだろ。え？レジェンズアルセウスの時結構わかりやすかったよね。アルセウスの時はあったけど SV ではないんだって。はうにゃー。じゃあマメバッタの色違い厳選難易度やばくない？っていうか小さいポケモン全般的に難易度高くない？まあ頑張ってくれ。待って、ひたすら同じ道を往復してるんだけど、マメバッタの色違いいないわ。とりあえず1024分の1だから1024匹まではやってみろよ。なんかめっちゃ時間かかるし、絶対この方法違う気がする。本当にいないんだもん。いないというかもう存在してないでしょ。いることを証明するのは簡単だが、いないことを証明するのは難しいんだぞ。何それ難しい話。悪魔の証明だ。悪魔？あ、キンキンに冷えたビールってことね。お前色粘り中開示見てただろ。やっぱり沼ってる時は沼を見たくなりますからね。バッチリ開示2まで見てんじゃねえか。え、ちょっと待って、なんだよイカ様でもしたか。色違いだー。キンキンに光ってやがる。どちらかというと黄色な気がするけど。いや本当によかった。試行回数は792回。捕まえます。モンスターボールか。やったー。そういえばマメバッタのレベル大丈夫なのか。マメバッタのレベル？ほら、ジムリーダーの最大レベル以下じゃないと使えないっていうルール。あー、最初に戦う虫ジムの最高レベルは15だ。だから15以下なら使える。15以下危な。ぴったり15だ。ジムバトル中にもし16に上がったら使えなくなる。証は持っていませんでした。証は野生ポケモンを捕まえた時稀に持っていることがあるんだよな。おいおい、私たちにはもっと重要なことがあるだろ。重要なこと？サンドイッチで捨てたパンがどこに消えていったのかまだ議論できてないこと？何を言っているの？いや、捕まえたマメバッタの技構成だわ。技変更禁止でジム戦行くんだから。そうだったそうだった。驚かすダメ押しにどげり嫌な音。おい、嫌な音あるし悪くなさそうだな。タイプ1の虫技ありませんけど。さあ続いてタマンチュラの色粘りやっていきましょう。また虫の輝きパワーが上がるサンドイッチ作ります。できました。なんかいろいろおかしくない？上のパン残ってるし、具材が浮いてる気がしないでもないような。タイトルはトマトの憂鬱。作品名つけちゃったの？どこに憂鬱要素があるのかな。別のデータでタマンチュラの大量発生が発生してたので。何その技、マシンマシンみたいな。通信で大量発生を共有して色粘りしていこうと思います。現場に到着しました。大量発生はもちろん同じポケモンが大量に発生しているわけですが、そのポケモンを60匹倒すと色違いの確率がめっちゃ上がるらしいです。じゃあとりあえずタマンチュラを倒しまくればいいんだな。おまかせバトルで倒しまくります。今作はおまかせバトルという通常のバトル画面に切り替わらずに戦ってくれる機能があるんだよな。というわけで60匹倒しました。倒し終わったらひたすら大量発生地点を走り回って色違いを探します。タマンチュラの出現地点から一定距離離れるといなくなって、近づくと新しいタマンチュラが現れる。これの繰り返しだな。現在色違いの効率良い発見方法についてたくさんの情報が出回っているので、この方法が最適とは限りません。コメント欄で効率の良い方法を教えてください。にしても全然大量に発生してなくないか。そうなのよ、普通にワンサカいるぐらいなのよ。
よ。どっちだよそれ。ちょっとしばらく走り回ってみましょうか。その間にしばらくコメント回答させてください。いつも温かいコメントありがとうございます。地区企画頑張ってください。無理しない程度に頑張ってください。大変でしょうけど頑張ってください。わーい、皆さんありがとうございます。無理しない程度に無理して頑張ります。色違い天然記念物縛り、黄金の精神すぎる。そこまでやれとは言ってない。もしかして難易度調整ミスってる？お前が決めたんだからルール守れよな。進化ありですか？天然記念物ルールブックに進化はありって書いてあったのでセーフです。なんだよ天然記念物ルールブックって。いや真ん中のルールなんだこれは。古代未来のパラドックスポケモンどうするの？パラドックスポケモンは強すぎるし色粘りする場所にまだ行けないので本編では覗きます。ガイデンとかでやるかもですがまだ未定です。一体の色違いに何時間ぐらいかかるんですか？ご参加は不明ですが豆バッタは6時間ぐらいでした。霊夢ちゃんかわいすぎ。そんなに褒めても何も出ないですよ。後でジュースをおごりますね。おごれませんし、こいつのこと相手にしないでください。メタモン縛りお願いします。色違いメタモン一匹縛りやるってこと？メタモン一匹でストーリー感想縛り待ってます。メタモン一匹旅までは全部チュートリアル。メタモン縛りもやるんですよね。メタモンで3立てしてほしい。やっぱ面白いけどメタモン縛りが見たい。ひーやりますー。ポケモンホームが解禁されたらやろうと思ってますー。うちのチャンネルはメタモン一匹でストーリー攻略する動画がメインコンテンツだからな。丁寧な編集すげーよすげーよ。本当にすごい。今回も終わりまで楽しませていただきます。編集とか私らはよくわかんないけど、奥主の高安が泣きながら喜んでいます。対戦少なすぎてめっちゃ驚いた。対戦も見てみたい。やってほしい。動画化はできていませんが密かに対戦してます。次回予告あるのめっちゃいい。ありがとうございます。今回も動画のラストにあるのでぜひ最後までご視聴ください。かなり簡単な回答になってしまいましたがお許しください。すべてのコメントに回答できず本当に申し訳ございません。ありがとうございました。こんな感じでまたコメント回答しようと思っているのでお待ちしています。タマンチュラ全然いなくね。これやり方合ってる？この勢いだと1000匹いっちゃうよ。てか通信しながら粘ってる成果めちゃくちゃ重いし。おいおいおい、いるじゃねえか。うそマジで？コフキムシの色違いが。うわタマンチュラじゃないんかい。うわとか言うな。ストーリー攻略では使いませんが一応捕まえておきます。証は持っていませんでした。はー、見つからないじゃん。色違い、今作は色違い出すの簡単とか言ったの誰なの？古代ドンに乗ってる時の主人公マジで揺れすぎだろ。話聞いてる？いやほらだって未来ドンに乗ってる時の主人公すごい快適そうじゃん。確かにそうだけどもう無理です。意味がわかりません。なんでガブリアスってこんなに強いんですか？何ランクマッチやってんだよ。色違い出せ。待って待って。大ついに来たか色違い。このタマンチュラめっちゃ小さくない？うお、確かにめっちゃ小さい。今作は同じ種類のポケモンでもサイズがそれぞれ異なるんだよな。じゃねえよ。大きさなんてどうでもいいから早く色違いを。とりあえず捕まえてみました。何してんだよ。大きさを判定してくれるお姉さんのところに来ました。最小サイズだと証をつけてくれるらしいが。最小じゃありませんでした。こんなところで落ち込んでどうすんだよ。大体最小サイズってめちゃくちゃ確率低いんだぞ。待って今度こそ来た。なんだ色違いか。さっきよりはるかに小さいタマンチュラ。チビポケモン縛りじゃねえんだぞこの旅は。ほらめっちゃ小さくない？確かに小さい。いやこれ色違いコフキムシじゃねえか。捕まえました。証は持っていませんでした。証うんないな。表端と違う。マジで全然出ないじゃんか。別の場所で大量発生があったから場所を変えたけど色違いいないし、タマンチュラの数は大量じゃない気がするし、なんなんだこれは。うわなんか赤いのいる。クワッスもお任せバトルを拒否っている。色違いポケモンにはお任せバトルできないようになってるのよね。さあさあ捕まえていきましょうか。タマンチュラの色違いってこんなに赤いのか。運命の赤い糸の正体はこいつだったわけね。その糸お尻から出てるらしいですけども。捕まえました。タマンチュラ何匹目で色違い出たんだ？太陽発生輝きパワーは確か683分の1だよな。これです。か、カンストしなくてよかったな。カンストしてたまるか。レベルは8なので虫ジム連れてけますね。レベル8って覚えてる技弱そうだけど。技構成は体当たり等白虫の抵抗ダメ押し、結構いい感じじゃねえか。証は持っていませんでした。次はシガロコの色違い捕まえるのか。そうしようと思ってたんですが、野生で出るシガロコは最低レベルが26なんですよね。なので色違いを捕まえたとしてもジム戦では使えない。15以下じゃないといけないもんな。もちろん捕まえるは捕まえるんですけど、それは後回しにしてもうジム戦行っちゃいます。ジムに到着しました。虫ジムのセルクルジムだ。それでは豆バッタとタマンチュラで戦っていきたいと思います。ジムリーダーは楓。普段はお菓子を作ってるパティシエさんらしい。虫ジムなのにパティシエさんなんだ。なのにってなんだよ。なんかこの人目がハートになってない？私にメロメロということでしょうか。お前が赤いと思ってるからな。さあそれでは戦っていきましょう。相手の初手は豆バッタ。ふっふっふっ。こちらは色違いポケモン天然記念物豆バッタです。ジムリーダーと天然記念物戦わせていいのかよ。後ろにいるタマンチュラはレベル上げましたが、豆バッタもタマンチュラも捕まえた状態から技は変更していません。虫タイプのポケモンが虫テラスタルしたら虫技の威力上がるけど、こいつは虫技ないから意味ないな。嫌な音で相手の防御下げてから威力が高いダメ押しで攻めます。倒しました。なんか余裕で勝てそうですね。ポケモンの数的に2対3できついと思うけどな。相手に引き目タマンチュラ。こっちは嫌な音で相手は虫食い。ダメ押しして豆バッタ退場っていう感じですかね。ということで豆バッタがダメ押しした後戦闘不能。さあ続いてこちら天然記念タマンチュラ。普通に色違いって言ってください。なんてったってこのタマンチュラは虫技を覚えていますからね。普通のことなんだよな。虫テラスタルすればこの虫技の威力が2倍で使えちゃうってわけ。まあでもここは相手が防御下がってるので物理技のダメ押しいきます。相手のタマンチュラ戦闘不能。これラスト1匹勝てんのか。回復しちゃいけないんだろ。ラストは姫軍
グマ、虫ジムでノーマルのヒメグマだから虫テラスタルしてくるんだな。ではこちらもテラスタルして虫の抵抗でいきましょう。相手のヒメグマ虫テラスタル。こちらタマンチュラ虫テラスタル。相手は虫技の連続斬り。一発目は威力40だが連続で当てるたび威力が倍増していく。外れてるし。さあこちら威力が2倍の虫の抵抗いきましょうか。まあ半分ぐらいは削れると思います。何これ、全然ダメージ入ってねえじゃねえかよ。まあタマンチュラはどちらかというと耐久の方が優れた能力値ですから。相手連続斬り。本来虫タイプではないポケモンが本当の虫に勝てると思うなよ。何してんだー。天然記念物敗北記念は、私の天然記念物が、いや、タマンチュラのレベルが低すぎたんだ。15レベルまでは上げられるから15まで上げちゃいましょう。というわけでタマンチュラのレベルを上げてきました。次はタマンチュラ初手でいきたいと思います。負けてんじゃねえか。なんだよ天然記念物ルールって。お前が作ったんだろ。タマンチュラと豆バッタに持ち物を持たせました。持ち物持たせるのはありなんだ。拾っていたオレンの実です。 HP 回復する木の実か。さあこれで HP 回復できるから戦っていけそうですね。虫食いでオレンの実奪われてんじゃねえか。もうダメだこれ。木の実持たせるのダメだ。持ち物変えてきました。デリバードポーチに売っていた力のハチマキと銀の粉です。どちらも火力が上がる持ち物だな。バッチゼロ粉なのでこれぐらいしか使える道具売ってませんでした。これならヒメグマにも勝てるはず。まずは嫌な音で防御を下げて、お願い耐えて。一回耐えれば。わかった、もうこうなったら驚かすで相手をひるませまくってやる。ひるんでませんけど。いや連続切り外れた。秒質ぎひるむか技外ししてくれれば。7連続ぐらいでひるまないと勝てないだろこれ。シャッター。おお。このままひるみ続けてくれ。絶対無理だろこれ。そうだ、タマンチュラを進化させればいいんじゃないか。あ、確かに。そうそうタマンチュラはレベル15ではないだーに進化するもんね。今のタマンチュラのレベルいくつなんだっけ。15だね。は？虫ジムで使っていいポケモンの最高レベルは15だね。なんで15になる時に進化させなかったんだよ。今から進化させようとしたらレベル16になっちゃうじゃねえか。しまった。しまったじゃねえよ。なんで進化キャンセルしたか聞いてんだよ。進化前で勝てるんだったら進化前の方が映えるかと。取り返しのつかないことになってんだろうが。 SV 取り返しのつかないこと一覧っていう動画でも出す。出さねえよ。いや実を言うと進化キャンセルしたわけではなく、おまかせバトルでレベルを上げてたら進化画面にならなかったんですよ。今作おまかせバトル中にレベル上がると自動キャンセル扱いになるからか。もう一匹タマンチュラ捕まえろ。いやだ。はぁ、なんか私サンドイッチばっかり作ってる気がする。お前具材並べるの上手くなったな。あ、これカットミニトマトは前後に並べていくことを意識しています。空間を3次元に捉えることが重要となります。おい調子のんな。あとは愛する人を思い浮かべて作るのもいいですね。なるほど。なるほどだけはダメだろ。突っ込んでよ。はい、新しいタマンチュラの大量発生地点にやってきました。大量発生するポケモンは日付が変わるタイミングで更新されるんだが、出したいポケモンが出現するエリアにいる状態で日付をまたぐとそのポケモンが大量発生しやすいらしい。先に言ってよねそれ。え、なんかタマンチュラめっちゃいるんだけど。大量発生なんだからそりゃそうだろ。いや違くて違くて、タマンチュラ1匹目の時と明らかに量が違うんだって。あ、他のプレイヤーと通信中だと大量発生で出るポケモンの数が減るらしい。そうなんですか。さっきは通信してたけど今は一人だから。先に言ってよ。道理でさっきは少ないと思ったのよ。いた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 。お、やっと来たか。暗いからちょっとわかりづらいけど、2匹目の赤いタマンチュラだ。捕まえます。2匹目なので違うボールにしてみました。ヒールボールか。よしゃー。よしこれでようやくジム戦勝てそうだ。早くはナイダーに進化させようぜ。まあまずは証持ってるか確認させてよ。何の証持ってるかなー。なかなか証持ちいないからな。え、体当たりと伊藤博士か覚えてない。お疲れ。虫の抵抗とダメ押しどこ行ったんだよ。攻撃手段体当たりだけのはないだ。やばいな。どうしてくれるんだよ。このタマンチュラレベル4だから基本技しかないの受ける。この地点の大量発生は全体的にレベルが低いんだな。なんで大量発生が出た時点で気づかなかったのか。証はなかったな。はぁ、というわけでまた大量発生の場所を変えました。さすがに体当たり伊藤博のはないだはきついもんな。もう一匹色粘り。いやなんで天然記念物とかいうこんな意味のわからん縛りしてるんだ。技変えればいいだけだろ。縛りではありません。ルールです。きたー。うわー。よしゃー。今回は早い、めっちゃ早い。282匹目だな。わざ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 開始みたいになってるから。体当たり東白虫の抵抗。おい、またダメ押しねえじゃねえか。虫の抵抗あるからいいんじゃね。証はありませんでした。とりあえずこのタマンチュラを15レベルにして進化させます。今度はちゃんと通常のバトルでレベルアップ。まあはナイダーに進化させたらさすがにヒメグマにも勝てるでしょ。なんで1個目のバッジでこんなに苦戦してるんだ。虫とスターダン合わせてバッジ18個もあるのに。よし、色違いのはナイダーに進化しました。このはナイダーと豆バッタでいきたいと思います。おー、なんかはナイダースレッドトラップ覚えてますけど。あれ、おかしいな。レベルアップ時の技覚えをスキップする設定にしてるから、技の空きスペースがあっても覚えないはずなのに。進化時に覚える技は例外で、技空きスペースがあったら強制的に覚えちゃうらしい。これはどうするんだ。忘れさせるのか。天然記念物ルールブック的には。だからなんなんだそれは。覚えてしまった技を忘れさせることは著しく生態系を乱す恐れがある。故に進化時に覚えてしまった技は忘れさせない方が良さげって書いてある。お前が書いたんだろうが。まあ進化時に技を覚えるかつ技空きスペースがある状態ってこの序盤だけだろうな。さあそれではリベンジしていきましょう。お前ほんとよくこんな企画できるよな。
色違いはいいとしてなんで対戦にまで縛りを。まだバトルの試行回数はそんなにいってないよ。こちら初手はワナイダーの色違い。お尻の部分にタマンシュラの赤色の名残があるな。いやお尻じゃなくて腹部ね。唐突な昆虫博士。いや雲は昆虫じゃねえわ。やっぱり昆虫博士だった。いきなりワナイダー虫テラスタル。虫の抵抗で攻めます。虫の抵抗2発で豆バッタ突破。なんやかんやしてタマンシュラも突破。よし、まだ後ろにワナイダーが残ってるから、この嫌な音が当たれば有利に進められる。熱い展開となってまいりました。しばくぞ。豆バッタ戦闘不能。まあこっちにはやっとこさ捕まえて進化させたワナイダーくんが残っていますから。まずはスレッドトラップ。スレッドトラップは守り状態になるに加え、相手が物理攻撃してきたら相手の素早さを一段階下げる。よしこれでヒメグマの素早さダウン。いけ、虫の抵抗。これ勝てる？まあスレッドトラップしながら戦えば連続ギリの連続効果も切れるし、急所にさえ当たらなければ大丈夫かと。当たったらどうなるんですか？ギリギリの展開になります。ヒメグマの攻撃をあと1回耐えつつ、虫の抵抗2回で削り切れれば、よっしゃ倒したじゃねえか。ようやく一つ目の虫タイプをクリア。虫バッジゲットだな。残り17タイプね。勝利後に電話がかかってきました。メモからの電話だな。いやお前主人公の名前高安の子にしてんのかよ。ポッテなんだよポッテ。あ、本当はチャンネル名の高安のポケモンまで入れたかったんですが、あいにく6文字までしか入らなかったので。だとしても高安の子はなんかダメだろ。もう一つのデータを作るときは残りのケモンで始めたいと思います。ケモンもダメだろ。いやケモンって何？ポケモンから棒取ったらこんなにこれじゃない感が残っちゃうの。ただの暇伝でした。暇伝言うな。続きまして岩タイプの虫を倒しに行くために、岩タイプのパルデア新ポケモンを捕まえに行きましょうか。岩タイプの新ポケモンはガケガニとコジオの2匹。主ポケモンにはレベル表記がないので、仲間のペパーが使うポケモンのレベルを基準にそれ以下のレベルで行きます。となるとレベル16以下だな。てかこのふざけたベーコンだらけのサンドイッチは何？いやふざけてないのよ。このベーコン9枚レシピが岩タイプの輝きパワーレベル3のレシピなんだから。マジか。このクソデカベーコンを9枚も、1個 100g としたら1キロ近くの肉。主人公はなんでこんなに爽やかな顔してられるんだ。この量食べたら幸せのライン超えて気分悪くなるだろ。なんかさっきからうるさいんだけど、ガケガニは比較的大きいからわかりやすいな。おい何黙ってんだよ。人間カニ探してる時は黙るって言いますからね。いやそれカニ食ってる時だろ。いやこの前テレビでカニ食べる番組やってまして、私も久々にカニ食べる感じやりたいので、ちょっとマリサカニやってくれる？カニやるってなんだよ。サッカーしようぜお前ボール中。こういう時に人以外やらせんな。あはは、タラバガニじゃなくてズワイガニやってよマリサ。お前には何が見えてるんだよ。いたー。マジでーか。ガケガニの色違いって青なんだ。めっちゃ目立つ色してる。待ち伏せポケモンなのにこんなに自然界で目立つ色じゃ真っ先にやられるだろうな。お前自然界の何を知ってるんだよ。捕まえます。ガケガニの色違いは結構早い段階で捕まえられたな。まず、証はありませんでした。色違い証なし縛りでもされてます？覚えてる技は、岩落とし硬くなる岩砕き岩石封じ。おう、技構成は優秀だな。全然戦っていける。続いてコジオの色違いも探していきましょう。お任せバトルで倒しまくります。なんか御三家のレベルめっちゃ高くなってるし、大量発生とかでお任せバトルしまくってたらこうなってました。もう進化できるレベルだし、気が向いたら進化させようかと思っています。なんかこの小じお色違くない？いや、普通だろ。お任せバトルしてくれないわよ。マジ？色違いだー。わかりづれー。1656匹目ね。なんだ余裕そうじゃねえか。いや余裕じゃないけど私タマンチュラ経験してるからね。色粘り合ってる人みんなこんなもんなんだろうか。技構成は、硬くなる岩落としマットショット打ち落とす。普通に強いな。証は持っていませんでした。これで岩タイプのパルデア新ポケモンが揃ったから岩タイプの主とバトルだな。主ポケモンはでかくて体力が多い。しかもバトルが2回ある。2戦目はペパーと一緒に戦うのよね。さあまずはガケガニミラー。しかしこちらは色違い。なんか白いやつあったかそう。わかる。とりあえず硬くなる連打で防御上昇させます。そして相手の攻撃を耐えながらこちら岩砕き連打。1戦目勝利。早すぎんだろ。だって余裕だったんだもん。主ガケガニ2戦目。ペパーのシェルダーとのタップバトルになっている。まずはコジオをテラスタル。岩テラスタルだな。そして1回硬くなるで防御を上げマットショットで素早さ下げます。そして岩テラスタルで威力が上がった打ち落とす連打で勝利。ガケガニとコジオの技構成が優秀だったため難なく岩タイプクリア。残り16タイプね。主ポケモンを倒したのでコライドンがライド技を覚えました。ダッシュができるようになったな。シガロコの存在を失念しておりました。最後シガロコの色粘り合っていきます。シガロコはフン転がしみたいな見た目のポケモン。転がしを逆さまに呼んだらシガロコになるんだよな。じゃあシガロコを逆さまに呼んだら転がしになる。すげー。シガロコめっちゃいっぱいいるな。この色違い縛り旅において色違いポケモン見つけるまでにどれくらいかかったかを引き数のカウンターで示していたわけですが、もしかしてカウンターよりも時間にした方がいいですか？回数の方が確率と比較できる感あるけど、時間の方が直感的にわかるか？どちらがいいか視聴者の皆さんコメントお待ちしております。シガロコの転がしてる玉の正体って何なんだろう。はあ、あれもポケモンの一部なのかな。ローブ神のコンクリートみたいなもんだろ。図鑑には泥玉って書いてある。モンハンに泥玉転がしってやついたよな。シガロコの泥玉は命より大切らしい。命より？いや自分の命より大切なんてものある？霊夢。
へえ、金の玉転がす滋賀ロコもいるんだ。いや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 、これ色違いだって。ええー、これ早くバトル画面に行かないと逃げられるぞ。あ、まずいゴーグルに絡まれた。何してんだよ、早く逃げろ。大丈夫、まだ後ろで転がしててくれて、まずい逃げられなかった。バカタレ何してんだよ。早く逃げて滋賀ロコのとこ行かないか。おい、ホゲータやられてるじゃねえか。大丈夫、まだクワッシュとナオ入るから、ここで逃げることができれば。いや、なんでお前今一回転したの。ぐるぐるバットバット抜きでもしてるの。いや、私何も操作してないわよ。逃げたら一旦 X ボタンでメニュー開けよ。メニュー開けばポケモンに当たらなくなるから。よし、逃げ切れた。X ボタン、X 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 ボタン、X。あー、おい、何してんだよ。またウォーグルに襲われた。X ボタン2回押してメニュー開いて閉じたら意味ないだろ。連打してたんだもん。お前ゲーム下手すぎても早芸術だろこれ。まだ金の玉シガロコはそこにいる。やばい、また逃げられなかった。なおはー。まずいシガロコに逃げられるところではなく、ウォーグルに全滅させられる。逃げろ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 。よし、オッケー。今度こそちゃんとメニュー開いて。なんとかやり過ごせたか。あー、やっと会えたね、色違いシガロコ。めちゃくちゃ輝いている。ゴージャスボールで捕まえました。いやー、マジでウォーグルに襲われた時は焦ったぜ。いないとは思うんですけど、捕まえられないオチを期待した方は必ずチャンネル登録と高評価をお願いします。多分だけどめっちゃいるから大変なことになるぞ。証はなし。最後に捕まえた色違いの進化姿見ておきましょうか。豆バッタはエクスレックに、コジオはジオズムを経て巨人へ、シガロコはベラカスになった。というわけでここまでのご視聴ありがとうございました。次回も引き続き色違い縛り旅やっていくので、見逃さないようにチャンネル登録お願いします。ついに始まってしまった色違い縛り旅天然記念物ルール。次回は草タイプと飛行タイプの色違いを探していくことになるが、各サイジの色違いがマジで見つからない。おい、各サイジ倒しすぎて落とし物、各サイジの種監視としてんじゃねえか。次回色旅、各サイジの応援開業。色違いあるある、通常色なのに光の反射で色違いと勘違いする。いや、この子いるわ、さすがに色違いじゃね。ということで、ポケットモンスタースカーレットバイオレット、色違い縛りの旅やっていきまーす。今回は草タイプと飛行タイプのパルデア新ポケモンを捕まえていくんだよな。そうそう、まずは草タイプのパルデア新ポケモンのミニーブ、各サイジを捕まえていくわ。さて、それでは草タイプの色違いが出やすくなる輝きパワーサンドイッチを作っていきましょうか。輝きパワーを使うと色違いが出やすくなるんだよな。今回作る草タイプ色違い用のサンドイッチレシピはこんな感じになります。これはあくまでも一例で、他にも草色違いレシピは存在するようです。そうそう、サンドイッチ作りで忘れちゃいけないのが、そう、上に乗せるパンは捨てるということですよね。上のパンで挟んで初めてサンドイッチなのに。もうこれはサラダパンのサラダじゃん。てか、なんか手前のレタス植えてない。あ、途中までは綺麗にできてたんですけど、パンを捨てた際に何者かに攻撃されたんです。攻撃ってなんだよ。さあ、それでは輝きパワーが見たことですし、ミニーブの色違い探しに行きましょうか。レッツゴーして、お任せバトルで倒しながら進めていきます。ミニーブはマジで小さいから色違い見つけるの大変だろうな。確かにミニーブ小さい。色違いは頭のオリーブの実が黒いらしい。いや、色違いいてもスルーしちゃうかも。ふふ、色粘りカウント。前やったタマンチュラの数超えないといいな。さすがにそれは超えないと信じてる。いや、本音が字幕から漏れちゃってるのよ。超えるといいな、はおかしいって。マリサは私の味方じゃないの。味方に決まってるだろ。私はいつまでもお前の味方だ。霊夢がすぐ色違い出すのを私は心から願っている。本音と建前混在してわけわかんないって。脳みそバグっちゃうから。元々バグってるだろ。これは建前もないんだ。頭に乗ってるオリーブが黒いタイプもいるん。ちょっと待って、これ色違いじゃない。嘘だろ。色違いだったらお任せバトルを拒否するのよね。ちょっとやってみましょうか。どうだなおは。え、何のためらいもなく走っていった。色違いじゃないってことか。なんか思ってたんと違う。お前お任せバトル下手か。こんなもんじゃないわよ。まだ本気出してないみたいに言うな。いや、ちゃんと拒否したわ。ということは色違いか。いや、まさかの64匹目で。霊夢の色粘りがこんなに早く終わるわけがない。失礼な。霊夢はもっと運が悪いんだぞ。失礼な。ついでに頭もバグってるんだぞ。いや、言いたい放題じゃねえか。お任せバトル拒否するにゃおは可愛いな。いや、私の方が可愛いでしょ。どこで張り合ってんだよ。お待たせしました、捕まえます。うおー、マジで色違いだ。捕まえました。いや、今回はマジで運が良かったですね。レベル9か。ステータス確認していきます。何よりもやっぱり技構成が重要ですからね。そうだ、天然記念物ルールとかいうので技変更禁止で事務戦行くんだった。体当たり甘い香り吸い取る成長。9レベルらしい技構成だ。いや、攻撃と特攻上げる成長あるから結構強いかも。確かに。証は持っていませんでした。さあ、続いて各サイジの色違い探していきましょうか。サンドウィッチはさっきと同じものを食べました。各サイジも小さくて見つけにくいんだよな。まあ、ミニーブすぐ見つかったし、各サイジもちょろいでしょ。うわ、お任せバトルで倒したかったのに突っ込んできた。結構好戦的だよな。逃げてくポケモンとかもいるけど、各サイジはトレーナーに突っ込んでくる。なんかわかんないけど、レジェンズアルセウスのパラス思い出した。あいつマジで好戦的だったな。まるでエンディングの時のマリサみたいよ。それはお前がボール投げてきたからだろ。いや、各サイジやっぱり見づらいな。色違いも見づらい色してるのかしら。各サイジの色違いは黄色っぽい色らしい。なるほど、黄色くて小さいのを探せばいいのね。各サイジの色違いかと思ったらズキカだった。ズキカは宙に浮いてるから全然違うだろ。確かに、地に足ついてる黄色いのを探せばいいのね。そうだな。ちなみにこれは地に足ついてない黄色いのです。おいこら。いやー、色違い各サイジいないなー。まだそこまでカウントいってないだろ。あれ、なんか見たことないポケモンいる。メイクルの色違いって白っぽい色なんで。メイクルの色違いじゃねえか。各サイジじゃないけど捕まえておきましょうか。メイクルの色違いって結構逆の色してるな。おお、なんか絡まれてますけど。邪魔しないでちょうだい。メイクル捕まえなきゃいけないんだ。待って、色メイクルどこ行った。なんか消えた気がしないでもないような。そんな、まあメイクルは企画とは関係ないからいいだろ。確
かに、ふん、メイプルなんて別に欲しくないんだからね。メイプルちゃんいたー。令和の時代にこんなにもお手本のようなツンデレが見れるとは。一応ホゲータがお任せバトル拒否するか確認しておきます。は、また絡まれてますけど。なんなのこの格差維持。今の格差維持、お前のレッツゴーの指示で突っ込んだみたいになってる。私はホゲータに、にしても華麗な突進だな。絶対私をボーリングのピンに見立てて格差維持を投げてきた人が後ろにいるわ。ボーリング盤エンドを守る。ボーリング盤エンドを守る。お待たせしました。捕まえました。証はなしと。はあ、いや今見つけた色違いが格差維持だったら草パート速攻で終わってたんですけどね。確かにそうだけど。もちろんメイクルの色違いも嬉しいんですけど、すっごく嬉しいんですよ。でもやっぱり探してるのは格差維持ですから。え？は？目？またメイクルかよ。1匹目と2匹目のスパン短すぎるだろ。格差維持253匹目でメイクル、1匹目で275匹目でメイクル、2匹目捕まえました。証はありませんでした。なかなか格差維持の色違いが見つからないので、今回も少しコメント回答させていただきます。たくさんのコメントありがとうございます。急上昇おめでとう。急上昇乗ってる。おめでとうございます。全体8位、本当にすげー。ありがとうございます。前回の色違い縛り旅1話が YouTube 全体の急上昇ランキングに乗りました。見てくれた視聴者の皆さんには感謝しかありません。本当にありがとうございます。登録者9万人おめでとうございます。ありがとうございます。まさか、ここにまだ登録してない人はいませんよね。そんな人いるんですか？登録してくださっている方、見てくださっている方、いつもありがとうございます。10万人目指して頑張ります。初見です。楽しく見れました。初めて見たけどめちゃくちゃ面白い。最近知りましたが登録しました。やったー、ありがとうございます。新しい視聴者さんも増えてるから真面目にやってかないとな。当チャンネルの運営方針を答えなさい。初見さんを震えにかけるな。いきなりなんなんだ。てかそんなの存在しないだろ。複合タイプの場合どちらのタイプを優先するのですか？ああ、後で捕まえる電気飛行タイプの回電とかですよね。全体のバランスを見て、各タイプのポケモン数が偏らないように分類しています。回電の場合は飛行タイプとして扱うんだよな。もしかしたら電気タイプの対戦に参加する可能性もありますが未定です。天然記念物なら傷つけるのもなしなのでダメージ食らったら一発アウトにしましょう。私が傷だらけになるので勘弁してください。総集編出しますか？総集編出すかは未定です。あとなんで霊夢は可愛いんですか？というわけで始まりました。霊夢マリサどっちが可愛いのグランプリー。何ですかこれは。ただいま霊夢選手が1票リードしております。残り7名の審査員の結果はどうなっているのでしょうか。 M1 の最終決戦でか審査員ごとに枠のサイズ違うのなんなんだ。霊夢可愛すぎ。勝手にコメントを登録化すんなよ。マリサ可愛い。え、ありがとうご。いや急に審査員にされる視聴者さんの気持ち考えろ。霊夢可愛い、マリサ可愛い。この形式でまさかの両方へ登録。霊マリ可愛くて好き。マリサと霊夢可愛い。霊夢とマリサ可愛い。次私への登録だったら同点だよな。いや M1 の微妙に間があるやつやんなくていいから。結果は CM の後でーす。このタイミングで CM 入る M1 聞いたことねえわ。霊夢ちゃん可愛い。ということで霊夢マリサどっちが可愛いのグランプリ2022を制したのは霊夢でしたー。いやー本当にありがとうございます。私だって泣き落としても結果は変わらないわよ。ダメか。というわけでたくさんのコメントありがとうございました。すべてのコメントに回答できなくてごめんなさい。またコメント回答やりたいと思っているのでお待ちしております。いやーそれにしても格差維持の色違いが出ない。試行回数結構いってるな。あれ待って、格差維持を倒しても落とし物落とさなくなったんだけど。落とし物？あ、ポケモンを倒したり捕まえたりすると入手できる技マシンの素材か。さっきまで格差維持の種落としてたんだけど。落としてたっけ？ちょっと確認してみます。格差維持の種、格差維持の種あった。999個。なるほど、こっちがカンスとして入手できなくなってたのか。てか格差維持の種って植えたら何になるの？格差維持の卵じゃないから格差維持になるわけじゃないし。何になるんだろうな。調査してみましょうか。格差維持の種とは何なのか、その謎を解明すべく我々はアマゾンで商品を買った。そこはお口に向かえよ。いや攻略本にそこまで載ってなくね。見てくださいこのアクロバティックなコライドンさばき。ここまで小刻みに操作できる人はなかなかいませんよ。完全に飽きてんじゃねえか。よっしゃー、色違い見つからねー。色違いペイントやめろ。はあ、これもしかしてタマンチュラ超える可能性あるんじゃないの？ SV 色違いはもっと早く見つかるって話なのにな。待ってこれ羽根っこの色違いじゃない？真ん中にポポッコがいるだけ。ごめん羽根っこの色違いだわ。こんなに緑なんだ。進化したらどんな色になるんだろうな。捕まえました。証はないな。はあ、もちろん嬉しいんだけど、なんで見つかる色違いが旧ポケばっかりなんだろう。格差維持じゃなくても新ポケだったら後で色粘りしなくてよくなるのに。ついに格差維持を倒しすぎてホゲータが喋れるようになりました。いやどういうことだよこれ。言語能力を極めてしまったようです。だからどういうことだよそれ。後ろにいるトレーナーの吹き出しをいい感じにカメラワークしました。ポケモンに極めさせたくなったらぜひ西一番エリアにお立ち寄りください。そういうことか。え、待って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 、来たかもしれない来たかもしれない。格差維持の色違い、絶対色違いでしょこれ。いや通常色じゃないか。なんだ通常色か。いやいやいや絶対色違いだって。すっごい見づらいけど。色違いだー。やった、格差維持の色違いだ。ようやく見つけたな。捕まえました。この格差維持は事務戦で使うから技構成も重要になってくる。あれ待って、17レベルって草ジムで使っていいんだっけ。あ、ジムリーダーの最高レベル以下じゃないと使えないルールだったな。草ジムの最高レベルは
17レベだ。危な、切り使えるってことね。技構成は噛みつく成長葉っぱカッター2本バレ。レベル高かったから普通に強い。証はありませんでした。いやー、ミニーブも各サイジも本当に小さいから見つけるのが大変でした。色粘りきついポケモンの中でもかなり上位になるのではないでしょうか。おい霊夢、こんなコメントも来てたぞ。なになに、小さいポケモン厳選の時はデカデカパワー使ってみるのはどうですか。デカデカパワーってなんだっけ。 SV は同じ種類のポケモンでも大きさが違うだろ。大きさには9段階あるらしいんだが、サンドイッチのデカデカパワーってやつを使うと大きいポケモンが出やすくなる。大きい方が見つけやすいし見やすいからな。そんな小技があったのか。いやむしろ大技なんだけど。いやーそんなんできひんやん普通。そんなんできる、言っといてや。できるんやったら、いやせっかく教えてくれたんだぞ、失礼だろ。マジでありがとうございます。小さいポケモンの色粘りきたらやってみようと思います。ミニーブのレベル上げしに来ました。16ぐらいまで上げようと思います。なんか後ろのポケモンおかしくね。後ろのポケモン、ほらコイルだよコイル。ちょっと近づいてみる。色違いだー。いやお前運良すぎだろ。なんでこのタイミングで捕まえました。証はありませんでした。さあそれではミニーブと各サイジを連れて草ジム行きましょうか。もちろん天然記念物縛りがあるため技は捕まえた状態から変更していません。お、ライバルのネモがいるな。そうだこいつ名前タガヤスノポにしてるんだった。ということでやっていきましょう。虫ジム岩主と来て3回目の戦い。草ジムのジムリーダーコルサとのバトルだな。相手が出してきたのはチュリネ。コルサの手持ちは3匹いる。そしてこちらの初手は色違いミニーブ。草タイプ対草タイプだから半減ダメージ合戦になりそう。さてまずは成長をして攻撃と特攻を上げていきましょうか。ということで成長連打。相手はメガドレイン連打。ミニーブと各サイジにはオレンの実を持たせたので、ここでミニーブはオレンの実発動ですね。いやオレンの実でかくね。これどこに隠し持ってたんだろう。こんなにでかいの食ったらむしろ HP 減るだろ。最大まで成長します。メガドレインを耐えて、特攻が最大まで上がったので草テラスタル吸い取るしましょうか。特攻上がってるとはいえ、吸い取るの元の威力は20でチュリネに半減だからな。全然ダメージ入らなそう。いやめちゃくちゃ入っとるわ。あなんかテラスタイプと技のタイプが同じで、技の威力が60未満の時威力が60に上がるらしいわ。そんな仕様あるのかよ。はい、吸い取るでチュリネ倒しました。相手の2匹目のポケモンはミニーブだ。通常色のね。スイトルスイトルで倒しました。相手ラストウソッキー。相手も草タイプにテラスタルしてきましたね。ウソッキーの岩落とし耐えられるか。半分ぐらいのダメージ吸い取っていきます。また岩落とし吸い取りました。惜しくも岩落としを耐えれずミニーブ戦闘不能。いやーギリギリ各サイジも活躍できそうです。各サイジが先に動いて噛みつく。今回は成長が強かったですね。いや倒しきれないんかい。草分けを耐えて噛みつくでウソッキー戦闘不能。ジムリーダーコルサ撃破。いやーやっと草パート終わりましたよ。これで3個目のバッジゲットだな。え待って、なんかめっちゃ激しく踊ってる女の人いない。両手上げて踊ってるな。残りのバッジは15個だな。次は飛行の主ね。それでは飛行タイプの色違いが出やすくなるサンドイッチ作っていきましょうか。今回作る飛行タイプ色違い用のサンドイッチレシピはこんな感じになります。生ハムを使っていくんだな。生ハムは崩れにくい食材ですし、たまには上のパンを乗せてみましょうか。あれだけ乗せるなって言ってたのに。あれ霊夢にしては結構上出来だな。はなんか上のパン消えてんだけど。パンガキを使っていなくなったか。次の飛行で捕まえるシンパルで色違いはイキリンコと回電になります。まずはイキリンコの色粘りを大量発生でやっていきましょう。イキリンコは4種類のフェザーに分かれていて、緑、青、黄、白のイキリンコがいる。フェザーの種類によって特性が異なるんだよな。色違いもそれぞれで存在するから色違いも4種類いることになる。頭にはリーゼントみたいな毛が生えている。大量発生での効率いい色粘り方法としてたくさんのコメントいただきまして、ピクニックによるリセットが効率いいみたいです。1、周辺に色違いのポケモンがいないか探す。2、いなかったらピクニックを開く。3、ピクニックを閉じると周りのポケモンが入れ替わっている。以降1番から繰り返し、ピクニック開いたら周りのポケモンがいなくなって、閉じたら新しいポケモンが出てくるんだよな。多分これが1番早いと思います。うわやっぱり早いわ。イキリンコじゃないやんけ。色違いヒメグマでした。綺麗な緑色だな。ガチグマに進化させちゃおっかな。ガチグマはまだレジェンズアルセウスにしかいません。捕まえました。証はありませんでした。いつになったら色証出るの？次の飛行の主でペパーが使うポケモンのレベルは19なので、19以下のイキリンコ回電を捕まえなければいけません。ここら辺のイキリンコレベル18とかいるけど、20超えもちらほらいるぞ。20超えた色違いだったらもう1匹捕まえないとダメですね。技変更禁止もきついけどレベル制限もきついのなんなんだよ。おやおや、髪色をピンクに染めている子がいますね。イキリンコ原宿の姿でしょうか。バカお前これ色違いだわ。よえーなんか今回めっちゃペースいい気がする。各サイジを忘れたんか。やったイキリンコの色違いだ。黄色にピンクの頭いいですね。てかレベルも18だからちゃんと飛行主戦で使えるな。捕まえました。それではイキリンコの技見ていきましょう。電光石火イチャモンツバメ返し乱れ突き。普通に戦っていけそうだ。特性は張り切りで攻撃が上がるけど命中率が下がる。いやイキリンコはまとまって出たりするから効率良かったわ。次は回転の色粘りやっていきましょう。いや色回転もすぐ出るといいですね。あの女の人はアイキャッチみたいに使うのやめてくれる？そうそうそれで思い出したけど、色粘りどれだけかかったかを表すのにポケモンの数か時間か話せていませんでしたね。どこで思い出してんだよ。ポケモン数のカウンターと時間表示どっちがいいかたくさんのコメントいただきましたが、僅差でカウントの方がいいというご意見が多かったです。中には両方表示してほしいというコメントもあったな。今後はカウントのみの表示でいきたいと思います。カウントの方が大変そうだけど。いや私的にカウントの方が好きなんですよね。カウントしながらの方が色粘りしてる感ありますし、逆に時間はあんまり知りたくないんですよ。こんなに多くの時間
飯を費やしてしまった感が強いというか、それにサンドイッチ作ってる時間は抜かないといけないとか、地味に計算がめんどくさいんですよ。いや結局両方表示してんじゃねえか。次回からは本当にカウンターのみでいきます。回転色違いったー、早すぎる。いやよかった、回転の色違い見づらいから気づけてよかった。肝心のレベルは大丈夫なのか。中級だからギリセーフ。危な、捕まえました。技構成は電光石火ついばむスパーク騒ぐ。電気テラスタルでスパークやるの強いな。証はありませんでした。これで飛行タイプのパルデア新ポケモンが揃ったから主との対戦だ。対空の主落としどりとの戦い。こちら初手は色違いイエローフェザーエキリンコ。主落としどりめちゃくちゃでかいな。デカ落としどりの色違いって捕まえなくてよかったんだっけ。あ、落としどりはアクタイプのパートで捕まえる予定です。高枠でアクタイプも入ってますからね。なるほど。ここはツバメ返しでいきましょうか。このエキリンコは張り切りで攻撃上がる代わりに物理技の命中率が 0.8 倍になる。だがツバメ返しは必中技だから命中率低下のデメリットなしで使えるんだよな。あ、これってツバメ返しって読むんだ。私、ずっと、お前のことが好きだった。いや変なネットスラング使ってないで早く戦えよ。相手落としどり翼で撃つ。こちらツバメ返し。張り切りだからまあまあ入ったな。次のターン先にイキリンコやられてしまうので、先制技の電光石火でいきましょうか。何をやっているの？岩落としでイキリンコ戦闘不能か。回転頑張ってくれ。電気テラスタルスパークでいきましょうか。翼で撃つを耐えて。生きたレイロ回転のスパーク。うおめっちゃダメージ入ったな。落としどりのついばむ耐えて。返しのスパーク。落としどり1回転目勝利。主戦は2戦あるのよね。待って。落としどりのここ、爆弾に見える。足に爆弾抱えてるってことか。さあ落としどり2戦目ペパーと戦っていきます。主落としどりは連戦だからポケモンセンターに行って回復するなどができない。運よく落としどりがペパーのコギをばっかり狙ってくれたのでスパーク連打で勝てました。これで合計4個目のバッジゲットだな。残りは14タイプ、コライドンが波乗りできるようになったな。というわけで今回の動画はこんな感じですかね。おい霊夢、何よ、この企画って色にこだわった企画なんだよな。そりゃそうよ、色違い縛りの旅なんだから。通常色が4種類もあるエキリンコ、まさか色違い1種類だけ捕まえて満足なんかしてないよな。それはどういう、前職捕まえなくてどうするの。はい、というわけでここから色違い縛りの旅第2話のおまけコーナー、イキリンコ全色違いを集めよう。いややるなんて一言も言ってないよ。勘弁してよ、そんなのきついってど。黄色の色イキリンコは捕まえたから、あとは緑青白のイキリンコ捕まえていくわけだな。だからまだやるなんて言ってないわよ。いやもう色粘り始めて300匹超えてるじゃねえか。はい、やります、やってます。まああと3匹追加で色粘りするだけですから。しかもイキリンコは群れでいることが多いので見つかりやすい。緑色青色白色のイキリンコの色違いも黄色の色違いのように頭の色だけピンク色になってる感じだからな。ダメだ、色が多すぎて何も理解できなかった。闇カラス色違いだー。マジでー、捕まえました。イキリンコ全色違いを集めようのコーナー、記念すべき1匹目の色違いは闇カラス。いやイキリンコ以外は記念でもなんでもないんですけど、証はありませんでした。現状黄色いキリンコの色違いだけ持ってるわけだけど、黄色色違いかぶりとかしたら最悪だな。いやーなんかそれありえそうだよね普通に。まあかぶったとしてもすぐ出てくれればいいんですけど。緑きたー、やばい、黄色でかぶらなかった。めっちゃ調子いいかも。緑もちゃんと頭だけピンクになってるな。容姿写真撮っちゃおうかな。待って待って待って、撮れなかったわ。めちゃくちゃ気に入られてんじゃねえか。いやーこれで黄色と緑色が出たわけですね。緑黄色が揃ったことになります。野菜と社会以外で聞いたことねえわそれ。捕まえました。やったー、緑色のイキリンコが一番好きかも。バトルで使う予定はないから技は何でもいい。はい、証はありませんでした。いよいよ証のなさやばくないか。証持ちが出やすくなる2つなパワーつけてはいるんですけどね。まあ証運のなさで有名なこの私ですが、実はいつも連れてる手持ちの色御三家はみんな証持ちなんですよ。とうとう嘘つくようになっちゃったこの人。嘘じゃないって、しかも2個ついてます。大概にしろよ。ほらこれですよこれ。うわマジじゃん。なんだ、出会った時についてる証じゃなくて後からつく証じゃん。気づいたらついてました。相棒の証は仲良し度高い時に連れ歩きするとたまにつくやつで、グルメの証は食事をした時にたまにつくやつだ。待ってきたかもしれない。おー、また緑じゃねえか。まあまあまあ、緑イキリンコ私好きですから。あれ待って、イキリンコ消えたんだけど。どういうことだよそれ。やばいマジでどっか行っちゃった。緑かぶりとはいえ色違いを逃すなんて絶対にあってはならない。色違い縛りストとしての流したる。なんかびっくりマーク出たからここにいるのかも。あいたいたいた、よかったー。なんだ今のいなくなっちゃう展開の方が絶対おもろいのに。やめてよ、私はマジでやってるんだから。捕まえました。証はありませんでした。いや次のイキリンコは色かぶらないといいけど。なんか白のイキリンコってそもそも珍しい感じあるよな。そうそう、緑黄色青は結構いるのに白のイキリンコだけ全然見つからないのよね。はあ、こんなおまけコーナーさっさと終わらせないとな。またお前か。緑イキリンコ3匹目だな。一旦レポート書きます。レポート書いておけば間違って逃してもリセットすればまた戦えるらしいからな。真偽は不明なので皆さん試してみてください。ちょっと待ってちょっと待って、レポート書いてる途中にイキリンコ遠く行っちゃったんだけど。いなくなってからレポート書いたんじゃ意味ない。待ってくれー。あーよかった、ちゃんといた。もうレポートなんて書かずにすぐあたりに行った方がいい気もするけど。捕まえました。証はありませんでし。待って、何このつけた時の名前って。いつもはリボンを持っていませんって出るのに。あー、つけた時の名前って書いてあるのは証を持っているポケモン。証を持っている。やばい、初色証来ました。証はその中でもレア度とかが違うらしいけど。おい早く何の証なのか見てみろよ。証は手持ちに入れないと内容確認できないのよね。それでは失礼します。はい、
暁の証。暁の証？何これ？知らん。レアなの？知らん。証について詳しい方コメントしていただけると嬉しいです。よくわかんないけど、この証つけたらバトルするときに早くに目覚めたイキリンコって表示になるんだよな。そろそろイキリンコのカウンターやばくなってきたな。あ、ちなみにイキリンコカウンターについてですが、すでに捕まえた種類の通常色もカウントに加算しています。またすでに捕まえた種類の色違いが出た場合カウントリセットしないこととしてます。さっきの緑とかでリセットしてないってことだよな。複雑で申し訳ございません。また緑かーい。はぁ、とりあえずレポート書きますか、書きますか。書きますか。国に開いたら周りのポケモンがいなくなって、閉じたら新しいポケモンが出てくるんだよな。間違えてピクニック開いちゃったー。お前マジでやりやがったな。緑イキリンコピクニックしちゃったからもういなくなっちゃったよね。なんでピクニックなんか開いたんだよ。もう緑イキリンコなんて嫌い。お前さっき一番好きとか言ってたのに。はぁ、皆さんも間違ってピクニックしないようにお気をつけください。ピクニックはモロハの剣です。聞いたことないわそんな言葉。ちょっとサンドイッチをノーマルタイプのレシピの方で作っていこうと思います。あ、イキリンコはノーマル飛行タイプだからノーマルの輝きパワーでも効果あるからな。レシピと効果はこんな感じ。え、待って、こんなに豆腐多いの？大量の豆腐パンで挟むの？ふざけてる。私はふざけたことがありません。もはやふざけというものが何か知りません。いや、まず豆腐の乗せ方がふざけ。散らかしてるだろ。散らかしてもいません。綺麗に積み上げてるんです。すみません、散らかしてしまいました。本当に何をやっているの？さあ気を取り直してイキリンコ探していきましょう。ここがライロ違いました。マジかよ。捕まえたことないから嬉しいんですけど、そろそろ青白イキリンコ出てくれないと企画的にまずいことになってるんですよ。捕まえました。証は証あります。どうしたんだよ急に。証とは無縁の実況者だったはずじゃ。持っていたのは情熱の証。アグレッシブなここがライな。待って待って待って、なんか不安定いるんだけど。不安定はいるだろう。は、色違い？さっきここがライロ違い出たばっかなのにまた出たの？やったー。でかいキリンコは？イキリンコほったらかしてキューポケ色粘りしてる。いや、だから私も早くイキリンコ揃えたいわよ。捕まえました。嘘？また証あるわ。イキリンコのおまけコーナーで色証出しまくる実況者。時々見る証でした。なんかこれはよく見る気がするな。はぁー、何回ため息つくんだよ。もうイキリンコなのかヤキリンゴなのかわかんなくなってきましたよ。しょうもないこと言ってられるってことはまだまだ余裕だな。新しい色のイキリンコが出ずにもう7000匹いってるんですよ。だー、なんでまた緑なんだよ。色違いに切れる実況者、いい加減にしろ。もう色違い緑イキリンコ4匹目だよ。緑イキリンコだけで麻雀できちゃうじゃんか。野球チーム作れちゃうとかはよく聞くけど麻雀って。捕まえました。証はありませんでした。もう主を年取り倒してから色違い7匹捕まえてるよな。よし決めた。もう青イキリンコと白イキリンコの色違い出しちゃいます。何か言ってますけど。とやーらーとやまた色証出してるじゃねえか。てかさっきパジュートン捕まえてたよな。やっとシンパルであの色違い。パジュートンも色証でした。特性食いしん坊でしょう。この証いいな。もうダメです、出ません。無理です、ギブアップです、ごめんなさい。いやいや、あと2匹だけなんだから頑張ろうぜ。こんな中途半端なところで終わったらまずいしさ。イキリンコ4種類色違い集めたらきっと視聴者さんもお前のこと見直してくれるさ。いや、なんでもともと悪い評価みたいな言い方なのよ。確かにマリサにこのイキリンコ前職の提案された時いろいろ考えたよ。前回は色違いを引き捕まえて対戦もきつかったけど、今回は4匹だけだし対戦も簡単にクリアしちゃったから取れ高大丈夫かなって。イキリンコ全色集めれば動画も入るかもしれないなって。でも見てよこれ、全色粘り始めてから捕まえたイキリンコたち4匹とも全部緑なのよ。ブフ、たった今5匹になりましたけど。空気読めやしねり。捕まえました。証ありませんでした。はぁ、とりあえずもうちょっと頑張ってみますか。もう少しで終わると信じてやっていこう。よし、10分どんべいできたぞー。もうそのブーム過ぎただろ。食にブームなんてないでしょ、三大欲求なんだから。いや、あるだろ。もうイキリンコカウンターが大変なことになってるんですけども、画面に入ったイキリンコをひたすらカウンターで数えていく、完全に道路交通量調査の人になっております。確かにイキリンコってタクシーではあるもんな。いや、そういうことが言いたいのではなく、青イキリンコ来たやっと来ました。やっと来ましたよ、青イキリンコ。よし、これで残すところは白イキリンコ。あー、よかったー。本当によかった。1万いっちゃったらこのカウンターがカンストしちゃうところだったから。どこで安心してんだよ。証はもちろんあります。証あるの？雨降りの証ですね。雨降ってたからこの証がついたのか？よっしゃ、この勢いで白イキリンコの色違いも出しちゃいますよー。もし達成したら皆さん高評価お願いしますね。強要すんなって。チャンネル登録もお願いします。うわ、また証持ちか。張り切りのアレクルーイキリンコいいな。これで緑青黄色証まで揃ったことになりました。ノーマル輝きパワーがつくサンドイッチレシピが他にもあったので紹介していきます。なんでこんなに煙もくもくしてるんですか？レシピと効果はこんな感じ。秘伝スパイスに指定はありますが、具材が少なくて済むのがいいですね。マジでなんなんだよこのスモーク。それでは3連距離層積み上げチャレンジやっていきたいと思います。3連距離層積み上げチャレンジ、よし、いいぞ。3個目が難しいですからね。これは手首のスナップを効かせて、よし、オッケー。スライスエッグはいらないので捨てていきます。スライスエッグを捨てた衝撃で距離層が崩れちゃった。どうでもいいから早く完成させてくれ。パンは捨てていきます。待って、あ、あ。
パンを捨てた衝撃で処理層が整ったんだけど、捨てることで発生する衝撃の癖が強すぎるだろ。というわけで完成しました。塔の幻影です。作品名つける流れまたやるの？煙でほとんど見えてないけどね。また緑の色違いきました。いやマジで緑率高いな。今更で申し訳ないんだけどさ、イキリンコがスネ夫のママに似てることに気づいちゃったわ。どこも申し訳なくないだろ。いやでも確かになんか似てる。なんでこんなことしてるんですか？黙ってやれよ。普通にイキリンコ全種集めるだけで1本の動画出せるぐらいなのにさ、これただのおまけパートなんだよ。もうみんな本編の核祭児で沼ってたこととか忘れてるでしょ。ああ、核祭児の種で農園開いたこととかも忘れてるんでしょ。いや農園は開いてねえわ。開いてないですよね。なんで自信なくなっちゃったんだよ。いやだって見てくださいよこれ。一つの階で1ボックス分色違いで埋まることなんてないでしょ。ついに1ボックス埋まったのか。さすがに埋まりすぎでしょこれ。なんですかこれは。色違いポケモン配布会場ですか？いや大変だろうけどさ。大変だろうけどお前は実況者なんだから。いやいやポケモンやってたらダメだろ。実況者たるもの楽しそうにポケモンやるもんだ。はし。なんかさ、もうすでに白の色違いイキリンコ捕まえてる説ない？え、何急に怖いんだけど、捕まえた時点で気づいてるだろそれ。確かに、深粘りとかで見逃してるのはまだわかるけど。ちなみに白イキリンコカウンターが1万を超えたのでカウンターもう1つ購入しました。いや別に1個をリセットして使えばいいだろ。いやあ、さすがに白イキリンコ沼りすぎじゃね？なんかやり方ミスってる？いや白以外のイキリンコは割とハイペースで出てるから、ミスってるとは思えないんですよ。というか色違い置いといてそもそも白イキリンコの数が少なすぎる。1時間イキリンコの遭遇数とその中での白イキリンコの遭遇数を数えてみたんですけど、こんな感じだったんですよ。4色だから 25% いるってわけじゃなくて 5% ぐらいしかいないのか。ついにホゲータもイキリンコを探してくれるまで至りました。もうその喋らせるやついいから早く探せよ。私は、とんでもないことを始めてしまったのかもしれません。色違い縛り旅での攻略とは関係ない色違いイキリンコ全色集め。しかし一度始めると宣言した以上後戻りはできません。私はやると決めたらやる実況者でありたいのです。わかったから。白いキリンコじゃねえか。やった。やっと来た。よくやったぞレイム。うわー。白いキリンコだけ粘り始めてからのカウントは 22,599。このイキリンコ全色集めを始めてから全てのイキリンコ遭遇数は合計 33,255。マジでヤバい数だ。ちゃんと捕まえるところまでやらないと安心できない。やった。よしレイム、これで色違いイキリンコ全色集め達成だー。やったー。あ、証持っているか確認しましょうか。他の3色は証持ち揃ってるからな。証はありませんでした。まあそうだよな。そこまでうまくはいかないよな。というわけでレストランの食事をしまくって白いキリンコにグルメの証をつけていきたいと思います。これで色証主張いいすか？間違ってはない。てかなんで梅干しばっかり食ってんだよ。安いからです。はい、というわけで白いキリンコにグルメの証つきました。最後に捕まえた色違い全部でいくつか紹介します。その前に今回捕まえたシンパルデアポケモンたちの進化。ミニーブがオリーニョを経てオリーバに、回転は大回転、核祭児はスコビランになった。今回第2話で捕まえた色違いはこんな感じでした。全部で47匹。47匹中証持ち色違いは10匹。緑イキリンコが19、黄イキリンコが8、青イキリンコが2、白イキリンコが1。イキリンコの色違い合計数は30。イキリンコ色違いだけで1ボックス埋まるな。というわけでここまでのご視聴ありがとうございました。次回も引き続き色違い縛り旅やっていきますので、次の動画も見逃さないようにチャンネル登録お願いします。なんとかイキリンコ全色を捕まえたレイム。悪タイプの色違いを捕まえて悪弾に挑むことになるが、技構成が微妙すぎて小刀すら倒せない。天然記念物ルールってなんだよ。いい技覚えたポケモン捕まえ直すしかねえか。次回レベル20落とし取りをください。色違いあるあるでない。そういうもんだろ。ということでポケットモンスタースカーレットバイオレット色違い縛りの旅やっていきまーす。今回は悪タイプと炎タイプのパルデア新ポケモンを捕まえていくんだよな。そうそう、まずは悪タイプのパルデア新ポケモンのオラチフ落とし取りを捕まえていくわ。てか何この色違いイキリンコたち。前回の動画で捕まえたやつです。暇かよ働け。覚えとけよ。さてそれでは悪タイプの色違いが出やすくなる輝きパワーサンドイッチを作っていきましょうか。輝きパワーを使うと色違いが出やすくなるんだよな。今回作る悪タイプ色違い用のサンドイッチレシピはこんな感じになります。これはあくまでも一例で他にも悪色違いレシピは存在するようです。待って、このスモークなんなの？パンがホカホカってこと？スモーク切り身を使っているのでスモークが出ているんだと思います。あ、そういうことか。サンドイッチは具材をどれだけ高く積み上げられるかが重要ですからね。高ければ高いほど高得点がもらえる単純なゲームシステムとなっていますから。これは全部嘘です。いつもはパンを捨てていますが今回は乗せてみましょうか。そうですね、左側にちょっとかすめる感じにしましょう。これじゃあパン乗ってない判定になって消えちゃうんじゃ。お花のピックを刺して、よし完成しました。何この左手は添えるだけみたいなパン。全然皿に乗ってないけど衛生的に大丈夫？さあそれではタイプのオラチフと落とし取り
りの色粘りしていきましょうか。今回は悪タイプの色違いで悪組のスター団を倒すんだよな。先にオラチフの色粘りからしていきます。オラチフは悪タイプで犬みたいなポケモン、なんか見た目がジャイアント犬を足して2で引いた感じだよね。我よ、進化すると何になるんだっけ。なんだっけ。まあから始まる。確かペパーの相棒のエイペックスにも出てくるよね。なんでコラボしてんだよ。そうだマスケフだ。マスケフな。いやペパーの相棒がこのショットガンなのやばいだろ。デカ元になっているのは犬種のマスケフだから。マリサどうしちゃったの。なんで私が悪いみたいになってんだよ。ちょっと待ってちょっと待って、オラチフ色違いだー。めっちゃ早い。とりあえずレポートをしっかり書いてと。いやー227匹目はめっちゃ早い。念のためクワッスでレッツゴーしてもお任せバトル拒否するか確認しておきましょうか。明らかに色違いなんだから確認する必要ねえだろ。いやなんでお前ら追いかけっこしてんだよ。キャッキャウフフ、それ自分で言うやついねえだろ。それにオラチフキャッキャウフフ感ゼロだし、キャッキャウフフ感って何。やべ、なんか手前のオラチフに当たっちゃった。何してんだよ。すぐ色オラチフあたりに行けばいいのに。いやー色違い出ると焦って普段通りの操作できなくなっちゃうのよ。やばい早く逃げないと早く逃げないと。色オラチフがめっちゃ遠く行っちゃった。マジで消えちゃうだろこれ。やばい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 。なんでこいつの色違い実況はこんなに安心できないんだ。あっちゅねえ、痛い痛い痛い。色違いオラチフだー。いやー全然沼らなかったな。捕まえました。さてオラチフの技構成が気になるところですね。技が一番重要ですから。天然記念物ルールとかいう技変更禁止縛りでスター団倒さなきゃいけないからな。舐められないようにいつもしかめっ面をしているが泣いている子供はその顔で笑い出すって。なんかかわいそう。霊夢のことじゃん。嘘だって。技構成は怖い顔下で舐めるバークアウト爪とぎ。いやこいつ舐める側でもあるんかい。レベル10だからちょっと技微妙だな。証はありませんでした。あった時みたいな演出やめろ。オラチフの色違いをゲットしたので次は落とし鳥の色違いを探していきたいと思います。色粘りしながらコメント回答していきましょうか。たくさんのコメントありがとうございます。チャンネル登録者10万人おめでとうございます。登録者10万人おめでとうございます。10万人おめでとうございます。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 ありがとうございます。ここに乗せきれないほどたくさんのお祝いコメントをいただきまして皆さん本当にありがとうございます。密かに目標としていた今年中に登録者10万人を達成できて嬉しいです。来年は登録者20万人を目指し、いや来年は15万人を、13万人12万人ぐらいいけたらいいなって思ってます。尻すぼみすぎて尻なくなってんじゃねえかよ。10万人記念企画何やるか悩んでいるのでリクエスト等コメントお待ちしてます。また急上昇乗ってる。急上昇おめでとうございます。ありがとうございます。色違い縛りの旅一話に続きにはもう YouTube の急上昇に掲載されました。イキリンコ頑張った甲斐があったな。見てくれた皆さんありがとうございます。まだ見てない方はぜひ、いろんなイキリンコが見れますのでぜひご視聴ください。ホラー要素はありませんのでご安心ください。視聴者も敬意を示さねば。ありがとうございます。私は置いといてこのアホマリサに敬意は示さなくていいですけどね。そうそう、私なんて敬意を示す必要のないアンポンタンですか。で何言わしてんだよ。こんな私たちですが皆さんこれからもよろしくお願いします。シャリタツ全種類も楽しみにしていますね。イキリンコの色4種類捕まえたんだからもちろんシャリタツの色違いも3種類捕まえてくれるんですよね。それは次のコメント行こっか。おいこら回答しろ。だってそうか、イキリンコ色コンプリートしたレイムでもシャリタツ全種類はもうやりたくないんだ。色旅実況初めてのレイムにはちょっと厳しいか。考えておきます。10万人おめでとうございます。ありがとうございます。色違い配布はあるんですか。前回とかめっちゃいっぱい捕まえたもんな。配布会やるかは未定です。この色違い縛り旅感想できてから考えます。完走できなかったらお前まさか失踪する気ないよな。失踪するなよ。頑張ります。厳選で一番かかったのは何ですか。イキリンコ、ポケモンで美味しそうなやついますか。イキリンコ、探しすぎて頭おかしくならないですか。イキリンコ、仕上がってんじゃねえか。証って何か意味があるのですか。証を持っているポケモンにつけるとポケモンバトルをした時に領事名がちょっと変わるんですよね。バトルの内容には一切関係ないんだよな。まあコレクション的な感じというかドヤ顔できるというか珍しいのでイメージとしては色違いと似ていますね。お前今落とし鳥にめっちゃ接近されてなかった。これ頭いかれてるよね。落とし鳥パーティーハットチャレンジ成功ですね。落とし鳥パーティーハットチャレンジ。誤算決定進化させないの。なんとなくいつも進化キャンセルしちゃってました。ストーリーもう少し進んだら進化させるかもです。マリサと霊夢の色違いがみたいな。こんな感じでいいでしょうか。虫が可愛い。虫さんが一番可愛い説。タガヤスさんが可愛いですな。なんでタガヤスが。しょうがない。タガヤスを含めた霊夢マリサどっちが可愛いのグランプリ開催してはっきりさせましょうか。やらねえし、タイトルが霊夢とマリサどっちがの時点でタガヤス絶望的じゃねえか。イラスト募集してますか。イラストはツイッターの方で毎秒募集しております。ハッシュタグタガヤスのアトリエをつけてツイートしていただけたら飛んでいきます。 YouTube の動画内で紹介させていただく可能性があります。ちょっと待って、なんだよあれ、色違いじゃない。嘘マジで。というわけで今回のコメント回答はこんな感じでした。たくさんのコメントありがとうございました。すべてのコメントに回答しきれず申し訳ございません。てかどこに落とし鳥の色違いがいるんだよ。ほらこれこれこれ、マジだー。落とし鳥877匹目。落とし鳥の色違いって白黒な感じなんだな。捕まえました。さてと、技構成が重要ですからね。証よりも技が重要なの。色旅としておかしいんだよな。爪研ぎ泥棒岩落とし吹き飛ばし、飛行技ないのが微妙だが泥棒あるし結構良さそう。レベル19って結構高いです。
ですからね。あれ待ってルール的にレベル19は使っていいんだっけ。ああ、悪組スター団が使う最高レベルは21だ。よかったセーフだ。それではオラチフ落とし取りで悪組のスター団と戦っていきましょう。おいスター団は3匹いないと挑めないんだぞ。そうでした。どうしよう。仕方ないので悪タイプの色違い X レップを連れていくことにします。1話で使った豆バッタ進化させたやつだな。レベルが21を超えているのでもちろんバトルでは使いません。さあさあそれではやっていきましょう。今回取れ高大丈夫？何のことよ。いや前回色違いで沼ってたわけだけど、今回はそんなに沼らずに来てるわけだし、ちょっとスムーズすぎるかなと。それはしょうがないでしょ。色違いなんて運なんだから、こういう沼りごたえがないこともあるって。沼りごたえって何？戦っていくのは悪団のボスピーニャね。AKA DJ 悪事だってよ。こちら耕すの子 AKA ケモン、好きな方で呼んで。じゃあケモンで。ピーニャの1匹目はコマタナ。こちらは色違いをラチフ。相手の手持ちは2匹。コマタナは改造車の上に乗って戦うらしい。コマタナなんて速攻で倒しちゃいますよ。ボコボコじゃねえか。コマタナすら倒せなかった。ちょっと落とし取りたちのレベルを21まで上げましょうか。19はちょっと低かったな。ちょっと待って、奥のメイクル何？色違いってこと？もっとレアなやつかも。使いバトルでもしてるのでしょうか。 SV にないだろそれ。落ちた。こっちが一番ハテナだわ。さあ改めましてやっていきましょう。下で舐めるもバークアウトも半減なのやばいな。タイプ1のバークアウトしてみましょうか。相手コマタナ連続斬り、抜群技持ってるの普通にやばいんだよな。まあまあオラチフでとっとと倒しちゃえば問題ないですから。コマタナは耐久高くないですし。これ本当に倒せるんですか？それに相手バークアウトで能力下がったから負けん気で攻撃上がってるし、次のターン連続斬りでオラチフ戦闘不能。どうすんだよ。いやーこれは困ったなー。あれマリサ調子悪い？お前は絶好調みたいだな。攻撃が上がったコマタナの攻撃を落とし取り耐えれず戦闘不能。負けん気発動させないようにリベンジしていきます。あれなんか思考回数カウンターがピーニャ仕様になってる。ピーニャにリベンジした回数を表示してます。ちゃっかりもうこんなにリベンジしてるの？マジでコマタナに倒されまくりました。いやでも色違いの思考回数と比べたら数字小さくて楽そうに見えるな。バトルは1回あたりのサイクルが長いんだよ。コマタナ連続斬り。こちらは下で舐めるで追加効果の麻痺を狙っていきたいと思います。よっしゃ、30% 引けたのか。次のターン相手の連続斬りでオラチフ戦闘不能。連続斬りは当たるたび威力倍になっていくのがやばいわね。2匹目落とし取り、飛行テラスタルして爪研ぎしましょうか。爪研ぎは攻撃と命中率が上がる技。飛行テラスタルで飛行タイプになれば相手の連続斬り半減で受けれますからね。相手の攻撃は、よっしゃったー。コマタナ痺れて動けず、どんどん爪研ぎしていきましょうか。次のターンコマタナメタルクロー。余裕で受けれますね。もう1回爪研ぎ、コマタナメタルクロー。泥棒して、メタルクロー耐えてオレンのみ発動。泥棒でコマタナ倒しましたー。よっしゃー、勝ったー。まだピーナラストのポケモンいるけどな。ラストはこの改造されたブロロローム。スターモービル威嚇されて攻撃下がった。スターモービルは HP がめちゃくちゃ多いけど大丈夫か。泥棒半減なので岩落としで攻めます。こっち攻撃2段階も上がってますからかなりのダメージが期待できる。相手専用技のダークアクセル。いやーこれやばくね。回復アイテム使うの禁止なんだろ。いや岩落としで大ダメージを与えれば本当に攻撃上がってる？もうこれ絶対勝てないよね。そんな、オラチフと落とし取りの色粘り頑張ったのに、やっとコマタナ倒したのに、技構成が良くなかったか。天然記念物ルールが良くなかったと思います。ふむ、特にオラチフの技構成、オラチフは捕まえた時のレベルかなり低かったからな。ということでオラチフの色技粘りをしていきたいと思います。色技粘りなんて聞いたことないけど、レベル制限超えない範囲でレベル高めのオラチフを探していきます。さっきのオラチフはレベル10の技構成でしたから、まあ確かにレベル20とかで捕まえればそこそこいい技覚えてそうだよな。てか落とし取りは技粘りしなくていいのか？爪研ぎと攻撃技あるから悪くないけど、いや落とし取りはすでに結構レベル高い状態で捕まえられたからな。19だったな。使えるのは21までだから、20か21で強い技覚えるなら技粘りする価値あるけど、どうなんだろうな。なるほど、落とし取りはレベル20で飛行技タイプ1のツイバムを覚えるらしい。マジですか。1レベル足りなかったんだな。タイプ1ツイバムは普通に強い。これは爪研ぎツイバム落とし取りを捕まえるしかない。落とし取りの技粘り開催も決定しました。はあ、色違い粘りの上は色明かし粘りだと思ってたけど色技粘りだったとは。あ、明かしについてもいろいろコメントいただきまして、捕まえた状態で持っている証の確率はこんな感じで分類されるようです。時々見る証が 2%、 気分に関する証が 1%、 天候条件を満たして入手できる天候証が 2%、 時間帯条件を満たして入手できる時間帯証が 2%、 そして一番確率が低い見たことない証が 0.1%。 色違いで見たことない証とかになると確率やばいでしょ。色違いの確率を4096分の1で計算したら4,960,000分の1だな。これ以外にも特殊な証は存在するようです。いやそれにしても色違いでないな。はあ、色違いってのはなそう簡単に見つかるもんじゃねえんだよ。格言来るかと思ったらめっちゃ当たり前のこと言うやんけ。来た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 、オラチフ色違い。おやっと来たか。レベルは17だ。お、悪くはないんじゃねえか。捕まえました。覚えてる技はどうなんでしょうか。下で舐めるバークアウト爪研ぎ噛みつく。お、タイプ1の物理技噛みつくがあるな。さっきのオラチフが覚えてた怖い顔がなくなってるわね。マッシュなんか証持ってるわ。マジか。見てみましょうか。見たことない証。見たことねー。どういうこと？これ確率やばいんじゃないの？まあ輝くパワーとか証のつきやすいスタツなパワーとかつけてたから4,096,000分の1よりは高い確率だろうけど、それではホゲータに確率を計算してもらいましょうか。おいホゲータに喋らせるやつやめろ。見るからにホゲータはそんな計算できる感じじゃないだろう。うわ私のホゲータに悪口言わないでよ。
いや確率の種が年になることあるの？さあそれではツイバム落とし取りの色粘りやっていきましょうか。対戦またいで同じ種類のポケモンを粘り直す。これが本企画の強みとなっております。ただいま落とし取りが出るエリアに向かっている途中です。待って、なんか踏んだ。犬の糞か？犬そのものだった。おい、なんでまた色裏地区出てくるんだよ。変なとこで運使ってんな。捕まえました。レベル21超えてるからこの裏地区は悪組戦で使えないな。証はありませんでした。さて落とし取り粘りやっていきましょうか。落とし取りのテラスタルは悪と思考どっちがいいんだ？悪タイプだと悪技半減できるのがいいけど、ツイバムの威力を上げたいから思考テラスタルかな。あ、ちなみに悪断線でテラスタルするのはオラチフではなく落とし取りです。落とし取りの方が能力値高いからな。ってことは色技粘りに加えて思考テラスタル粘りもしなきゃいけないってことかよ。野生で出てくる複合タイプのポケモンはどっちのテラスタルかランダムだからね。それとここに出てくる落とし取りは19レベルか20レベルのみ、テラスタルもレベルも均等に出現すると計算すると20レベ飛行テラスタルは4分の1か。痛い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 。落とし取りマジかよ。早いな。20レベでお願いします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 。19レベル。レベルガチャ失敗。一応捕まえます。当然ツイバムはなく証もありませんでした。テラスタルは悪タイプ。いや本当に天然記念物ルールってなんなんすかね。こっちのセリフだわ。いや私って色旅これが初めてで、普段はどちらかというと対戦がメインの企画が多いんですけど、メタモン縛りは対戦の企画というのだろうか。私は対戦もできるんだぞということをこの色旅でなんとか伝えたいんですよ。伝えてどうすんだ。まあ何が言いたいかというと、色違い落とし取りが出たということです。はや、いや話中途半端じゃない。お願い今度こそ20レベでお願いします。20レベでお願いします。20レベでよっしゃー。いや違う。何が見えてんだよ。リアクション逆だってな。なんで3匹連続で19レベなの。もうなんでもいいか。情緒不安定超えて情緒なくなっちゃった。ポケモンが入った後こっち向いてくれるモンスターボール可愛い。モンスターボール可愛いって何。ずっと私のこと見ててほしい。ボールが見る側になることある。捕まえました。もちろんツイバムはなく証もありませんでした。おい、さっきの話は何だったんだよ。色違いに対戦がどうとか。まあつまり天然記念物ルールは動画的にいいルールなのか悪いルールなのか視聴者さんに聞きたかったんですよ。というわけで皆さん、どっちでもいいかな。回答したくないのどちらかに回答お願いします。これじゃ何もわかんねえし、回答したくないに回答するとは。色違いったやばいやばい。レポート書こうと思ったら間違えてボックス開いちゃった。何してんだよ。終わった。落とし取りいなくなっちゃった。やばい、どこにいるの落とし取り。うわ、なんか当たっちゃった。おい、バカ何やってんだよ。早く逃げないと、早く逃げないと、早く逃げないと。よし、オッケー。早く色落とし取り見つけろ。さっき捕まえたばっかですぐ出てきたんだから逃したらもったいないぞ。捕まえたばっかじゃなくても逃したらもったいないでしょ。確かにそうだわ。痛い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 。おまだいなくなってなかったか。レベル20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 。やっとレベル20落とし取りきた。4匹目にしてやっときたな。よし、これでツイバム落とし取りが使えるぞ。色技粘り終了だー。いや、色技粘りって何？なんでこんなわけのわからないことしているの？ここまで来て我に変えるのやめてくれる？はい、それでは技構成確認します。ツイバムがあればいいんだよな。ツイバム、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 ツイバムだー。よっしゃー、この爪研ぎツイバムでスターモービルまで倒せそうです。いや、爪研ぎなくなってんじゃねえか。あー、野生のポケモンは下から押し出し式に技を覚えていく。上から忘れていくんだ。てか1個覚えたら1個忘れるのポケモンの基本だろうが、技のシステムぐらい覚えとけよ。技のシステム、よし、技のシステム覚えたって。そこの黄色いあなたは誰ですか？1個覚えて1個忘れてんじゃねえか。てか4つのうちの1つが私なの、いろいろおかしいだろ。証はありませんでした。ちゃんと飛行テラスタルでした。さあそれでは噛みつくを覚えたオラチフと爪研ぎなしツイバム落とし取りでやってみましょうか。お、ちゃんと人を知らないオラチフって表示されてるな。こちらオラチフの威嚇発動。相手の攻撃を下げていきます。このオラチフの特性威嚇なのか。いやだから小股生元気なのになんで威嚇してんだよ。しまった。ということで初手は落とし取りで行くことにします。持ち物は毎ターン回復する食べ残しを持たせました。飛行テラスタルツイバム行きます。爪研ぎで攻撃上げられないけど戦っていけるだろうか。まあまあギリ3回で倒せそう。いて、そいや、ぐはってや。よし、なんとか小股な倒しました。2匹目ブロロローム。特性威嚇で攻撃下げられてしまったが、ここでオラチフに交代しましょうか。こちらも威嚇でブロロロームの攻撃下げていきます。相手は金属音でオラチフの特防ダウン。まず下で舐めるでブロロロームの麻痺を狙います。麻痺ってから噛みつくとかすんのか。オラチフに持たせていた先生の爪で先に行動できました。下で舐めていきます。相手麻痺ならず。ぬぬぬ、麻痺にしないと後ろの落とし取りで倒しきれない。頼む、麻痺になってくれ。ダメだー。まあここから落とし取りだけでどこまでやれるかやってみようぜ。相手金属音、耐久下げられるとなると長期戦はきついな。さてこっちのダメージどのくらい入るか。マジで飛行テラスタルツイバム探すの大変だったんだからな。お、まあまあダメージ入ってるな。しかしその後バークアウト連打で落とし取りはやられてしまった。ぐぬ、半分ぐらいまでは削れたけど、やっぱりオラチフの下で舐めるで麻痺にさせるしかない。ということで下で舐める麻痺になるまでリセット。うらー、全然麻痺にならねえじゃねえか。ちょっと待てよ。あー、改造されたブロロローム。スターモービルは状態異常にならないみたいだ。先に言ってよ。スター弾のブロロローム強すぎるでしょ。もうこうなったらオラチフのバークアウト連打でブロロロームの特攻下げてなんとかするしかない。ということでバークアウト連打。バークアウトは確定で特攻下げられるからな。よし、相手の特攻4段階下がりました。もうこれで勝つしかない。ここで勝たないとまさかのこの色違い縛り旅さん技がバッドエンド最終回になってしまう。頼む、耐えてくれ。相手は攻撃も特攻も下がってるからそんなに火力はないはず。よし、半分まで削った。こちらの HP はまだ半分以上ある。頑張ってくれ落とし取り。よし、次の攻撃耐えればいけそう。ようやくここまで来たな。次耐えればツイバムで倒しきれそうな HP だ。頼む、耐えてくれ落とし取り。よっしゃー、返しのツイバムでとどめだ。倒したー。
これでアッパートクリア。合計5個目のバッジね。ということで色違い縛り旅続行となります。次は炎タイプのスターダンを倒すから炎タイプの色違い捕まえるんだよな。炎タイプの色違いが出やすくなるサンドイッチを作っていきましょう。今回作る炎タイプ色違い用のサンドイッチレシピはこんな感じになります。赤パプリカスライスとかを使っていくんだな。てか今回はスモークがなくて見やすい。上に乗せるパンは捨てていきましょう。ちょっとこれ何？どういうこと？むむ、一瞬の隙をついて上のパンが攻撃してきましたね。上のパンのせいなの？通信プレイ中は特にパンが攻撃的になるという調査結果が出ています。ちょっと待って、そのピック何？これは勇者の剣ピックです。マジで普通にあるやつなんだ。いやこれどうなってんだマジで。勇者の剣がさらに突き刺さってるし。これは選ばれし者しか抜くことができないマスターソード。抜けねえならさらごとしてしまえ。さらごとしてるなんて無念。無念の剣って感じです。さあそれでは炎タイプのパルデア新ポケモンであるグレンアルマとソーブレイズを捕まえたいと思います。といっても進化前は共通でカルボーなので、カルボー2匹を捕まえてそれぞれに進化させたいと思います。グレンアルマとソーブレイズは SV バージョン限定の進化だよな。グレンアルマに進化させる場合はスカーレット、ソーブレイズに進化させる場合はバイオレット。このデータはスカーレットなのでバイオレットと通信して両方揃えます。さてカルボーの色粘りですが、眺めてるだけで粘れる場所があるらしいのでやってみます。場所は西一番エリア、ここら辺の崖っぽいところのここら辺です。カルボーの大量発生ではなく炎遭遇パワーレベル3を発動させるだけでいいみたいです。準備はこんな感じ。ここからの手順としてはですね、まずピクニックを開く、そしてすぐにピクニックを終了、そしてカルボーが奥の方で湧いてくるのを確認。ここで色違いが出てくるか判断します。色違いが出ず新しいカルボーも出現しなくなったら再度ピクニックを開くところから繰り返しって感じです。近づいたりすると湧かなくなったりするので、このぐらい距離があった方がいいです。カメラを起動した方が確認しやすいんだよな。カメラって色々フィルターかけられるし、時間帯によってもかなり見やすさ変わってくるのよね。カルボーの色違いは通常色とほとんど変わらないらしいから集中して見ないといけないし、個人的に魚眼レンズが見やすいかな。あ、間違えてインカメにしちゃった。記念撮影の時に自撮りするボケかよ。いや本当に間違えちゃったんだって。いやそれにしてもこの方法で本当に色違い出たらめっちゃ楽だよな。ほとんど操作不要で半自動みたいな感じだもんね。待って、なんかあのカルボー目青くない？色違いだー。すごいマジで半自動で色違い出た。この方法めっちゃすごいな。他にもこういう方法で粘れるポケモンいるのかな？もし知ってる方いたらコメントお待ちしております。いやでもこれなんか粘ってる感なくね。実況してる感じもないし、この方法でやっていいのか。その色違いだー。勢いでごまかした。捕まえました。技構成。火の粉驚かすクリアスモップ炎ノーズ。どうだろう。定数ダメージがある炎ノーズ強いんじゃないか。確かに。証はありませんでした。さあ同じ感じでもう一匹粘る感じですね。グレンアルマソーブレイズがいるからな。てか断線は手持ち3匹いないと入れないけど残り1匹どうするんだ。ああ、草タイプパートで捕まえた覚醒時の進化系。スコビランでも連れて行きましょうか。まあひとまず対戦には不参加で行きますけど。あ、間違えてまたインカメになっちゃった。いやもう2回目はいいって。いやなんで髪型とか変えてんだよ。マリサに似せてみました。お前が実況してんだから霊夢に似せろよ。わかった、じゃあヘルメットかぶっておきます。なんでヘルメットで解決すんだよ。この色粘り中何から頭を守るん？ウミディブだー。何このヘルメット。白を基調としたデザインにワンポイントで赤の差し色があるのいいよね。もしかしてこれをデザイン視点で評価してる？これなんてヘルメットなの？ジェットヘルメットアナゴです。ジェットヘルメットアナゴ、なんかずっと見てると吸い込まれるような感じがするんですよね。やめてやめて、怖いじゃないんだよ。早くピクニックリセットをしろ。なんかグレンアルマとソーブレイズってあの作品に出てきたキャラに似てるよね。あの作品、あの王なんだっけな。ロックマン。そうだサンムーンだ。サンムーンに出てきたキャラに似てるよね。いやサンムーンにそんなやついなかっただろ。サンムーンのパッケージとか懐かしいな。ロックマンの方のサンムーンだった。いや誰に伝わるんだよこれ。色違いったー。マジでー。いやこの方法ほんといいわ。大量発生じゃないから確率はそこまで高くないけど楽だよな。捕まえました。さっきのカルボーよりちょっとレベル高いわね。技構成も違うのか。驚かすクリアスモップ炎ノーズオニビ。オニビがあるけど相手炎タイプだろうし見ないな。証はありませんでした。ということでカルボー進化させていきましょう。グレンアルマはドーミラーのかけら10個と交換できる祝いの鎧。ソーブレイズはヤバチャのかけら10個と交換できる呪いの鎧を使って進化できる。よしどちらも進化完了しました。さあそれではグレンアルマソーブレイズを連れてスターダン炎組のメロコを倒していきましょう。また改造ブロロロームのスターモービルを倒さなきゃいけないのか。悪組みたいに苦戦しないといいけど、相手の初手はコータス。こちらは色違いグレンアルマ。進化しても通常色との違いは目元ぐらいだな。てかお前髪型戻したんだな。なんかあれダサかったから。もしかして今普通に悪口言われてる？さて左で炎技の威力も上がってますし、低数ダメージある炎ノーズ打ちましょうか。テラスタルもしちゃいます。ということで炎ノーズ半減なのに割と入ったな。そして相手はカエンブルマ。フックフック。グレンアルマはもらい火だから炎技が効かないのだよ。なんだ楽勝じゃん。次の炎ノーズでコータス倒しました。2匹目はやはりスターモービルだ。このスターモービルは炎タンタイプ。まずは炎ノーズでいきましょうか。相手は嫌な音で防御を下げてきた。そしてこちら炎ノーズ左もらい火状態だから結構ダメージ入る。それに炎ノーズの定数ダメージもありますからね。あれ、ターン終了時に発生する定数ダメージなかったんだけど。スターモービルは炎ノーズによる状態変化も無効化するらしいぞ。普通にするじゃん。
ん、そんなの。まあでもなんかいけそうなので炎の渦連打します。いやちょっと待って、このままだとグレンアルマだけで普通に勝てちゃいそうだわ。ソウブレイズちゃんにも活躍させてあげられるように交換します。グレンアルマは炎エスパータイプでソウブレイズが炎ゴーストタイプ。さっきスターモービルスピードスター使ってきたけどソウブレイズには無効だな。タイプ1ゴースト技の驚かすでいきましょうか。アイゼイアナオト。ソウブレイズ驚かす。全然ダメージ入ってないけど。まあまあ残りの HP はわずかですから。相手専用炎技のバーンアクセル。よし、ソウブレイズももらい火なので無効ですね。なんか相手嫌な音ばっかしてくるけどソウブレイズに有効だないのか。驚かしまくってたら相手倒れました。あっさりすぎるだろ炎組。シンプルにグレンアルマソウブレイズが強かったです。やったー、これで炎パート終了しました。6個目のバッジゲットだな。シンパルであの進化系オラチフ進化のマキテフの姿を見ておきましょうか。最後に今回捕まえた色違いのカウンターはこんな感じになりました。というわけでここまでのご視聴ありがとうございました。次回も引き続き色違い縛り旅やっていくので次の動画も見逃さないようにチャンネル登録お願いします。なんと、次回4話の色粘りについて予告できることがありません。ネタバレのため予告できないとかではなくレイムの色粘りが全然進まないのだ。仕方ないサンドイッチ作りだけでも見てってくれ。おっと裏返ることなんてあるの？次回、サンドイッチメンコ大会開催。SV あるある、色違いでもないのになぜかレッツゴーできない時がある。なんか調子悪い時あるよな。ということで、ポケットモンスタースカーレットバイオレット、色違い縛りの旅やっていきまーす。今回は電気タイプと鋼タイプのパルデア新ポケモンを捕まえていくんだよな。そうそう、まずは電気タイプのパルデア新ポケモンのパモ、ズピカを捕まえていくわ。さてそれでは電気タイプの色違いが出やすくなる輝きパワーサンドイッチを作っていきましょうか。輝きパワーを使うと色違いが出やすくなるんだよな。今回作る電気タイプ色違い用のサンドイッチレシピはこんな感じになります。これはあくまでも一例で他にも電気色違いレシピは存在するようです。サンドイッチ作り中時々こんな感じで煙が止まらないことあるけど何が原因なの？花火の煙だと思うけど、どこに花火があるんだよ。これこれこれ、お祝い花火ピック。花火のピックなんてあるの？最後に火をつけて完成ですね。こんなのお祝いどころじゃないって。やばい、思ったより燃えてる。火事みたいになってる、火事みたいになってる。救急車呼んで。いや消防車だろ。まずいまずい、早く電話かけないと。まさかのダイヤル式。いやダイヤル型押しボタン式固定電話444444と。なんでドモホルンリンクルにかけてんだよ。待って、なんで斉藤さんが起動してるの？ブンブンハロー YouTube。 奇跡的にヒカキンさんと繋がった。いやふざけんのも大概にしろよ。てか火つける前から煙ってた理由を説明しろ。さあそれではパモから色粘りしていきましょうか。あ、はい。ポケモンの歴代作品では毎作電気ネズミが追加されている。 SV の電気ネズミ枠はこのパモというポケモン。パモはパモットを経てパーモットへと進化する。なんかどことなくジャイアンの服に似てるよね。お前ジャイアン好きすぎるだろ。前回もオラチフがジャイアンだのなんだの言ってたし。ちょっと待ってちょっと待って、なんだよ急に。疑似スカイダイビング成功した。真面目に色粘りをしろよ。何これハマったんだけど。あれなんか目の前真っ暗になった。強制的にコライドンから降ろされたのか。もう一度飛び込んでいきましょう。おーやった、また成功した。成功ってなんだよ。いや色粘りも対戦もしてないこの時間。何、疑似スカイダイビング体験をしたい方は南一番エリアへお越しください。毎度のことすみません、後で叱っておきますので。さて疑似スカイダイビング粘りが終わったところでコメント回答していきたいと思います。たくさんのコメントいつもありがとうございます。1話も2話も続けて3話も急上昇乗ってるじゃん。このシリーズ毎回必ず急上昇入ってるのすごい。急上昇おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。この色違い企画が3話連続で急上昇に乗りました。いやーこの勢いで私のギャグ戦とかも急上昇すればいいんですけどね。いやお前は十分面白いって。ま、マリサ顔がハッタ押すぞ。霊夢が可愛い。ありがとうございます。気がする。気がするってなんだよ、可愛いだろ。急上昇また乗ってる、おめでとうございます。ありがとうございます。そういえば金庫イキングって、あー、金庫イキング一匹縛りの企画、実はとあるスター団戦で積みかけてるんですよね。いつか続き投稿したいと思ってます。一家ネズミ3匹家族の色違い楽しみにしてます。3匹一家ネズミの色違い期待。三つ星のココッチと3匹家族一家ネズミは粘るんですか。いやーめっちゃヤバいですよねこれ。一家ネズミは通常4匹家族のココッチは通常2節フォルムなんだが、約 1% の確率で3匹家族三つ星フォルムが存在する。これの色違いとなると確率はめちゃくちゃ低い。いやー駅リンコ全色色違い達成した私からすると、一つの回でどっちか挑戦してみるのはいいんですよ。でも考えてみてください、この2つのポケモンのタイプを。どちらもノーマルタイプだな。そう、つまりノーマルタイプ界で3匹一家ネズミ三つ星のココッチ両方を粘らないといけないことになってしまうんです。ちょっとそれはさすがにね。ノーマルタイプ界が地獄になってしまうので、かといってどっちかだけ粘るのも違うと思いますし、いやー2匹のタイプが違ったら挑戦してたと思うんですけどね。それでは皆さんノーマル界にご期待ください。こんな言い方したらやるみたいになっちゃうから。タガヤス万歳、タガヤス万歳、タガヤス万歳、タガヤス万歳。ありがとうございます。タガヤス万歳、タガヤス万歳、タガヤス万歳。なんか既視感あるな。タガヤス万歳。いやコロンビアじゃねえか。はい続いてのコメント。上のパンヨです。パンヨって誰よ。いやパンダイだろ。ホッシャンさんのガスヨ連れてくんな。あ、パンダイの方ね。ありがとうございます。上のパンヨ買ったね。なんで照れてんだよ。照り焼きになってますね。ピーナーナッツが好き。これは何か元ネタとかあるんですかね。全然知らないんですけど。知ってた。どこからそんな根気が出るんですか。あー根気とかじゃないんですよ。言うとすれば一つの物事を途中で投げ出さずにし続けうる勢力ですかね。いや根気そのものじゃねえか。色違い一体ずつに名前つけてください。あーいいですね。ニックネームって愛情深まる感じしますからね。いやこれ色粘りした回数じゃねえか。数字じゃ愛情湧かねえだろ。ポケモン SV 指を振る縛り。はい、ということで始まりました。ポケモン SV 指を振る縛り。なんか始まった。相手の初手はベロバーですね。
ね。こちら指を振るポケモンとしてベトベターを用意しました。色違い縛り旅でもなんでもない、これは何なんだ。指を振るはほぼ全ての技からランダムに一つ繰り出すという技。さあこちら指を振る選択していきます。相手が先に動いて指を振る。なんでこのトレーナーまで指振ってきてんだよ。さて一体どんな技が繰り広げられていくの。なんで初手から大爆発引いてんだよ。こちらが指を振るを打つ前にバトルが終了してしまいました。はい、ということで今回はこんな感じでコメント回答させていただきました。どういうことだったんだよ。皆さんありがとうございました。回答できなかった方ごめんなさい。またやろうと思いますのでコメントお待ちしております。いやーパモ思ったより出ないな、色違い。ちょっと待って、なんかこの裏にパモらしきパモが。色違いだー。やった、なんか赤ピンクっぽい色してる。よく考えたらすでにナオハ外出てるのに一回ボール入り直して戦うシステムなんなんだ。どうでもいいでしょ。いやー、きつかった。ちゃっかり沼ってたんですよね。パモカウント3000超えてたもんな。捕まえました。さあ技構成見ていきましょう。技変更禁止縛りもあるからな。パモのレベル6なのがちょっと不安ですが、はい。近く鳴き声電気ショック電光石火。強くはないけど電気技あってよかったな。そうね、証はありませんでした。はい、続いてズピカ粘っていきましょう。ズピカの色粘りはですね、カルボーのように半自動で色粘りできる場所があるみたいなんですが、見分けがつきにくいので大量発生で倒しまくる作戦でいきます。サイズも小さいからズピカの色粘り大変だよな。サンドウィッチ作りでデカデカパワー発動させて大きいズピカばっかり出るようにしました。多分通常よりは色粘りしやすいはず。おいおいおい、グワッス滑り落ちてるけど、おい通知切っとけよ。ズピカは川沿いに出現するからちょっとやりづらいんですよね。まあコライドン波乗りできるようになったからマシだろ。レッツゴーお任せバトルでズピカを片っ端から倒していきます。たまに色違いでもないのにお任せバトルできない時ありませんか。あるかも。こっちの HP が低いわけでもないのになぜかできないんだよな。私の操作がいけないんですかね。イライラして普通に倒すまでがセットだよな。私はポケモンでイライラしたことないですけどね。私は。おいずるいぞお前だけ。ははって何？やっぱりイライラしてる？ちげえよこいつ、色違いじゃねえか。嘘ー。いやわかりづら、下の模様が赤っぽくなってるんだな。それはそれとしてめっちゃ早い段階で見つかってよかった。結構レベル高いな。捕まえました。技構成は、はい。泥かけ電気ショック水鉄砲充電。どうだろう。泥かけあるから相手の命中下げまくれるな。それだ、証はありませんでした。ということで電気タイプのシンパルデアポケモンが集まりました。ズピカを雷の石でハラバリーに進化させます。進化しても通常色と見た目ほぼ一緒なんだろうな。いや違いすぎだろ。スコビランとジヘッドぐらい違うわ。はい、ハラバリーの目はここじゃなくてこれらしいけど、黄色で同化してさらにわかりづらくなった。さてパモモパーモットまで進化させていきます。今レベル上げしてるところだな。そして皆さん、明けましておめでとうございます。こちらはつい先ほど2023年を迎えました。こちらと皆さんの動画視聴とではラグがありますけれども、霊夢の年越しは色違いパモのレベル上げでした。皆さんは年越しの瞬間をどのように過ごしましたか？本年も霊夢とマリサ、そして耕すのポケモンをよろしくお願いします。はこんな時に突っ込んできやがっ。なんでー。近くからなんか突っ込んできたと思ったら元トカゲの色違いだったんだけど、輝くパワーつけてないのに突っ込んできたポケモンが色違いって強運すぎるだろ。新年一発目。いやーこれは非常にめでたいですね。2023年は私霊夢にとって大躍進の年と言って間違いないでしょう。証はありませんでしたけど、さすがにね。色違い元トカゲはドラゴン界で使うとしてパモを進化させていきます。その後連れ歩き戦歩してパーモットまで進化させました。さあそれでは電気ジムガール発行していに来ましたよ。比べる校長を探すジムテストに合格したらなんじゃもと戦えるらしい。待って、比べる校長が走る姿初めて見たかも。受ける、人が走る姿突っ込んでやんなよ。逃走中のヒロユキかと思った。ヒロユキこのジムテスト参加してないだろ。ジムテスト進めていったらジムトレーナーと戦うことになりました。待ってごめん、ヒロユキ参加してたわ。はい、なんやかんやしてなんじゃも戦まで来ました。それでは戦っていきましょう。なんじゃもの手持ちは4匹で初手は回転だな。こちらは色違いパーモット。物理技の威力が 1.1 倍になる力の鉢巻きを持たせました。回転は電気技等倍で入るので電気ショックでいきましょうか。ということで電気ショック連打倒しました。はや、相手2匹目腹張り、電光石火と電気ショックしましたが全然ダメージ入りませんでした。お、相手スパークしてきたぞ。よし。パーモット蓄電なので回復。電光石火でハラバリーの HP 削っていきます。押し負けてパーモット戦闘不能。両色違いのハラバリー対面させましょうか。持ち物は毎ターン回復する食べ残しを持たせました。そして作戦としては、泥かけをして相手の命中率を下げ、充電によって特防を上げまくり、耐久上がりきってから攻めに転じていきたいと思います。ということで結構、充電しまくります。充電完了、特防が最大になりました。これで特殊は怖くないな。ハラバリー電気テラスタル、電気ショックでハラバリー突破しました。相手3つ決める口を、泥かけ連打で倒しました。ラストムーマージ。ムーマージ電気テラスタルするも特殊技ばっか使ってきたので余裕で受けて電気ショックで倒しました。なんでこんな画面暗いんですか。ポリゴンショック並みに眩しかったから明るさ抑えときました。お前もそんな配慮できるんだ。よしこれで電気ジム勝利ですね。7個目のバッジゲットだな。さあそれでは鋼主戦に挑むため、鋼タイプのシンパルデアポケモンを捕まえていきましょう。てなわけで鋼タイプの色違いが出やすくなるサンドウィッチ作っていきます。鋼のレシピと効果はこんな感じ。ハンバーグを使うんだな。ちょっと待って、パンにハンバーグ乗せようとしたらハンバーグにパンが乗ったんだけど。何を言っているの。指離したらどうなる。これまだハンバーグ掴んだ状態なんだ。指離してみましょうか。え？
なんかパン弾かれたんだけど、パンの裏側も一瞬見えてたな。ってことはワンチャンパンひっくり返したりできるんじゃない？メンコみたいにしてさ。できるかもしんないけどどうでもいいんですわ。というわけで始まりました。第1回サンドイッチメンコ大会。おいこら食材で遊ぶな。ルールは簡単。最初にハンバーグでパンをひっくり返した人の勝ちです。誰と競ってんだよ。素早く、力強く、それでいてリズミカルに弾くのがコツです。リズムなんてないだろ。てかお前まだ成功したことないくせに。何このカウンター。メンコの飛行回数です。世界一いらないカウンター。いやーなかなか裏返りませんね。これも裏返らないんじゃないか。パンが二人用のサイズなので重いのかもしれません。あ、パンって通信してる人数で大きさ変わるからな。ぐぬぬ、打ちつけるのがハンバーグじゃなくてマリサだったらうまくいきそうなのに。和風版エンドウ守る出てきてますけど。いやこのネタシリーズ3回目だぞ。こうなったら怒涛のメンコ連打するしかない。それでは行きます。ダメでした。こんな茶番をさせてしまい本当に申し訳ございません。その後、霊夢は来る日も来る日もハンバーグをパンに打ち付けた。おい壮大な感じにすんな。そしてついに、その時が来たのである。ハンバーグ。パンの裏返しに成功したようです。や、やっと成功した。サンドイッチ作り的には失敗だと思いますけど。うわ、この上からさらにハンバーグ置いたらどうなるんだろうな。増えた。バイバイン。それっぽい感じで盛り付けておきましょう。どんどん消えてるけど。パンは適当に乗せて、ピックを刺して完成。これは何なんだ。いやー、これはまさしくアートですね。トリックの方だけどな。なんかパンが水に浮いてる感じになってますが気にせずいただきましょう。お待たせしました。ようやくサンドイッチ作りが終了しました。いや、ちゃんと効果発動成功してるんかい。さあ、それではブロロンの色粘りしていきましょうか。ブロロンは鋼毒タイプのポケモンで、スターダンが使うブロロロームの進化前、ブロロンはフィールド上での動きが速く、レッツゴーでポケモンを倒す速さがめちゃくちゃ速いらしい。色粘りするときとかよくブロロンでやる人が多いみたいだけど、私は最初に粘った色御三家で進めていきたいからお世話になることはなさそうね。ちなみに鋼パートでは切り刻みの進化系であるドドゲザンも色粘りしていきますが、入手できるレベルが高すぎるための視線では使いません。堂々色違いじゃねえか。なんで知るか。めっちゃ普通にいたからなんかテンション上がらなかったんだけど、堂々に謝れ。捕まえました。証はありませんでした。いやーなんか堂々ってさ、薬局とかの前にいても違和感ないよね。薬局？あ、確かに違和感ないかも。いや某薬局のキャラクターに似てるからだろ。なんて名前か知らないけど。あ、これこれ。色もなんか似てるね。あー、お前のせいで堂々見たらあの像思い出す頭になっちゃった。まあでも色違いだとあのキャラクター感は薄れるね。オレンジから黄色っぽくなるからな。でまた堂々色違い出てるじゃねえか。に、2匹目はさすがにいいって。私は今ブロロン探してるんだから、鋼の視線で使うわけでもないもんな。証はありませんでした。いやブロロンの色違いいないな。見落としてるのかもな。夕方とかマジでわかりにくいってコメント来てたし。待ってなんか岩からハテナマーク出てたんだけど。なんだこれ。岩も疑問持つことあるんだ。岩が疑問持つって何？なんで岩技の命中率は低いのとか？投げるからじゃね。ちょっと行ってみましょうか。なんか驚いてますけど。岩に埋まってた像々が出てきたっぽい。岩タイプですらなかった。今まで私の色違いも埋まっててスルーしちゃったりしたことあったのかな。ありそうだな。いたいや色わかりづらいな。結構沼ったかも。色粘りにおける沼って主張できるのはどのくらいからなんだろうな。うわ待って結構レベル高いんだけど。27？ 鋼の視線で使っていいレベルっていくつまでだっけ。28だ。危な、捕まえました。技構成確認しましょうか。ヘドロ攻撃じゃ色ボールズツキーやなおと。もしかして鋼相手には絶望的。いやなおとで防御下げまくればなんとかなるだろ。証はー、証あります。お、なんか久しぶりだな。元気な証ですね。元気いっぱいのブロロンって排気量エブそう。さあそれではミミズズの色粘り始めていきましょうかと思ったんですけど、ミミズズが全然いません。待ってマジでいないんだけど。一匹も見つからないなんてことある？ミミズズ色粘りならぬ、ミミズズ通常色粘りが始まっています。マジでいませんでした。ちょっと待てよ。あ、野生のミミズズは主ミミズズ戦を終わらせないと出てこないらしい。なんでー、嘘でしょ。竹神とか主戦前から捕まえられたのになんでミミズズだけ。はあ、こうなったらブロロンだけで主ミミズズ戦挑むしかないか。天然記念物一匹縛りはさすがに。とりあえず鋼テラスタルしてイヤな音で相手の防御下げますか。先に主ミミズズが動いてアヤンテール。いやこのダメージヤバくね。嫌な音で防御下げました。ジャイロボールでいきます。アヤンテールをギリギリ耐えて投げろ。ジャイロボール。これどう頑張っても勝てねえだろ。どうしたらいいんだ。てかさ、これ最初言ってた進め方と違くない？核タイプに挑む前にそのタイプの新パルデアポケモンを捕まえるんだよな。複合タイプは例外として、鋼主戦前に鋼タイプの新ポケモンであるミミズズを捕まえないのは違うんじゃないか。確かに。でもどうすればいいのよ。野生でミミズズ出てこないのよ。そりゃ他のデータからミミズズ連れてきて深粘りしていくしかないだろ。深？ということで色ミミズズ深粘り開始。すみませんでした。確かにミミズズを先に捕まえてから挑むのが正しい進め方ですよね。どうしてくれるんですか。いやしっかり色ミミズズを深粘りで出した上で主戦に挑みたいと思います。いつ引退するんですか。引退？メンコはもう引退しましたよ。世間は許してくれやせんよ。すいやせん。こらホゲータもこう言ってることですし、ホゲータに頼りすぎだろお前。てか謝罪会見開くほどのことはしてないでしょ。今からミミズズ深粘りするんだし。深粘りは御三家以来だな。そういや負荷を早めるための特性持ったポケモン持ってるのか。ボックス見ましたが持っていませんでした。おう、じゃあそっから捕まえるしかないな。色違い？どのポケモンを深粘り要因にするんだ。まあ企画の本筋とは関係ないから旧ポケでもいいと思うけど。やらなきゃダメ？そりゃ色違い縛りの旅だからな。
炎の体要因の色粘りをするというおまけコーナーが始まってしまいました。トロッポンの大量発生が出ていたのでトロッポンの色粘りしていきます。トロッポンの通常特性は炎の体と蒸気機関の2つあるが、蒸気機関も炎の体と同じように手持ちにいると卵が帰りやすくなる効果がある。寝てるトロッポン可愛い、あったかそう。寝てなくてもあったかいだろこいつは。寝てるポケモンにはレッツゴーできないのでしょうか。クワッスが拒否しています。いやこれ色違いじゃねえか。ま、マジ色違いったー。はい。待ってめっちゃ早いんだけど、捕まえました。証はありませんでした。ということでミミズズと国際メタモンを他のデータから連れてきました。手持ちにミミズズとメタモンを入れてピクニックで卵を入手していきます。放置するだけでバスケットの中に卵が溜まっていくんだよな。つかめばりのやり方は色違い縛り旅ゼロワの御三家と同じやり方なので、詳しく知りたい方はそちらの動画をご視聴ください。今回は光るお守りなしだけどな。さて、卵が集まったのでトロッポンを手持ちに入れてつかめばりしていきましょう。ひたすらコライドンで走り回って孵化させていきます。どこ走ってんだこれ。つかめばり中に小刀の色違いいたら嬉しいなぁと思って小刀の生息地走っています。2頭追うものは1頭思えず、まあ今年ウサギ年なんでいけると思います。後ろのブロロンなんなんだ。出ないなぁ色違い。さあ濃い色ミミズズ、ま、出ないんですけどね。なんか野生粘りより深粘りの方が期待しちゃうわ。一匹一匹誕生する専用の画面になるからな。ちなみに光るお守りなし国際孵化での色違い確率は683分の1です。何この増動。フィールドで孵化すると野生ポケモン寄ってくるのよね。今度はコダックがめっちゃ遠くから寄ってきてるぞ。卵が気になってるみたいですね。いや普通にコライドンと戦いたくて走ってきてるかも。出ないわね。コダック真後ろまで来た。お、ミミズズの誕生を一緒に喜んでくれてるみたい。かわいいな。今度はブロロンだ。え、なんか貫通してきたんだけど。小回りっくなこのエンジン。コライドンの隙間でドライビングテクニックを学んでいるようです。出ませんでした。やっぱみんな卵に興味津々なんだな。めっちゃ寄ってくる。色違いは出ないと、ハリテヤマが思ってたんと違うみたいな顔になってる。やっぱり走りづらいのでテーブル式中央に来ました。結局かい。出ませんでした。ほい、てい、そいや、よいしょ、わっしょい、てやんでい。見てくださいよこれ。話数ごとにボックス分けて預けてるんですが、5話から9話用のボックスが全てミミズズで埋まってしまいました。5話から9話まではミミズズ縛りの旅をやっていくってことか。誰が見てくれるのよそれ。出ねえじゃねえかよ。おいなんか今の出る感じだっただろ。お願いします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 お願い。は？なんか違う色のミミズズ生まれたんきた。やっと来た。水色なんだな。記録は731匹目。まあ沼というほどではないな。技構成確認します。技は、体当たり巻きつく硬くなる。やばい1レベだからめっちゃ弱い。いや、定数ダメージ入る巻きつくがあるから大丈夫だ。大丈夫なの？塚だから証はなしだな。さて、虫ミミズズに勝てるかは一旦置いといてドドゲザンの色違い粘っていきましょうか。ドドゲザンは SV から登場したキリキザンの新進化ポケモン。野生で出てこないから進化前の小刀の色粘りしてから進化させるんだよな。小刀キリキザンも眺めるだけの半自動粘りがあるみたいなのですが、現時点だと多分いけないっぽい場所なので普通に大量発生でやっていきます。ドドゲザンって名前にドゲザが入ってるの斬新だよな。ドゲザンっていう専用技も登場したのよね。あ、ドゲザしながら切りつけるやつな。ドゲザ技なら剣盾でもドゲザ突きが追加されてたのに、シリーズ連続でドゲザ技投入とは。次回作でもまた新ドゲザ技出たりして。ということはマリサさん、なんだ。ドゲザ突き、ドゲザン、次のドゲザ技を教えてください。おい急に大喜利始めんな。ではお考えください。おいマジで始まる感じになってんじゃねえか。しかも一人ってなんだよ。5人とかだろ普通。サドンデスでも2人はいるのに。さてマリサさんにランプがつきました。てめえが勝手につけたんだろが。ドゲザ突き、ドゲザン、次のドゲザ技を教えてください。ゴッドドゲザ。ほら、あのゴッドハンドみたいな。いやーこれは面白くないですね。火の玉ストレート、なんでこっちの声聞こえてんだよ。さあ再びお考えください。もしかして一本取るまで終わらない感じ。こういうのは数打ち当たる。マリサさんがボタンを押した。ドゲザ付き、ドゲザン、次のドゲザ技を教えてください。その何回も謝れるように PP がめっちゃ多くなってる。技名を工夫して欲しかったな。いいから早く点数つけてくれ。さあそれでは次の回答をお願いします。採点しないとかあるの？0点とかでもなく。土下座付き、土下山、次の土下座技を教えてください。さあ土下座。おいモニターに違う画面映ってるぞ。面白くないからって私を映さないのはひどい。色違いたということでね。どういうことだったか説明しろ。色違い小刀が出たので捕まえるだけです。急に大喜利やらされる身にもなれ。好評だったらね、またやっていきたいと思っていますので。ふざけんな。捕まえました。バトルでドドゲザンは使わないので技はどうでもよくて、証はありませんでした。その後、小刀のレベルを50に上げてキリキザン、頭の印を持ったキリキザンを倒してドドゲザンに進化させました。キリキザン出る場所がまだいけないところだったので別データに交換してから進化させました。ドドゲザンって座ったままホバーで移動するんだ。どういう原理で移動してんだこれ。ドドゲザンも自分の移動に驚いてる。自分の移動に驚くって何？さあというわ
けで盗み水図戦リベンジマッチやっていきます。ブロロンには鋼タイプの技の威力が上がるメタルコートを持たせました。嫌な落としてからブロロンでテラスタル。ミミズズはテラスタルしても意味ないからな。ジェイロボール連打で攻めていきます。アイアンテールでブロロン戦闘不能。いけ、色違いミミズズ。いや、本当に深粘りは大変だったんだからな。とりあえず巻きつくで定数ダメージ稼いでいきましょうか。相手のミミズズはアイアンテールをしてきたが外れた。こちらミミズズ巻きついていきます。ダメージも見すぎんだろ。前威力は15ですから、ターン終了時に定数ダメージ、最大 HP の8分の1だな。あとは硬くなる連打して耐久上げて定数ダメージで倒していきます。このミミズズは食べ残しを持たせているので余裕で受けれます。よし、これで主ミミズズ1戦目倒しました。倒しちゃったの？倒したわよ。主戦1戦目って HP 削りきれないんじゃないの？あー、どんな攻撃でも HP ギリギリで耐えて逃げるんじゃなかった？じゃあなんで倒せちゃったの？いや、見た感じピンピンしてるけど、普通の攻撃じゃなくて定数ダメージだったから倒せちゃったってことなのか？まあちょっとよくわかんないけど2戦目やっていきます。さっきと同じ感じで巻きつく硬くなるしていきましょうか。ミミズズテラスタル。いや、こいつのテラスタル意味ないんだろ。主ミミズズは砂嵐。通常のミミズズの特性は土色という地面技を無効化する効果。しかしこのミミズズは夢特性の砂隠れ。砂嵐状態だと相手の攻撃が当たりにくくなるわ。どっちでも勝てるだろ。もしかして相手も砂隠れ？ということで巻きつくしてから硬くなる連打していきます。倒しました。早っ。8個目のバッジをゲットしました。残りは10個だな。そしてコライドンが大ジャンプできるようになりました。行けるところ増えそうだな。野生ミミズズ探してた場所に戻ってみました。おい、普通にいるじゃねえかよー。やっぱり主ミミズズ倒さないと出てこないってことだったのか。さあ、それでは今回捕まえた色違いポケモンの進化後の姿見ておきましょうか。レベル40でブロロンからブロロロームに進化するんだよな。最後に今回捕まえた色違いのカウンターはこんな感じでした。というわけでここまでのご視聴ありがとうございました。次回も引き続き色違い縛りの旅投稿していくので、次の動画も見逃さないようにチャンネル登録お願いします。水ジムリーダーハイダイとのバトルだが、相手の一匹目すら倒せない絶望的状況。色技粘り、次回もやるしかないのか。しかしそこに突如として救世主が現れる。おお、この後ろ姿はあの人だー。次回応援マダム参戦。色違いあるある、自爆されて全てがなかったことになる。いや、あるあるではねえだろ。ということで、ポケットモンスタースカーレットバイオレット、色違い縛りの旅やっていきまーす。今回は水タイプと毒タイプのパルデア新ポケモンを捕まえていくんだよな。そうそう、まずは水タイプのパルデア新ポケモンの海ディグだ。波イルカ、ヘイラッシャを捕まえていくわ。さて、それでは水タイプの色違いが出やすくなる輝きパワーサンドイッチを作っていきましょうか。輝きパワーを使うと色違いが出やすくなるんだよな。今回作る水タイプ色違い用のサンドイッチレシピはこんな感じになります。これはあくまでも一例で他にも水色違いレシピは存在するようです。まずピクルスをいい感じに乗せていきます。真ん中ら辺がいいですかね。お、今回は真面目にサンドイッチ作っていく感じだな。前回はサンドイッチ麺粉大会とか言ってふざけ散らかしてたのに。あ、本当にすみませんでした。あれはちょっとやりすぎてしまいました。今回は真面目に作っていきます。まあそもそも食材というのはゲームの中であっても遊ぶものではないですからね。その通りだ。ていうかピクルスとキュウリだけでふざけるのは逆に難しいですし、前回はハンバーグっていうかなり物理的に強い食材でしたから、パン裏返るぐらいだからな。上に乗せるパンもしっかり綺麗に乗せていきたいと思います。これはいいサンドイッチができそうだ。霊夢もやればできるじゃないか。私も美味しそうなサンドイッチ作れるんだぞというところをお見せしたいんです。見せしたいんです。どういうことだよ。私が知りたいわよ。上のパンがどうなってんだこれ。さっきのシーンを見てみると、一瞬の隙に何が、待って、上のパンが下に、下のパンが上に、もしかして入れ替わってるー。美しい眺めだった。お前のサンドイッチ作りはやっぱダメだな。今回に関しては私悪くないでしょ。サンドイッチの効果はちゃんと水で成功してるな。さあ、それでは海ディグダの色違い粘っていきましょうか。大量発生で海ディグダを60匹倒して色違いが出る確率を上げていきたいと思います。海ディグダ近づいたら潜っちゃうんだけど、他のポケモンに気づくと砂の中に引っ込んじゃうらしい。しゃがんで背後から距離取ってレッツゴーすればいける。なるほどね。効率悪いけどしょうがない。はい、海ディグダ60匹倒し終わったので、ここからはピクニックリセットして色違い探していきます。ピクニック開いたり閉じたりして周りのポケモン入れ替えるやつだな。さて、色粘りしながらコメント返信していきましょうか。皆さんいつもコメントありがとうございます。コメント返信が始まるイコール沼る。この計算合ってますか？合ってます。合ってますとか言うな。もちろん関係ありません。急上昇おめでとうございまーす。ありがとうございます。最終回まで毎回急上昇入れるように頑張ってください。頑張ります。マリサ可愛い。いや、ありがとうございます。あ、バナナだった。そんなバナナ。マリサジャイアンみたい。ほらー、誰がジャイアンだ。そこはジャイコだろうが。ジャイコならいいんだ。パモとレイムさんの色被ってるのでレイムさん引退ですね。ということでよろしくお願いします、パモさん。いや、3321と呼んでください。前回沼った非公開数じゃねえか。中身バリバリレイムだし、色違い探してる時にしていることはありますか。今後の参考にします。まあトレーナーをいかに驚かせるかを常に考えています。登場の仕方というかタイミングというか、また探したくなるような出会いっていうんですかね。まさかの探される側の回答。色違いきたー。ウミディグダの色違いだ。金色というか黄色というかって感じの色ね。マリサかと思った。おいこら。ウミディグダのカウントは1163。
1000超えてたんかい。捕まえました。海ディグダの技構成は、いい技で、お願いいたします。天然記念物ルールがあるからな。巻きつくアクアジェット叩きつける水の波動、どうなんだろうこれは。定数ダメージで削れる巻きつくあるのいいな。証は、証、あります。おーマジか。調子の証ですね。時間帯に関する証だな。さあ続きまして何いるか捕まえるために再びサンドイッチ作っていきましょうか。さっきとは違うレシピで水の輝きパワーつけていきたいと思います。レシピはこんな感じ。秘伝スパイスは塩辛で固定なんだな。次回のメンコ縛りも期待してます。漁師スーパーメンコ職人霊夢ちゃん頑張っちゃうぞー。コメント回答は継続中なんだ。今回は切り身フライでひっくり返していきたいと思います。またふざけるようになっちゃったこの人。何回でひっくり返し成功するかなー。ええ一発で成功したー。これはなかなかいいものを見せてきたのではないでしょうか。いやーマジでこのチャンネル大丈夫かな。急に何を心配してるのよ。色違いで重要なサンドイッチ作りが何も参考になってないというか。そんなことないわよ。こら。サンドイッチ参考にしてます。そんなわけがあるか。そんなわけあるわよ。あ、レシピだけ参考にしてくれてるのか。ありがとうございます。残りの切り身フライは裏返ったパンの上に乗せていきましょうか。キュウリとピクルスも乗せて、パンもしっかり乗せていきます。あ、落ちちゃった。いや立て直したわ。ピックを刺して完成。いつもより余計に煙っております。これは美味しそうですね。水の効果もしっかり出ています。さあ続きまして何いるかの色違い探していきましょうか。海にいるのでコライドンで波乗りしながらやっていきます。コメント回答の続き。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。年末年始に我々のためにこんなに色厳選粘りしてくれていたのかと思うと涙と笑いが止まりません。ぜひレッドブル代の足しにしてください。いやー本当にありがとうございます。というわけで早速レッドブルを購入させていただきました。普通のやつとシュガーフリー、そしてイエローエディションがセットになってるやつ。イエローエディションはトロピカルフルーツっていう味です。ゆっくり商品紹介チャンネル。デカ耳のやつ何？木彫りのバドレックス実写版です。何それ。これで色粘り頑張れそうです。高安さんが一番好き好きな色違いは何ですか。シンポケで言ったら鉄の茨が好きみたいですが、旧ポケ含めたらやっぱりメタモンが好きらしいです。まだ SV で色違いメタモン出してないけどね。高安さんってどのシリーズからポケモン始めたんだろう。そのシリーズでのメタモン縛り期待してます。これは第3世代らしい。メタモン縛りではないですが、10万人記念で色違いメタモン出そうかなーなんて思ってます。 SV じゃなくてファイアーレッドリーフグリーンでやんのかよ。まだ確定じゃないけどね。疑似スカイダイビングはセルクルシティのトラックでもできますよ。というわけでやってきましたセルクルタウン。本日は疑似スカイダイビング体験ということでトラックに刺さっていきたいと思います。これはなかなかいいスカイダイビングスポットですね。ボールタウンでもできますよ。ということでやってきましたボールタウン。お題はボールタウン内というかなり広めの範囲。少々ヒントが少ないですがスカスポを探していきましょう。スカスポって訳すんだ。ヒントが少なかったので見つけるまでに小1時間かかりました。その時間色粘れや。まるで秋方疑似スカイダイビングスポット集の動画出したら皆さん見てくれますかね。もう終わりだこのチャンネル。いやめっちゃノリノリそうな私サムネにすんな。次のコメント、電話代です。ありがとうございます。斉藤さんに課金したいと思います。斉藤さんって課金あるの？斉藤さんポイントっていうのがあるらしいです。何ができるのか想像つかなすぎる。一本のコーナー面白かったです。またやってほしい。あれ？一本のコーナーなんてあったっけ？ あれか。一本。言ってんだよこんなコーナーなかっただろ。大喜利だよ大喜利ふざけやがって。あ、大喜利でしたね。何かお題をいただけたらマリサがやってくれると思います。やらねえよ。天然記念物ルールってテラスタルの変更は OK なんですか？天然記念物ルールは手を加えてはいけないがコンセプト。もちろんテラスタルの変更は禁止とされています。聞いたよね。早めのブロロン。そちらが早めのブロロンで来るなら私は早めのバックロンで対抗します。誰か霊夢に強めのパブロンください。ということで今回のコメント回答はここまで。ありがとうございました。回答できなかった方申し訳ございません。色違いきたー。紫の波イルカだ。おエリア変わった。表示出たけど大丈夫か。エリア変わったらポケモンリセットされちゃうんじゃ。そんな行かないで波イルカー。いや大丈夫っぽいでした。あーよかったー。波イルカカウントは738。やったー色違いだ。レベルは24と比較的高め。捕まえました。技構成確認します。気合ダメアクアジェットダブルアタックダイビング。勝てるかなこれ。パッとしないな。証はありませんでした。続きましてヘイラッシャ大量発生で色粘りやっていきますが、ヘイラッシャは出現レベルがめっちゃ高いので水事務線では使いません。捕まえるだけ捕まえるんだな。これさ、水上だとピクニックできないの結構面倒だよな。そうそうなので早めに色違い見つかってほしいんですよ。ちょっと待って、色違いだー。ヘイラッシャの色違い黄色なんだ。めっちゃ目立つな。下まで黄色なんだ。レベルは54でめっちゃ高い。捕まえました。ヘイラッシャはバトルで使わないから技は何でもよくて、証はありませんでした。さてそれでは海ディグダを海トリオに進化させておきましょう。波イルカは進化レベルが高いので波イルカのままでいきます。さあさあやってきました。水ジムリーダーハイダイとのバトル。波イルカと海トリオの技を変えずレベルだけ上げてきました。まままって応援マダムったー。よっしゃー。どこで喜んでんだ。てか応援マダムってなんだよ。あー、行かないで応援マダム。あの人関係ないだろ。2連マダムったー。だからなんなんだよこのマダムは。右を見ても応援マダム、左を見ても応援マダム。応援マダムがよりどり緑だ。おいこらいい加減にしろ。説明しよう。応援マダムとは両手を上げてリズミカルかつ全力で応援する女性のことで、当チャンネルでも屈指の人気を誇る最重要人物である。オタク特有の早口。恋シリーズ初登場は第2話草ジムで。確かにいたわ。第3話で行われた SV 応援総選挙では堂々の1位を獲得。こんなのやってません。応援の歴史は彼女以前、囲碁に分かれるとされません。応援の力だ
けでチャンピオンクラスに到達したとかしないとかなわけあるか。まさに応援会の重鎮なのだ。やばい、マダムがいるとなると緊張してきたな。いいから早くバトルをしろ。相手の初手は身軽さ。こちらの初手は色違いなミールか。水技は半減なのでダブルアタックでいきましょうかね。威力35の2回攻撃。ノーマル技の威力が上がるシルクのスカーフを持たせています。先に動いたのは相手の身軽さで切り裂く。ぐむ、結構食らうな。しかしこちらの攻撃も舐めてもらっちゃ。もういいな、ミールカ。後ろにはウミトリオがいるから。何ミールカも頑張ってるんです。まああと一回ダブルアタックで削れるから。そうね、最後まで頑張ってもらいます。行け、おねむなウミトリオ。おい、何ミールカに声かけてやれよ。ウミトリオは進化系ですからね。火力も耐久も何ミールカより高いですから。とりあえず巻きつくして身軽さに定数ダメージ与えていきましょうか。身軽さよりもウミトリオの方が早いんだな。巻きついた後また相手は切り裂。待って、何ミールカよりも耐久なかったわ。これシンプルに身軽さ強くね。ウミトリオの特性ヌメヌメで相手の素早さダウンしたけど意味なし。こっち食べ残しで回復したけど次でやられそう。ふっふっふ、こんなこともあろうかと。このウミトリオには無限の可能性。水の波動を覚えさせておいたのだ。いや、捕まえた時から覚えてただけです。てか別に水の波動強かねえだろ。この水の波動は威力60の特殊水技。なんと追加効果 20% の確率で相手を混乱させることができるんです。確率低いし混乱させてもきついだろ。しかも威力60のところ水テラスタルすれば、テラスタルタイプ1補正で 2.0 倍、応援マダム補正で 1.0 倍になるんですよ。応援マダムになんも効果ねえじゃねえか。さあ見せろウミトリオ、お前の本気の力。おい、全然ダメージ入ってねえじゃねえか。相手混乱もしてねえし。うわナミールかウミトリオをもってしても相手の一匹目すら倒せない。よし、こうなったら水の波動でミガルーサが混乱自傷するまでリセットしまくってやるー。ということで戦闘ウミトリオでやっていきます。よっしゃ、やってやるぞ。うらよし、混乱した。ここからだな。混乱してる状態で自傷するのは3分の1の確率。混乱自傷してくれ。お願い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 。これ来たんじゃない。よっしゃ、自傷した。ビビたるダメージだったけどな。次のターン巻きついて。また混乱自傷チャレンジ。混乱、解けました。その後、再び水の波動するも混乱させられずミトリを戦闘不能。なんとかナミールカでミガルーサ倒せばワンチャンある。ないと思いますけど。先にナミールカのダブルアタック。外れた。おい、何してんだよ。次のターンもう一度ダブルアタック。外れた。相手光の粉持ってる。3度目の正直でナミールカがミガルーサ突破と。とりあえず2匹目のポケモンまで行った。相手2匹目まさかのウミトリオ。うわー、きついかも。てか通常色って白から進化して赤色になるんだ。そうだな。フルフルの足と同じ感じか。形状も似てるな。待って、ウミトリオって頭突き覚えるの。あ、頭突きって 30% ヒルミだから普通に強くない。ウミディブダウミトリオともに24レベで覚えるらしい。お前が捕まえたウミディブダは21レベだったな。マジですか。助けて応援マダム。絶対こんなこと言わねえだろ。色技粘りします。さあ、ウミディグダの色技粘りやっていきましょうか。応援マダムの信頼キャッチがリリースされたようです。今探してる西2番エリアでは出てくるウミディグダが26から29レベルなので、全ウミディグダが頭突きを覚えているはずです。じゃあ色違い1匹だけ見つければいいんだな。てか最初からこっちのエリアで色粘りすればよかったのに。うるさいわね、調べずにやってたのよ。あれ色違いじゃね。たーよかった、思ったよりも早かった。684匹目だな。捕まえました。技構成は巻きつくがなくなって頭突きに変わった。証はありませんでした。さあ、それではリベンジしていきます。ウミトリオは素早さが高いので上から頭突きでひるませまくれば勝てます。そしてこのウミトリオにはメトロノームを持たせているので、頭突きを連続で使えばダメージ量が増えていきます。まず一発目ひるみ失敗してますけど、次こそは。なんか頭突きの時の顔じわる。もともとこういう顔だわ。頼む、ひるんでくれ。この感じ試行回数大変なことになりそうだな。おかしいな、頭3つあるから合計で 90% の確率でひるむはずなのに。はい、いや、まあこれでミガルーサは突破できますから、ワンチャンあるかと。ミガルーサを突破して2匹目相手ウミトリオ。まあするのは頭突きのみですね。先に動いたのはこっちのウミトリオだ。頼む、ひるんでくれ。おー、一発で倒したー。マジかよ。やばい、ヌメヌメで素早さ下がっちゃった。相手の3匹目経験感に素早さ下がっちゃったんだから1回引っ込めた方がいいんじゃないのか。いや、ウミトリオは結構素早さが高くて経験感には遅め、1段階下がったぐらいじゃ抜かれてないはずよ。こりゃ来た。マジだ、倒せ。ひるませろ。そういや、まだ一回もひるませてなかった。きたー。これはもう一回頭突きできるし、もうひるまなくても勝ち確定じゃないかしら。いや、むしろここはひるまない方がナミールカも活躍できていい感じの展開かも。相手技外れてます。そっちかい。次の頭突きで経験かに戦闘不能。まさかのウミトリオで3立て。ナミールカ活躍させられなくてごめん。本当に思ってんのかそれ。ということで水バッジゲットしました。合計9個目のバッジだな。残り9個だ。いや、やっぱり元祖応援マダムアイキャッチはいいですね。当たり前のようにアイキャッチ化するのやめた方がいいよ。さあ、この時点で全バッジ獲得の半分、色違い縛り旅も折り返し地点まで来ました。なので中間リザルトということで、今まで捕まえた色違いを軽く見ていきましょうか。なんやかんやもう半分まで来たのか。現時点で捕まえた色違いの数は9ポケ含めて78匹、うち明石持ちが13匹。かぶりを計算せずに持っている明石の種類でいうと11種類ですね。時々見る明石と見たことない明石はもう出ていて、気分に関する明石が全28種類中5種類、時間に関する明石が3種類、天候に関する明石が1種類。すで
に持ってるんだよな。証って結構種類多いのね。ああ、あとこれとは別に、非常にレアとされるちっちゃい証とでっかい証の確認もしていきます。確かテーブルシティのお姉さんが最大最小のポケモンに証つけてくれるんだよな。このお姉さんは最小最大だけでなく、ポケモンのサイズを9段階で教えてくれるので、78匹がどういう内訳になるか集計してみます。はい、というわけで集計し終わりました。お、どうだったんだ。最大最小を除いた結果はこのようになりました。標準よりのサイズが多いなって。最大最小はいたのか。なんと、いませんでした。ま、マジか。時々デカデカパワーチビチビパワーとかつけてたんですけどね。さあ気を取り直して毒タイプの面白サンドイッチ作っていきましょう。おい、面白サンドイッチって言っちゃってんじゃねえか。今回作る毒タイプの色違いが出やすくなるサンドイッチレシピはこちらになります。毒タイプはキラー目とシルシュルー捕まえていくんだよな。ヌードルってなんかハンバーグと形状が似てる気がするけど、ヌードルでパンをひっくり返したりはしないんだな。実は何回かやってみたんですけどできなかったんですよね。何回かやったんだ。ただパンの角度はつけられるので角度つけていきます。パンの角度つけるって何。3つのヌードルを駆使してパンを傾けていきます。これ何の動画なの。もう私突っ込まない方がいい。これでいい感じにパンが傾きました。いい感じってのがどんな感じなのかわかんないのよ。パンの上にキュウリとピクルス乗せていきます。なんかめっちゃ滑り落ちてますけど、メダルゲームでこういうの見たことあるぞ。それではパンを乗せていきましょうか。パンと麺類、給食ではよくある組み合わせ。ないでしょ。やばい、ヌードル消えちゃった。ちょっと待って。今日は上のパンと下のパンが仲いいですね。パンにもいろいろあるんだな。ピックを刺して完成です。世界一存在価値のないピック。それでは食べていきましょうか。このシーンでパンが縦向きなの初めて見たんだけど、普通こんな感じだよな。サンドイッチの効果はちゃんと毒レベル3ついてますね。パンとスパイスだけでこれってもう具材いらなかっただろ。さあそれではまずキラー目から色違い粘りしていきましょうか。キラー目は岩毒タイプのパルデア新ポケモンで、キラフロルに進化する。特性は専用特性で毒でしょう。物理技受けた時に相手の場を毒ビシ状態にするのよね。ちょっと待って、ホゲータがキラー目のレッツゴー拒否してるんだけど、もう色違いキラー目出たのか。ほら、ホゲータが HP 満タンなのにレッツゴー拒否してる。ま、マジか。通常色に見えるけど、とりあえずそのキラー目に当たってみろよ。そうね。おい、色違いじゃないやんけー。なんだやっぱり通常色か。こんなの詐欺だ。レッツゴー詐欺。それだと詐欺しようぜみたいになってるから。おい、ホゲータそうなんだろ。私を焦らせやがって。なんとか言えよ。やっぱお前確信犯じゃねえか。おいてめえが喋らせてんだろうが。まあキラー目浮いてたし、地形的にもホゲータじゃレッツゴーできなかったんだろうな。なんだそういうことか。さっきのキラー目高めに浮いてたからな。大谷翔平だったらホームランでしたね。おい、キラー目はボールじゃねえんだよ。ちょっと待って、ツッコミこれで合ってる？絶対にしちゃいけない確認だろそれ。あれ、なんか色が違うキラー目いない？お、青っぽいキラー目がいるな。よっしゃ、来た。ボール投げていきましょうか。色違いだー。いや、見えてないって。カメラアングルが悪すぎる。捕まえました。もちろんちゃんと色違い。レベル結構高めだな。毒タイプで戦う相手はスター団属組。使えるレベルは33以下なので大丈夫。技構成はロックカットステルスロックベノムショック砂嵐。変化技3つもあるのね。ケラスタイプは毒だな。証はありませんでした。さあ続いてシルシュルーの色粘りやっていきます。いや、キラー目の色違い見つかるのめっちゃ早かったな。シルシュルーもすぐ見つけちゃいますからね。シルシュルーは毒ノーマルタイプで、今までになかった複合タイプなんだよな。レベル28でタギングルに進化するから、毒組戦はタギングルでいきます。そういや、スター男性は3匹ポケモン持ってかなきゃいけないけど、どうすんだ。あ、前回捕まえた鋼毒タイプのブロロローム連れていきましょうか。もちろん対戦には不参加ですけど。おー、色違いしためっちゃ早い。キラー目308匹でシルシュルーが309匹目。いや、毒タイプはかなりスムーズに終わったな。捕まえました。レベルは21で、技構成はすり替え毒毒の牙を立てる切り裂く。毒タイプに等倍で入るタイプ1切り裂くあるのいいな。テラスタイプは毒、証はありませんでした。さあそれではキラー目シルシュルーのレベル上げとシルシュルーの進化やっていきます。キラー目がキラフロルに進化するのは35だからギリ進化できない。さあそれでは手持ちを整えて毒組戦向かいましょうか。キラー目には毒技の威力が上がる毒針、タミングルにはノーマル技の威力が上がるシルクのスカーフを持たせてみました。果たしてこの2匹だけで勝てるのだろうか。どうかしらねー。おやおや、ホゲータがなんか言ってますね。おい、不安になるようなこと言うなよ。極めしホゲータ好きすぎだろ。さあてパパッと終わらせちゃいましょうか。毒が終わった後、次回はノーマルタイプの色粘りだよな。やべ、完全に忘れてた。まあ次回は次回、とりあえずこの毒組を倒さなきゃいけませんから。毒組はシュウメイという相手だ。シュウメイは手持ちが4匹もいる。相手の初手はスカタンクね。こちらはキラー目でいきます。毒タイプに毒技は半減だから泥沼なバトルになりそうだ。まずは砂嵐でダメージ与えていきましょうか。相手は不意打ち。よし、こっちは変化技を選択してるから不意打ちは失敗する。砂嵐で天候を変えていきます。次のターンはステルスロックしましょうか。また不意打ちだったらいいな。不意打ち、これもしかして不意打ちしか使ってこないんじゃない？不意打ちの PP は5しかないから、ボタン変化技使ってれば PP からせるな。よし、その作戦でいきましょう。適当にロックカット連打で素早さ上げておきます。マジで不意打ちしかしてきませんでした。相手の不意打ち PP なくなったけど何使ってくるんだろうな。こっちはベノムショックで攻めていきます。相手もベノムショック。キラー目は毒技4分の1で受けられるので全然ダメージ入りませんね。ということで勝てるまでベノムショック連打倒しました。次の相手のポケモンはブロロロームだな。鋼タイプだからベノムショック無効化される。お引き取り願いますでしょうか。しょうもない落再生すな。キラー目何もできず相手の地鳴らしで戦闘不能。タギングル出します。ブロロローム出るタイミングで引っ込めておけばよかったのに。勝ち抜きでやった方が相手と平等感出るかなって。地味にきついぞそれ。おだてるで相手を混乱させて自傷狙います。
ましょうか。また混乱事象を狙っていくのかよ。まあおだてるは 100% で相手混乱させられますから、相手の行動はちゃんと動いて。アイアンヘッド、やばい、めっちゃダメージ入る。切り裂くも半減だし、どうすんだよこれ。全然ダメージ入ってないぞ。次相手は混乱で事象を引いたが、それも全然ダメージ入らず、次のアイアンヘッドでタギングル戦闘不能。はにゃーって、でも私は諦めない。何度も挑戦すればいつか必ず勝てることを私は知っていると。どうしたんだ霊夢。よっしゃリベンジ、絶対に諦めないからなー。勝てませんでした。どうすんだよこれ。プロドロームがきつすぎるって。メタモン縛りかと思ったもん。このチャンネルでしか使えない表現。色技粘りでもしていきましょうか。色粘りで負けたら色技粘りをしてリベンジ。このよくわからない色旅に皆さんついてこれていますでしょうか。キラー目とシルシュルー。プロドロームに等倍で入る技は覚えないのかしら。シルシュルーは噛みつくとかがあるな。ひるみ効果もあるしいいわね。キラー目は覚えないけど岩技なら原子の力とかあるぞ。原子の力？原子の力。勝ち確定じゃないですか。なぜか原子の力に絶大な信頼を置いている。だって原子の力って追加効果で命中率回避率を除いて全能力1段階上昇するんでしょ。そうだけど 10% の確率だからな。そんなの上がるまでリセットすれば確定上昇するじゃん。やばいこいつの海そがし高回数に侵されている。まあ確かに原子の力で全能力2段階上昇すれば余裕で勝てる気がする。ということで原子の力を覚えたキラー目を粘っていきましょうか。出現レベルも考えると23から25レベだったら原子の力を覚えているはずだ。テラスタイプは原子の力の威力が上がる岩狙っていきましょうとか言ってたらったー。もう出たのかよ。いやまだレベルがいくつかわかりませんから。23、24、25、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 
の。色技粘り、継続だな。捕まんないし、もういい。原子の力覚えてないキラーメなんて、ちょっと待って。まさかのキラーメが自爆。ごめんって私が悪かったからさ、キラーメ行かないでくれー。色違いキラーメが実際上技を使用して滑ってなかったことに。爆発落ちなんて最低。てめえ何ヘラヘラしてんだ。まあ直前にしっかりレポート書いていたのでリセットすれば大丈夫なはず。あ、いた。ちゃんとさっきの色違いキラーメですね。レポートの力ってすげえ。今度こそ捕まえました。テラスタイプは毒でもちろん原子の力なし、証もありませんでした。次のキラーメ探していきます。一体何匹目の色違いで岩テラス原子の力キラーメに出会えるのだろうか。次で会うわよ。キラーメの色違い、一箇所に集まって出現するから効率いいし、わかりにくいわけでもないんだけど、小さいからちょっと目が疲れるのよね。デカデカパワーつければいいんじゃないか。まあ確かにデカデカパワーで多少見やすくなる気はするけど。いやこんな時にドラえもんの秘密道具スモールライトがあったらなー。いやもっと小さくなっちゃうだろ。私が小さくなってキラーメが相対的に大きくなるのに。まさかの自分に当てる派だった。さらにガリバートンネルに入ったらもっと見やすいのに。シンプルにビッグライトキラーメに当てる発想しないのかよ。あー、もしドラえもんの秘密道具一つだけ手に入るとしたらマリサは何が欲しい。もちろんこの色粘りとは関係なく。よくあの二択で議論されるよね。二択。あー、あれとあれか。私もそのどっちかだなー。年末やり直しカレンダーと。いやマイナーなの出てきた。人生やり直し期。闇が深すぎるだろお前。てか年末やり直しカレンダーは年末に使わないと意味ないし。あお人が喋ってる時だぞ。空気読めキラーメ。レベル23、レベル24、レベル25、レベル23、レベル24。だー捕まえました。ドクテラスタル、技ダメです。証もありません。ぐぬぬ、私25レベですよ。みたいな顔してたのに。どんな顔だよそれ。てか本当に23、4、5レベルいるのかよ。さっきから高いレベルばっかだけど。ここは23から29レベルまで出現するのでいるんですよ。全レベル均等に出てくるなら7分の3が原子の力覚えてるわけです。なるほど。岩テラス、ドクテラスも均等に出現するなら、14分の3が岩テラス原子の力ってわけだな。まあ色違い出る確率より全然高いしいけると思います。あ、ほらほら色違いいましたよ。キラーメの色違いじゃテンション上がらなくなっちゃった。レベルだけなんですよ、レベルだけ。どうかお願いします。25レベルだー。捕まえました。どうか岩テラスタルでお願いします。こんなところでもう沼りたくないん。ドクテラスタルやんけー。やっと来た。キラーメ色違い12匹目にして原子の力持ち岩テラス。なんか途中用ギラスも入ってましたけど。岩サンドイッチに切り替えたんですよね。いやーマジできつかった。キラーメすべてのカウンター合計は7574でした。なんだイキリンコの3分の1か。イキリンコの3分の1とか言うな。証はありませんでした。はい、それではすぐに切り替えていかなければなりません。噛みつくシルシル粘りもしなければならない上、毒組の襲名に勝たなければならないというまだまだてんこ盛りの内容となっております。もうお腹いっぱいです。よし、シルシルの色違い発見しました。鬼の買っときました。捕まえました。このエリアは大体噛みつく覚えているシルシルなので技も問題なし。証はありませんでした。このシルシルもタギングルに進化だな。なんかこのタギングル色合いが歌舞伎みたいじゃない。あ、確かに赤と白が入ってるからな。なんか耳がスコップに見えてきた。あ、形と色がそれっぽい。ということでこのタギングルのニックネームは歌舞伎スコップにしましょう。うちはニックネームつける方針じゃなかっただろ。あれ、6文字までしか入らないから歌舞伎スコップにできない。しょうがない、これでいきましょう。歌舞伎めっちゃ好きなやつみたいになってる。じゃあもう一方のタギングルは残りのプにしておきましょうか。何は露天ね。いやこの文字入りきらないシリーズ何。さあそれではやっていきましょう。襲名リベンジマッチ。こちらのキラーメには PR
PP を回復できるひねりのみ、原子の力の PP 少ないからな。タミングルにはだんだん技の威力が上がるメトロノームを持たせました。初手はキラー目でいきます。相手は最初不意打ち連打してくるからな。不意打ちの PP 切れるまでステルスロックとロックカットでやり過ごします。ということで5ターン経ちました。原子の力で能力上昇を狙います。上昇しなきゃこいつ粘った意味ないからな。よっしゃ、原子の力で能力上昇しました。早すぎて何がなんだかわかりませんでしたけども。もう一回原子の力、頼む、もう一回上がってくれ。相手戦闘不能。よっしゃったー。マジか、3回中2回能力上昇引いてスカタンク突破。まあ何度もやり直してますから必然ですね。相手2匹目グロロローム。さあ全ての能力が2段階上昇したので岩テラスタルして攻めていきましょうか。原子の力の威力が2倍だが相手は岩半減。どのくらいのダメージ入るだろうか。特攻2段階上昇してますしかなり入ると思います。これ次倒せなくね。ちょっとまずい気が、こっちには結構ダメージ入ってるし、キラー目でグロロロームまでは突破する予定だったのに、頼む、急所かなんかで倒しきって。うわー、これはもう噛みつくで相手ひるませまくるしかない。てかタミングルの名前戻したのかよ。新ポケモンの名前覚えるために戦うときはニックネームつけない方針です。とりあえず噛みつくでグロロローム突破。相手3匹目ベトベトン。こちら先に動いて噛みつく。ひるめ。よしった、次もタミングル噛みつく。ひるめー。よっしゃ、まさかのベトベトンを2回連続でひるませノーダメージで突破。よし、あとは下のでっかいスターモービルだけ。また噛みつくでひるませていきたいと思います。待って、相手の方が早いんだけど。噛みつくでひるませられないな。終わった。あれなんか相手能力下がったぞ。素早さがガクッと下がった。そうだ、ホイールスピンは素早さ下がるんだったわ。それならワンチャンある。上から噛みつくして、ひるめ。ひるまない。ちょっと待てよ、スターモービルって状態異常と状態変化にならないんだよな。あ、そうだったわね。ひるみもその状態変化に含まれるんじゃないか。あー、ほら相手またひるまなかったし。じゃあ噛みつくダメじゃん。真理は不明だがな。はい、噛みつくタミングルを最初に使っていたタミングルと入れ替えてきました。あと2匹の夏気度もマックスまで上げてきました。またキラー目の能力が2段階上昇しました。グロロロームに攻撃してキラー目退場だな。あとはこの切り裂くを覚えたタミングルでどこまでやれるか。とりあえず切り裂くでグロロローム突破。相手ベトベトン。切り裂く2回で突破しました。ラストはスターモービル。もうこちらは切り裂くしかやることはない。バイバレタミングル。4回ぐらいで倒せそうだが、それまでこちらも耐えられるか。相手はニトロチャージだ。よし、タミングルがニトロチャージ避けてくれた。絆の力だな。次の切り裂く。お、あと1回でいける。相手はホイールスピンダー。これを耐えれば次倒せる。耐えてくれタミングル。危ねえ。ついにこの時が来た。ありがとうキラー目タミングル。相手は素早さ下がってるからこっちが先に行動できる。いけタミングル、とどめの切り裂く。タミングルなんて嫌いだー。嫌いだー。タミングルは悲しませまいと持ちこたえた。タミングル、いや熱い絆の力発動してる時に耕すのと出すのやめてくれる。次のターン切り裂くで倒しました。ふぅ、これでやっと毒組に勝利しました。10個目のバッジゲットだな。最後に今回使ったポケモンの進化させておきましょうか。ナミイルカはイルカマネ、キラー目はキラフロルに進化した。今回の試行回数をまとめておくとこんな感じでした。というわけでここまでのご視聴ありがとうございました。次回も引き続き色違い縛りの旅投稿していくので、次の動画も見逃さないようにチャンネル登録お願いします。ついにこの企画も後半戦、次回はついにノーマル回となる。果たして霊夢は色違いの3匹、一カネズミ、三つ節のココッチを出してくれるのだろうか。6話が投稿されないということは今もどこかでおまけ粘りをしているのかもしれない。次回、失踪？SV あるある、壁に埋まってるポケモン、恥ずかしがらずに出てきてほしい。恥ずかしがってるわけじゃねえんだよ。ということで、ポケットモンスタースカーレットバイオレット、色違い縛りの旅やっていきまーす。今回はノーマルタイプとゴーストタイプのパルデア新ポケモンを捕まえていくんだよな。そうそう、まずはノーマルタイプのパルデア新ポケモンのノココッチ、ワッカネズミを捕まえていくわ。さてそれではノーマルタイプの色違いが出やすくなる輝きパワーサンドイッチを作っていきましょうか。輝きパワーを使うと色違いが出やすくなるんだよな。今回作るノーマルタイプ色違い用のサンドイッチレシピはこんな感じになります。これはあくまでも一例で他にもノーマル色違いレシピは存在するようです。今回もサンドイッチの裏返しに挑戦していきましょうか。この人は具材をパンの下に置くことで下のパンをひっくり返そうとしてます。ひっくり返すためには最初の第一投目で決めることが重要となります。は失敗した。この回はもう捨てですね。裏返しに成功しても特に得られる効果はありません。彼女はただサンドイッチ作りを楽しんでるだけです。具材の乗せ方は何も参考になりませんが、いや参考でしかないだろ。レシピだけは参考になるかと思います。パンを裏返すのって地味に難しいんですよね。次は失敗せず裏返したいと思います。上のパンが裏返ったー。なにこれ。すごい、裏のパンの上側初めて見た。逆ですけど、裏側こんなになってんだ。別に普通だろ。虫の裏側初めて見た時と同じ気持ちだ。例えが最悪すぎる。結果的にパンの裏返しには成功しましたが、サンドイッチのパワーは出ているのでしょうか。遭遇パワーが卵パワーになってる。はい、ということでやり直して遭遇パワーつけたので色違いのココッチから探していきましょうか。ノココッチは SV から追加されたノコッチの新進化系。現時点で行ける場所で野生のノココッチは出てこないから、ノコッチを捕まえて進化させるということになる。大量発生ではないんですが、ノコッチがいっぱい出て
てくる洞窟に来てみました。真ん中に輝いてるルチャブルいるけど、珍しいテラスタイプのルチャブルですね。なんか思ったよりノコッチがいない。遭遇パワーつけてるのに、ノコッチがそもそも珍しめのポケモンだからな。うわ、ルチャブル当たってきた。そいつ倒すか捕まえるかしないと消えないから先に倒しちゃえよ。そうね、ノコッチの色粘り中邪魔でしかないもん。ちょっと待って、なんかルチャブルの後ろめっちゃノコッチいない？ルチャブルの後ろ？おー、なんかめっちゃいるかも。これはもしかして、ルチャブルがノコッチを呼び寄せた？そんなわけあるか。だって、さっきまで2匹だったのにルチャブルと戦闘開始した途端10匹以上。これは仮説なんだけど、洞窟の中とか見えないけど壁に埋まってるポケモンって結構多いじゃん。まあ確かに、その埋まってるポケモンたちは、野生テラスポケモンとの戦闘開始を条件に全部出てくる、みたいな。いやーよくわかんない仮説だけど、埋まってるノコッチが全部出てきた？これが本当だったらすごい発見に。本当にそんなことあるのか？だからまだこのルチャブルは倒してはいけない。時間経過で復活するけどな。うわマジでめっちゃいっぱいいる。ということで検証してみましょう。ルチャブルを倒した後も問題なくノコッチはたくさん湧いてくるのか。その結果がこれだー。ワンツースリー、普通には来ました。時間返せこら。大量発生出たので場所変えました。マジでルチャブルの下りなんだったんだよ。忘れてください。ノコッチは草むらで出会うと地中に潜って逃げちゃうんですけど、洞窟内だと地中に逃げることはないので粘りやすいですね。色違いは逃げないとか聞いたことあるけど。そうなの？マジでめっちゃ普通に色違いいたわ。早。よっしゃ結構早い段階で見つかった。幸先がいいですね。ノコッチの色違いは黄色とピンクなんだ。おっと、39レベルってノーマルジムで使っていいんだっけ？あ、ジムリーダーの最高レベル以下ってルールね。おいノーマルの最高レベル36だぞ。マジですか。このノコッチは使えないから粘りだな。証はありませんでした。よく見たらさっきの場所レベル35以下出てきてませんでした。本当に何してるの？てかのこっちの進化方法知ってるか？レベルアップじゃなかったっけ？そう、レベルアップ。ハイパードリルを覚えた状態でな。ハイパードリル？何その角ドリルの上位互換みたいな。角ドリルはすでに最上級だろ。ハイパードリルはのこっちの専用技だ。専用技？それどうやって覚えるの？のこっちが32レベルで覚える。さ、32レベルですって。そう、つまり32から35の間ののこっちを捕まえる必要があるわけだな。36だと進化できないから。うおー、普通にきつくない？キラー目思い出してきた。色粘りに加えて技粘りもしないといけない。はぁ、誰だよレベル制限設けたやつ。お前だろ。技変えちゃいけない天然記念物ルールがあるんだから、そんなレベル制限いらないでしょ。だからお前が決めたんだろ。でもそんな厳しいルールでも全て乗り越えてきた可愛い子ちゃんってどこのどいつだよ。そんなやついたか？私だよ。あ、はい。なんか新進化ポケモンって進化方法が特殊よね。ドドゲザンとかも結構変な進化方法だったな。さぁ、レベル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 。よっしゃオッケー。34ならハイパードリルあるしノーマルジムでも使えるな。捕まえました。技構成は、原始の力ドリルライナーあくびハイパードリル。お、よかったな。原始の力あって、今回は使わないわよ。証は、証あるわ。わんぱくな証ですね。お、まだ持ってないやつだな。ノコこっちの進化は後回しで、ワッカネズミの色違いを粘っていきたいと思います。ワッカネズミの色違いはめちゃくちゃ見分けにくいらしい。ならピクニックリセットとかではなくレッツゴーしまくりましょうか。色違いにはレッツゴーしないようになってるからな。さて今回も前回いただいたコメントに回答していきましょうか。いつもコメントありがとうございます。チャンネル登録者数13万人おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。先日 YouTube さんから銀の盾をいただきました。登録者10万人いったらもらえるやつだな。名前のとこ耕すにしたんだ。何の文字入れても OK なんですけど、さすがに耕すのポニはできませんでした。なんだ度胸ねえな。急上昇おめでとうございます。かっこ予約。ご予約いただきありがとうございます。予約ってなんだ。また急上昇入ってる。おめでとうございます。ちゃんと急上昇乗れたんかい。いや、本当にいつも視聴してくださっている皆さんありがとうございます。ありがとうございます。霊夢は色粘りしてるときどんな顔してますか？こんな顔です。これどういう感情？コメント採用お願いします。特に何もないです。あれよ、次はいつ沼りますかね。多分動画の後半だと思います。いつも結構早い投稿ペースですが、投稿時次の動画はどこら辺まで進んでいるんですか？次回も楽しみにしていますし、失踪しないでください。ありがとうございます。いつも早いってコメントいただいているのに、今回は非常に遅くなってすみませんでした。裏側の話をすると、次の動画はですね、全然進んでいない状態です。ウプ主のタガヤスは取りダメとか動画ストックとかできるほど器用じゃないみたいなので、タガヤスさんはウプ主として動画に出ないんですか？出ないらしいです、今のところは。このチャンネルのせいで応援マダム見かけるたびにテンション上がるようになってもうた。おいお前のせいだからな。あの人は SV で時々現れるただのモブキャラなんだから。喋るホゲータ好き。おう、よかったねホゲータ。ホゲータも喜んでるみたいです。いや喜び方の癖強よ。 SV が初めてのポケモンだったのですが、この動画で色違いの魅力に気づきました。ありがとうございます。いえこちらこそありがとうございます。ポケモンの魅力が伝わるのは何よりも嬉しいですからね。本当に色違いの魅力が伝わってるのかかなり不安ではあるが、このワッカネズミレッツゴーできない。もしかして色違い？全然色違いには見えないけど、見た目は通常色と一緒。接触して戦ってみましょうか。いやお前当たりに行くの下手すぎだろ。なんで野生ポケモンの前でこんな格好になるの？ちょっとスライディングの練習してて。なんでスライディングの練習？色違いきたー。マジでー、これ色違いなんだ。マジで通常色と一緒じゃねえか。ステルフクみたいなやつの色が若干違う。捕まえました。技構成は、はたくつぶらな瞳エコーボイステ助け。レベル低いから技微妙だな。証ありました。調子の証か。時間帯に関する証だな。さあそれではレベル上げと進化させてからノーマルジムに挑みましょうか。ノコッチはノココッチへ。ワッカネズミはイッカネズミに進化した。てかこいつらって珍しいフォルムがあるんだよな。あったわね。通常は2節フォルムのココッチ、4匹家族イッカネズミに進化するが、約 1% の確率で3節フォルムのココッチ、3匹家族イッカネズミに進化する。この珍しいフォルムの色違い粘り、やんないのか。一旦次行きましょう。
一旦、ほらノーマルジムの青木が待ってますから、ノーマルのパルデア新ポケモンにはグルトンもいるんですが、庭でたまたま色違いグルトンが出ていたのでパヒュートンに進化させて使っていきます。パヒュートンはオスメスで姿が違うんだよな。今進化させてるのはオスになります。ほー。メスは捕まえなくていいのか？そう言うと思って、ちゃんとメスも捕まえておきました。庭で、庭仕事しすぎだろ。さあやっていきましょう、ノーマルジム。ジムリーダー青木とのバトルです。青木の初手はネッコアラだ。こちらはパヒュートンのオスの方を連れてこの3匹で戦います。このパヒュートンの技構成どんなんだっけ？それでは見ていきましょうか。いないですね。いないってなんだよ。応援マダム。何を期待してんだよ。ほらよくジムバトル会場にいるイメージなので、ちょっと待ってこれは。違うか。似てる気はするけど。いや応援してない時点で応援マダムではないんだよ。星ガルで攻めていきます。相手はあくびで眠気を誘ってきた。眠っちゃうの嫌なので交換します。ノコこっち出しました。相手はたたきつける。こちらはハイパードリルで攻めていきますか。倒しきれるか。よし倒しました。ちなみにこっちの手持ちポケモンの持ち物はこんな感じです。相手2匹目ノコこっち。こちらがハイパードリルして、相手ヘビにらみ、その後ハイパードリル合戦でこちらがやられてしまいました。一家ネズミ出していきます。はたくしても倒しきれず。倒せないんかい。コスモスネットで倒しました。いや応援マダムのいないジム戦は盛り上がりに欠けますね。そんなことないだろ。おやなんか会場が騒がしいですね。どうしたのでしょうか。クライマックスになって観客が増えたんだな。応援マダム、衣装が変わった応援マダムだ。こっちにも応援マダムの親戚、色がスカーレットバイオレットを表していますね。よっしゃやる気出てきたぞー。応援マダムの登場によって霊夢のテンションが上がっているようですが、スルーしてあげてください。会場がさらに盛り上がっております。さらに盛り上がってる。応援マダム好き。応援マダムを待っていた。応援マダムしか勝たん。おいどうなってんだよ。視聴者マダムで洗脳しすぎだろ。から元気で一家ネズミがやられてしまいましたが、パヒュートンで詰めていきたいと思います。いやーこの価格は熱い。はよ戦おうぜや。こちらは星ガル、相手はから元気。ギリギリ勝利しました。これで11個目のバッジゲットしました。残りは8個だな。ということでゴーストタイプの色違い捕まえていきましょうか。ゴーストタイプは墓地。あの草、この夜猿を捕まえるんだよな。ゴーストタイプの輝きパワーレシピはこんな感じです。サンドイッチ麺コーラ返しやっていきましょう。おいなんでトルティージャがあるんだよ。レシピになかっただろトルティージャ。視聴者さんがひっくり返すにはトルティージャがいいって。こわ。トルティージャは乗せるためでなくひっくり返すための具材となります。スリー成功した、成功した。これめっちゃ簡単かも。コツとしてはですね、トルティージャを左右にずらさずそのまままっすぐ下に下ろして限界まで行ったら離す感じです。裏返すコツなんて求められてねえだろ。実は麺粉についてたくさんコメントが来ていてですね、ほらお叱りコメントがたくさん来ちゃったんだろ。サンドイッチで遊ぶなとか、サンドイッチの尺短くしろとか。麺粉のコツとかってあるんですか？コツはありますか？どうすれば上手くなりますか？あるんですか？そんなことある？いやこれ本当に視聴者さんのコメント？お前が捏造してないよな？もちろん失礼しました。皆さんコメントありがとうございます。はい、サンドイッチ完成しました。トルティージャは裏返した後なくなったので、残りの具材でちゃんとゴースト輝きパワー出ました。それでは色粘りやっていきます。まずは墓地の色粘りしていくんだよな。墓地はゴースト単タイプのポケモンで、進化したらハカドップになる。大量発生なんだけど結構いいポイント見つけた。岩の上に乗ってジャンプすれば効率よく墓地見渡せる。この距離で色違い見分けつくのか？墓地の色違いは黄色っぽいらしいですから、簡単に見分けられそう。それではテクニックリセットして岩場ジャンプ繰り返しましょうか。いたー。記録は243匹目。お早いな。今のとこ全然沼ってない。今回の動画すぐ終わっちゃうかもしれませんね。すぐ終わっちゃうなんて寂しいな。捕まえました。レベルは問題なくて、技構成は眠るか見砕くじゃれつくて助け。ゴーストタイプなのにゴースト技ないのかよ。証はありませんでした。それでは引き続きあの草粘っていきましょう。色違いは上の部分が白っぽくなるらしい。あの草は遭遇パワーではなくデカデカパワーつけます。大量発生中に遭遇パワーつけると、大量発生のあの草か遭遇パワーによるあの草なのかわからなくなっちゃうので、色違いの確率が高い大量発生だけ倒していった方が効率いいからな。あの草は草ゴーストタイプで、進化したらあのホラグサになる。西部劇に転がっているタンブルウィードがモチーフになってるんだよな。そんな名前なんだ。ふわふわに見えるけど実際は硬くてトゲトゲしてるらしい。風に乗ると最高時速90キロになるとか。やたら詳しいわねマリサ。そんなことねえよ。クイズとか得意なタイプ？クイズ？得意かはわかんねえけど。それではクイズ大会開催していきましょう。おいなんだよこれ。クイズ大会への持っていき方強引だって。もっと自然な入りが良かったか。よしじゃあ入りやり直させて。やり直すんかい。まあ自然な入りじゃないとクイズ付き合ってやんないからな。任せて。なんかさ、色粘り中って結構話すことなくない？お前がそれ言っちゃダメだろ。いや実際ゲーム画面としてはさ、色違いが出るまで同じ作業的なことの繰り返しでしょ。まあ確かに色違い以外でも何か面白いことが起きないと実況しづらいというか。そうかもだけど、そういう時はやっぱり色たびとりおに頼りたくなっちゃうんですよね。色たびとりお、ああいつも手持ちに入れてる色違い御三家のこと、極めし応援サンドイッチの方だった。いやホゲータは間違ってないか。てか今回の動画この3つこすりすぎじゃね。今回はこの色たびとりをこすり回答させてください。ダメだろそんなの。あの草色粘りでゲーム画面が単調な今、サンドイッチ作りは終わってしまいましたし、応援マダムもいません。なのでここは極めしホゲータに盛り上げてもらうしかありませんね。あいつにも限界があるだろ。おやおや、またホゲータが何か言っているようです。なになに、ポケモンクイズ。いやおかしい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 お、さっきより強引な入りだろこれ。もうクイズのこと忘れかけてたし。ということで始まってしまいました、極めしホゲータのポケモンクイズ。回答者はマリサさんとなります。もうわかったからさっさと終わらせてくれ。マリサさんがクイズに正解するまでクイズ出し続けますからね。マジで言ってんのかよ。ここで極めしホゲータのおさらいとクイズ大会の説明です。まず極めしホゲータというのはですね、フィールド上にいる吹き出しが出ているトレーナーに、戦闘画面のホゲータをいい感じに重ね合わせることによって、ホゲ
ゲータがあたかも喋っているかのように見せる技術となります。あんまり説明するもんじゃないだろ。今回はこの極めしホゲータがクイズ出題します。無理があるだろ。頑張ってクイズっぽいトレーナーの吹き出しを探したところ、かなりいい問題ができたので、マリサさん頑張ってください。吹き出しでクイズなんかできんのかよ。まあわかったよ、早く正解してこのくだりを終わらせてやる。それでは行きましょう。第1問。第1問は場所を説明してください。ジムはどこじゃ。は、なんの。口頭で結構ですので早くお答えください。わかるわけねえだろ。何ジムか言ってくれないとこっちもどこか説明できねえんだわ。フィールド上の吹き出ししか使えない弊害が思いっきり出ちゃってんだよ。時間切れです。次の問題。回答教えてくんねえのかよ。てかこの感じだと作文にセンスがないから正解するのきついだろ。次の問題はイントロクイズです。イントロクイズ。おい、吹き出しに音はねえんだからイントロもクソもねえだろが。早押しで何の曲かお答えください。それでは流れます。テンテンテロリン。ポケセンの回復する音。正解です。なんか正解しちゃった。いや、あれをイントロクイズとは認めねえからな。ならば今の問題はなかったということで、余計なこと言っちゃった。次の問題。捕まえてもいい？何をだよ。いいよ、もう捕まえろよ。正解です。はい。技構成見ていきましょうか。あの草の色違い出たんかーい。技構成は種マシンガンまとわりつくたたりめメガドレイン。普通に色違い捕まえられなくなっちゃったの。証はありませんでした。まあクイズの下り終わったからいいか。それではこの夜猿の進化前のマンキー色粘りしていきましょうか。確かマンキーは放置で粘れる場所があるらしいのよね。だから結構楽に粘れるかと思います。この夜猿はノココッチと同じように新進化が追加されたポケモンなんだよな。新進化ポケモンは進化条件がめんどくさいんだけど、怒り猿からこの夜猿への進化方法は何なのかしら。フンドの拳を20回以上使った状態でレベルアップ。フンドの拳を20回使ってレベルアップ。もしかしてまた技粘りしないといけない。マンキーは何レベでフンドの拳覚えるのかしら。怒り猿しか覚えない。怒り猿しか覚え、放置粘りできねえじゃねえか。怒り猿は何レベでフンドの拳覚えるのかしら。35な。なるほど。とりあえず怒り猿の大量発生の場所に来てみましたが、35言ってる怒り猿がスズメの涙ほどしかいないんだけど。それは言い過ぎだろ。てかここに出てくる怒り猿最高レベルが35っぽいけど場所選びミスったかな。いや、ここ以外だとゴーストジムのレベル制限超えちゃうからここしかない。多分きつすぎでしょ。シャッタッタ怒り猿色違い。お、まずは1匹目だな。お願い35、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 お願い35だー。マジで怒り猿色技粘り終了。まさかの1匹目から35なんて。捕まえました。技構成は、よしちゃんとフンドの拳。他はクロスチョップダメ押し暴れる。証はありませんでした。さて、フンドの拳20回使ってこの夜猿に進化させますか。20回って結構多いよな。レベルも40ぐらいまで上げますか。内回路違いるわ。ラッキーすぎ。捕まえました。証はありませんでした。ということで怒り猿をこの夜猿へ、墓地をハカドップへ進化させました。墓地の進化条件は夜にレベル30以上でレベルアップ。それではゴーストジムに向かいましょうか。ゴーストジムリーダーはライムって人なんだよな。確かダブルバトルで戦うはずだ。まあ待って、応援マダムさんですか。格好は違うけど同じキャラっぽいな。そうですよね、応援マダムさんですよね。待って、マダム消えちゃったんだけど。もういいよ、ジム戦行こうぜ。リスポーン地点どこ。リス狩りしないと。なんでマダム倒そうとしてんだよ。いたー。フリッジタウン内を周回していました。周回ルートはこちらになります。そんなことやってっから投稿が遅れんだ。いや、ダイパのエムリットみたいな表示やめろ。最後にツーショットしてお別れしましょう。取りすぎだろ。これサムネ確定だな。絶対にやめておけ。それではライムとのダブルバトルやっていきましょう。相手の初手はミミッキュとジュペッタ。こちらはあの草この夜猿。あの草？なんであの草あのホラブさえ進化させてないんだ。おい、あの草のレベル捕まえた状態のまま上がってねえじゃねえか。これは作戦です。まずはあの草が種マシンガンを味方のこの夜猿に撃ちます。は、ついに頭いかれたか。しかもこのあの草にはイカ様ダイスを持たせています。イカ様ダイスは連続技が4回以上当たるようになるという持ち物。おい、この夜猿ちゃんと倒しに行ってんじゃねえか。はあ、この夜猿が覚えてるフンドの拳の効果知らないの。フンドの拳はダメージを受けるたびに威力が50上がるという技。そうか、あの草から連続技を受けることでフンドの拳の威力を上げるんだな。ダメージを最小限に抑えるために進化させずレベルも上げなかったわけ。いや、天然記念物が天然記念物に攻撃していいのか。甘やかしすぎると生きていく力がなくなっちゃいますから。雨とムチのバランスが重要って言いますし。あ、はいはい、待って、あの草やられたんだけど。そりゃレベル低いからな。あの草に気合のハチマキ持たせてリベンジします。イカ様ダイスやめ3回。今度は相手2匹ともこの夜猿に攻撃してきました。この夜猿には素早さが上がるこだわりスカーフ持たせたんですけど、2匹とも影打ち。この夜猿のフンドの拳でミミッキュの化けの皮を剥がした。そして肝心のあの草種マシンガン、よし、ダメージは全然入ってない。あとはなるべく多くの回数当ててくれれば。3回だな。まあ2回よりはマシね。現状この夜猿は攻撃を5回受けている。フンドの拳の元の威力が50で攻撃1回につき50上がるから威力300まで上がっているな。影打ちであの草倒されるも、フンドの拳でジュペッタ突破。相手3匹目ハカドップ。こちらも3匹目ハカドップ。ハカドップはジャレツクでミミッキュ削りましょうか。ミミッキュ影打ち。相手のハカドップはフンドの拳で突破。ジャレツクでミミッキュは倒れず、相手ラストストリンダーだな。フィードの拳で倒しました。ミミッキュ噛み砕くで倒しました。なんかめっちゃあっさり勝ったな。これで12個目のバッジゲットしました。残りは6個だ。それではあの草の進化後の姿見ていきましょうか。あの草はフィールドで1000歩以上連れ歩きした後にレベルアップで進化。はい、今回の色粘りカウンターはこんな感じでした。というわけでここまでのご視聴ありがとうございました。おい、こらな。何よ、本当にこれで6は終わりでいいのか。何が言いたいのよ。分かってるんだろ。三つ串のココッチと3匹一カネズミの色粘り。私そんなのやるって言ったっけ。ほら、視聴者さんからこんなにコメントが来てるんだ。お前は期待されてるんだよ。それとも
もあれか、視聴者さんの期待を裏切るっていうのか。どえー、いややばすぎるコメント混ざってるんだけど。やっていきますか。色三つ節のここっち。色三匹一家ネズミを捕まえるおまけコーナー開始だな。おまけコーナーでやるレベルじゃないのよこれ。とりあえずのここっちの方からやってみますけど、のここっちの色粘りはですね、最初に北南6番のルチャブル洞窟でやっていきます。エリアゼロっていうところが一番効率よくのこっち粘りできるらしいが、今のストーリー進行度だとエリアゼロにはいけない。こんな洞窟でのこっち粘りする人他にいないでしょ。粘り方としては、洞窟内に色違いのこっちがいるか確認して、いなかったらピクニックでリセットするやり方です。一度25匹湧く感じですね。洞窟狭いしのこっちしか出てこないし、思ったより効率悪くないかもな。大量発生じゃないのでもちろんノーマル遭遇パワーつけてます。念のため場所貼っておきます。っていうかこれ主人公の場所移動しなくても残っち15匹確認できるわ。同じ位置でピクニック開いて確認して、ピクニック開いての繰り返しの半自動粘りか。ピクニックの位置によっては残っちが湧きにくくなるので調整が大事ですね。半自動粘りなら結構楽にできそう。いや楽なわけはないんだけども。ついに始まったな。なんでそんな嬉しそうなのよ。改めて確率を確認しておくと、色三つ節のここっち、色3匹一家ネズミが出る確率は何にもないと409600分の1だな。聞きたくなかった。まあでも今輝きパワーレベル3発動させてるから 102,400 分の1で出るわけだ。聞きたくなかった。マジで色違いきたかも。どれだ。ほらこれこれ。お、マジだ。洞窟内くらいからちょっとわかりにくいな。捕まえました。ありがたいことにここで出るのこっちはハイパードリル必ず覚えてるんですよね。そのまま進化できるわけだな。証はありませんでした。さてレベル上げたので進化させていきましょう。 1% で三つ節になるからな。 1% はですね、結構高いですから。高いですからね。高いんですよ。正面からだとわかりづらいな。カメラぐるり。いやだー。当然のように2節フォルム。三つ節はここの節の部分が1個多いんだよな。今の色違いのこっち、捕まえた意味なかったってことでしょ。まあそういうなって。そういえばですね、動画の最初に捕まえたけど事務戦で使わなかったのこっちがいました。お、こいつ進化させてなかったな。あーカメラぐるりと。いやだー。おいこのぐらいで悲しんでたらやってけねえぞ。先は長いんだから。まあでもあと98匹やれば出るから。のこっちガチャに天井あると思ってる。さあ引き続きやっていきますか。のここっちのフォルムについてだけど、進化した時に2節になるか3節になるかは出会った段階で決まってるらしい。つまりレポートを書いて同じのこっちを繰り返し進化させてもフォルムが変わることはない。まあさすがにそうだよね。ちなみにこのおまけコーナーにおける遭遇数カウンターについてですけど、色違い三つ節のここっちが出るまでリセットしません。色二節が出てもリセットしないってことだな。終わるまで見たのこっちの色数が加算されていく。よっしゃ色違いった。もうここでの色粘りも慣れたもんだな。三つ節じゃないにしても、せめて証とか持ってると嬉しいんですよね。色証を集めてると思えば少しは気楽にできますから。証はありませんでした。まあね、証なんてどうでもいいんですよ。手のひらくる。色三つ節が出ればいいんですから。色証三つ節を探してるわけじゃないのでね。あーカメラぐるり。いやだー。これ毎回こんなに悲しむの。そりゃそうでしょ。私はいつでも全力なんだから。出ません。まあまだ6匹しか捕まえてないから。6匹も捕まえてんだよ。あれなんでレッツゴーでのこっち倒してんだ。あー、のこっちの群れを任せバトルで倒していったら色違い出るまで戦い続けてくれるかなって。完全な放置粘りってわけか。いやでも効率は悪そうだな。どうなんですかね。あー、一定数倒すとクワッフが戦うのやめて戻ってきちゃいますね。さすがに完全放置は無理か。やっぱりちゃんとピクニックリセットします。いやー画面の動きなくて地味な作業だな。お、色違いったな。捕まえました。証ありました。時々見る証。よしやっぱり色証が出るとモチベーション上がりますね。はい、10匹目まで捕まえたので4匹一気に進化させていきます。4匹一気にやればさすがに1匹ぐらい三つ節出るだろ。いやだー。まあね、正直言ってね、これぐらいは覚悟してましたよ。どうしたどうした。のこっちでワンボックス埋まるぐらいまでは普通に出なくてもおかしくないんじゃないかと。まあなんせ 1% だからな。とりあえずワンボックス埋まるまではなんとか頑張っていきたいんですが、やっぱり私実況者としてはこの絵面が変わらない作業的な実況画面をなんとかしたいんですよね。楽しく飽きなく色粘りをお見せしたいと言いますか。ほー、なんか楽しく実況する案があるのか。とりあえずこのカウンターの数字が大きくなるほどサイズも大きくなっていくやつやりますか。何も案がないなら正直に言えや。じゃあ別のゲーム映像を隣に出しておくのはどう。おう、懐かしいな。不思議のダンジョン。デラックスは青の救助隊、赤の救助隊のリメイク作品なんだよな。じゃねんだよ。もう色違い出るまでカットしろ。はい、色違い出ました。捕まえました。証ありませんでした。12匹目色違い出ました。捕まえました。証ありませんでした。視聴者さんの中にもね、三つ節色のここっち粘りをしたい人がいると思うんですよ。いるわけねえだろ。そこでエリアゼロとこの南6番の洞窟とでどちらが効率いいのかを検証したいと思います。エリアゼロの方がいいんじゃないのかよ。いやそれがですね、エリアゼロはノココッチも出るんですよ。対してこの洞窟はノコッチしか出ません。それに何の差があるんだよ。実はですね、野生のココッチはミツクシが出ないという噂があるんですよ。ほう、つまりミツクシのココッチが欲しいならノコッチを捕まえて進化させるしかない。エリアゼロは2節しか出ないノココッチがいる分効率が悪い面もあるということか。そういうこと。というわけでサクッと検証します。ちなみにどちらも大量発生ではないので色違い出現率は同じです。
検証終了。お、結果はどうなったんだ？結果は、エリアゼロの勝利です。なんだ結局かい。出現数はこのようになりました。ただし洞窟ピクニックリセットの方が操作が楽なのでお好みで選ぶといいと思います。よしよし色違い出ました。お、13匹目だな。捕まえました。時々見る証です。さっきも出たやつだ。14匹目も色違い出ました。証はありませんでした。はぁー。もう出ます。もう色違い三つ星のここっち出ます。お願い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 。15匹目の色違い探していきます。ワンボックスでない覚悟してると言いましたが、やっぱりきついです。ほら霊夢元気出せ。何よ。三つ星フォルムの確定進化方法とやらを見つけてきてやったぞ。わざっぷで。本当に確定進化。ニックネームをノココこっちにして進化させると、三つ星フォルムが確実に絶対進化するらしい。ノココっちじゃなくてノココこっち。やった、達成できるじゃん。ジョロ。ということで次の色違いのこっち捕まえます。捕まえたのでニックネームを変更していきましょうか。ノココこっちだからな。子は三つ星の数と同じだ。それではノココこっちを進化させていきます。いやー、こんなことなら最初から言ってくれればよかったのに。いや、私もさっき見つけたんだよこの情報。なるほど、それはしょうがないわね。とにかくこれで色三つ星のココッチは終了。お疲れ様でした。あれ、星の数が1、2。私ニックネーム間違えたかな。本気にすんな、ガセ情報だよ。うわー、ということでガセ情報でした。いやでもニックネームが影響してる可能性はまだ捨てきれない。出会った時点で決まってんだから捨てきれるだろ。いろんなニックネームつけてから進化させてやるぞ。てんてんてろりん。さて4匹の色違いのこっちにニックネームをつけてみました。なんかマリオに出てきそうなやついるけど、皆さんはどの子が三つ星に進化すると思いますか？4匹のうち1匹でも三つ星になる確率は 3.9%。 3.9% ダメでした。もう20匹目ですよ。20匹色違いのストーリー実況動画で1話に色違い20匹出すなんて聞いたことある？確かにな。いや私キリン子会で色違い30匹以上出してたやないかーい。はっはっは、あの時の私すごかったな。もうキリン子会なんてみんな忘れてる。あ、はっは、嫌な空気になってしまったので色違い捕まえたとこまでカットしてみました。カットって便利だな。証持っていますね。ヤサ型の証。やったー、まだ持ってない証だ。よし、この調子でまた捕まえまくっていきますよ。あはは、ついに6話で捕まえた色違いだけで1ボックス埋まったな。おい、どうしたんだよ霊夢、黙っちゃってさ。ふぅ、アンガーマネジメントしていました。怒りを感じたら6秒待つと沈められると聞いたので。怒ってたのかよ。いや、実況中に黙るのだけはダメだろ。はぁ、色違いのココッチだけで何匹いくのかしら。 1% しかないからな。でもまだ私は諦めません。頑張りたいんです。でもね、やっぱり楽しく色粘りをやっていきたいんです。楽しく。なんだ、お題です。1本やってください。1本グランプリー。は、1本台、応援台ありがとうございます。ということでね、始まりました1本グランプリ。おい、勝手に始めんな。てかさっきも似たようなくだりあっただろ。やっぱり色たぎ6話の動画は長くなりますから、間に1本グランプリの1本や2本やっていかないと。お題もですね、視聴者さん提供となります。色違いのポケモンが放った衝撃の一言とは。ではお考えください。うわ、マジで始まっちゃったよこの1本グランプリ。私の1恥さらすだけなんだよな。まあしょうがないから、とっとと答えてとっとと終わるか。さあ、回答権の連打を制したのはマリサさん。いや、誰と連打勝負してんだよ。確かにボタン連打する音聞こえてたけどさ。色違いのポケモンが放った衝撃の一言とは。暗黙のルールみたいなのがあって、自爆持ちは自爆しなきゃいけないんすよね。なるほど、だからあんなに色違いは自爆するんですね。え、何この赤いやつ。不快なのでマイナス2点とさせてください。おい、マイナスなんて聞いたことねえよ。ま、マイナス10点だとどうなるんですか。さあ再びお考えください。はぁ、色違い側の気持ちなんて考えたことないんだよな。早く次の回答をお願いします。理不尽すぎんだろ。色違いのポケモンが放った衝撃の一言とは。いつも壁の中の見えないところに集まってるっす。おい、なんだよ画面乱れてん。もしかして色違いのこっち出た。失礼しました、画面が乱れてしまいました。ただ画面が乱れただけだった。おい、なんだよ2点って。なんで採点済みなんだよ。あのテロンテロンってやつの採点のドキドキ返せ。色違いでないなと思ったら壁の中にいたってことなんですね。解説しないでくれ。さて次1本が出そうな流れですが、どこに1本取れる流れがあんだよ。色違いのポケモンが放った衝撃の一言とは。あらーす、結局ポケモンだから何言ってるかわからないみたいなね。あれ霊夢、なんで黙ってるの。怒らせちゃった。アンガーマネジメントしてる。ごめんごめん、ちょっと投げやりな回答だったよな。色違い出たので捕まえていきます。急に来たのでチェアーマン席からの実況とさせてください。捕まえました。ふぅ、進化もさせていきましょうかね。いやごめんごめん、大喜利もっと勉強するからさ。それに最近霊夢に冷たく当たっちゃってたなって感じてて。あれなんだこののこっち。あ、さっきマリサが回答中の時に捕まえたのよ。おい、まさかそれに夢中で私をほったらかしに。で、てめえ落ち着いて落ち着いて。
はった押すぞこらー。全然マネジメントできてなかった。おいてか三節じゃねえのかよ。なんか、三節来る感じだったじゃねえか。はい、色違いで1ボックス埋まったことですし、ここからは効率を重視して、別のデータと同時に色粘りしていきたいと思います。別のデータと同時に、スイッチを2台使います。ピクニックリセットは放置時間があるので、交互に操作すれば2台同時に色粘りできるんですよ。もちろん通信しながら色粘りするわけではないので出てくるポケモンは別々です。別データで捕まえたのこっちは親名が耕すのポではないですがお許しください。なんだ、半分耕すのポじゃなくなっちゃうのか。耕すのポにこだわり持ってくれてたの？ということでここからはペース上げていきますよ。はい、ただいま色違いのココッチが50匹を超えたところです。まだ三つ節は出ていません。やめたいです。もう赤しもちとかが来ても何も感情が動かない段階まで来ました。やめたいです。まあまあ、ここまで来たんだしさ、頑張ろうぜ。次で出るかもしれないんだし。今やめたらすっごい中途半端になっちまうぞ。確かにそうね。でも、大量のノコッチを目で追っていたせいか、目も疲れてきてて、そんなにか。ノコッチが画面中央にだけ湧いてくれればまだマシなんだけど、結構画面全体に散らばって湧くから、お前目と画面の距離近すぎるんじゃないか。ああ、確かにそうかも。ありがとう。こうやって画面から離れれば、目の動きも少なくて済むわね。おいこらこらこらを争おうとしてんじゃねえぞ。エンドクレジット流すな。お前本当は目とか疲れてねえんだろ。失踪がしたいです。失踪。お前視聴者さん裏切んのかよ。こんなにコメント来てんのに。ああ、ありがとうございます。よっしゃやったるぞー。皆さん、もしこのおまけコーナー達成したら、チャンネル登録、高評価、コメントの3点セットをお願いします。励みになりますので一つでもしていただけたら嬉しいです。でなーい。もしかしてこれ沼ってやつですか？いやもうね、この粘りについては沼の基準とかわかんないんですよ。これぐらい普通なのかもしれませんし。そうは言ってももう色2節のココッチ100匹は超えたんだよな。はあ、現在111匹ね。ここからはさらに効率を上げるためにスイッチ3台同時粘りやっていきます。もう1台追加すんの？全部1人で手動で動かしていきます。やってみるとギリ3台なら同時進行いけます。これなら効率3倍だな。あと、赤しもちの色違いについては最後にまとめて紹介したいと思います。リセットして進化させる場所変えた。すげー。マジで来たー。よっしゃー。結果は、色違いのココッチ、126匹目で三節が出ました。運がいいわけではないんだろうけど、100匹ちょいで出てよかったな。いやー本当にきつかったですよ。全のコッチ遭遇カウンターは、103,095、でした。間違いなく過去最高の数字だ。あれ、そういや、こいつは証持ちだったのか。あー、どうだったっけな。確認してみましょうか。証、マジで証持ってたんだけど。お、マジかすげーな。まさか三節色証を手に入れてしまうとは。色証じゃなきゃいけない縛りなかったのに。お前やるじゃねえか。えへへ、やっぱ霊夢は持ってんな。こののココッチ別データで出たから親名違うのがたまに傷だけど、何の証を持っているんでしょうかね。こちらごめんなさい、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 一体何が起こっているの？見たことのない証持ちの色三つ節のココッチが出たな。確率いくつなのよそれ。二つなパワーとかつけてたから具体的にはわかんねえけど、純粋にどれだけ珍しいか計算すると、色違いの確率が4,096分の1、三つ節が100分の1、見たことのない証持ちが1000分の1だから、4億960万分の1だな。4億？もしかして起きてる？奇跡。一生分の運を使い果たしたとはまさにこのこと。そういえばひとしら三つ節色のココッチのコメント、現実になったな。サイズ確認もしましたがさすがに最小でも最大でもありませんでした。それとまだ進化させてなかったのこっちが2匹いたので進化させておきます。合計で色違いのココッチの数は128匹となりました。そして赤しもちがどれだけいたのかの紹介もさせてください。赤しもちは合計26匹いました。5匹に1匹ぐらいか。時々見る赤しがやっぱり高確率で出ています。ということで無事に色三つ節のココッチ粘り終了しました。ということはまた気合い入れないとな。気合い？色3匹1カネズミ頑張って。マジでやるんすかこれ。はい、3匹色一カネズミ粘りやっていきます。おまけコーナーも折り返し地点だな。見たことのない証出たんだしもう取れ高十分じゃない。いやいや、ノーマル回なんだから一カネズミも出さないと。はぁー、沼りませんように。とりあえず遭遇パワーつけてワッカネズミ倒しまくります。ピクニックリセットじゃなくて倒していくのか。ノコッチみたいに半自動でできる場所なさそうだし、ワッカネズミの色違い判別するのマジできついからね。レッツゴーしまくった方が効率良いかなと。あ、それとワッカネズミもスイッチ3台でやっていきます。ピクニックリセットじゃないんだから3台操作できなくね。そうなんですよ。そうなんですけど、ユニオンサークルでサンドイッチ
ッチを3人一緒に食べて、ユニオンサークル解散後、1代目輝きパワーついてる状態で30分粘る、その後2代目30分粘る、最後に3代目粘る、1代目終わった時点で2代目と3代目の輝きパワー消えてないか？ああ、実はサンドイッチパワーってホームボタン押しておけば時間止まるんですよ。なのでプレイするスイッチ以外はホームボタン待機するんです。それって実質1台プレイと変わらないんじゃ。いや、こうすることでサンドイッチ1回食べれば1時間半分粘れますし、食材も節約できるんです。なるほどな。クワックがレッツゴーしなかったので、このワッカネズミ色違いっぽいです。いや、マジで色の違いわかんねえな。よしよし色違いです。捕まえました。層の証持ちでした。気分に関する証だな。またすぐ色違い見つかりました。おお、いい調子じゃねえか。捕まえました。証はありませんでした。それでは進化させていきましょう。一家ネズミになるとネズミが後ろに増えるんですけど、3匹家族の場合はここら辺に1匹、4匹家族はここに加えてこっちにも1匹増えるって感じです。そう、まさにこのような感じです。つまり進化後、こっち側にネズミがいなければいいってわけだな。いなければいいって言葉悪いけど、まあそういうことです。当然4匹家族。でもこっちのネズミ可愛くて結構好きなんだよね。そう言ってられるのも今のうちだぞ。一家ネズミは何匹目の色違いで3匹家族来るんだろう。ちょっと計算してみるわ。計算で出せるもんなの？いや、その前に、126匹のここっち出して3つ伏し出る確率計算するか。1% を126回やって出る確率だから、約 72% だ、多分。なるほど。逆226回やっても出ない人が 28% いるわけだな。で、一家ネズミだが、何匹やれば半分の 50% 超えるか計算してみるか。69匹だな。69匹？まあ、つまり、69匹以内で出れば運がいい方って感じだ。お、オッケー、大体わかった。よしよし色違い出た。このボールは3人用なんだ。は？捕まえました。証なしです。プリンの色違いが出たので捕まえておきます。こいつも色違いわかりにくいな。捕まえました。証なしでした。さあ、進化させていきま、ダメでした。発光して近くの砂浜で大量発生出たのでここで粘っていきます。60匹は倒したところです。別データの方だな。ここの砂浜はですね、めちゃくちゃ見やすいんですよ。邪魔な草がないので頑張れば色違い判別目視でいけます。大量発生は倒すと終わっちゃうからな。倒さずに判別できた方が効率いい。あれ、そのズーム機能はなんだ？視聴者さんに教えてもらったんですけど、スイッチ本体のズーム機能です。ホームボタンを2回押すと簡単にズームしてくれます。SV のカメラ機能も悪くないんですけど、ちょっと起動と収容がスムーズじゃないのが嫌なんですよね。なのでしばらくこっちのスイッチズームで判別していきます。判別できるならテクニックリセットで粘れるな。待って、これ色違いなんじゃないの？お、判別できたか？やったー。レッツゴーの判別なしで自力で当たった。そうか、別データだから手持ち御三家じゃないのか。捕まえました。証はありませんでしたが、この調子で目視判別力鍛えて捕まえまくりたいと思います。どうも、ワッカネズミの色違いを完璧に判別できるようになった。色判断と申します。またなんか始まった。サッカーの審判に即判断って人がいたのは聞いたことあるけど。皆さん、壁の中にポケモンが埋まっていることがよくあると思うんですが、埋まっているポケモンが色違いかどうかしっかり確認していますか？いや、埋まってんだから確認しようがなくねえか？壁に近づいてカメラワークを調整してですね、レッド L ボタンを押すとこのように、壁の中を覗くことができるんです。え、そうなの？もちろん壁によっては覗けないタイプのものもありますが、覗ける壁はしっかり確認しないとですね、色違いをスルーしてしまう恐れがありますから、そんなところ色違いでねえだろ。壁の中にポケモンがいた場合、 ZL で照準を合わせて ZR でボールを投げれば変なカメラアングルになりますが戦うことができます。え、ちょっと待って、今キラーンって音がしたような。そりゃそうですよ、このワッカネズミ色違いなのですから。色違いだったの？霊夢、お前壁の中のワッカネズミまで目視判別できるようになったのかよ。どうも、色判断と申します。もういいよそれ。なんかこれ見ると壁そのものがモンスターみたいだな。壁そのものがモンスター、なるほど。 FF7 のデモンズゲートみたいな感じですね。誰がわかんだよそれ。じゃあ前衛の壁は何？このフラダリみたいなの。マリサのせいで話がそれましたが、捕まえていきましょう。ほとんどお前だろ。無事捕まりました。確認していきましょう。うわ、マジで色違いじゃねえか。証はないみたいだ。なんだ、埋没の証とかあると思ったのに。そんな不体成形みたいな証ねえよ。ワッカネズミ結構捕まえたので進化させていきます。はい、現在色違い4匹家族、一家ネズミが14匹。ここまで捕まえた一家ネズミですけど、デカデカパワーをつけて粘っていた時もあったので、最大の一家ネズミがいるか確認してみます。イッツアビッツポケモン。おい、それって、こんなに大きいのめったにお目にかかれないわ。え、世界一大きな一家ネズミだってよ。でっかいの見せてくれてありがとう。でっかい証だー。マジで最大の一家ネズミいたんだけど。確か確率は、デカデカパワーがついていなければ16512分の1、デカデカパワーついてれば64分の1だ。最大サイズと小さめの一家ネズミを比較してみました。こう見るとめちゃくちゃでかいな、この一家ネズミ。最小も見てみたいわね。ちびちびパワーつけて最小一家ネズミ狙うのもありなんですけど、デカデカパワーつけた方が色違いの判別しやすいので、デカデカ継続でいきます。はい、色3匹一家ネズミが出ないので引き続き粘っていきます。現在色違いワッカネズミは1ボックス埋まるところまで来ている。しかし霊夢は色違いに対する感情を失ってしまった。色違いが出ても驚いたり喜んだりしない、ただひたすら色粘りをし続けるマシンになってしまったのだ。そりゃそうですよ。残っちとかも合わせると色違い捕まえたのもう160匹いってるんです。色違いがいても、その色が違うことに何の驚きもないんですよ。まあとりあえずね、3匹が 50% で出る69匹でしたっけ。69匹まではとりあえずやっていきます。てかさ、2月13から15にワッカネズミのバレンタインレイドイベントあるよな。あ、あるわね。レイド
は3匹家族が出やすいとか聞いたことあるけど、もしかしてそっちで粘った方が効率良かったりするか？当日になってみないとわかんないけど、いやさすがに色違い確率はこっちの方が高いだろうし、いや、そもそもね、そんなの待ってる暇ないんだよ。なるべく早く録は終わらせなきゃいけないんだから。まあ確かに、この色違い縛り旅シリーズ企画、1話からずっと毎週投稿されてたのに、この録話のせいで視聴者さん1ヶ月近く待たせてんだよ。もうこれ以上先延ばしにできない。ということでもう一カネズミ諦めて投稿しませんか？一番中途半端だしダメだろ。ほら一カネズミは別の回で粘る的な。ね、それは許されない。はにゃあ。バレンタインレイド前ですが、なんか3匹家族一カネズミのレイドがあったので入ってみます。マジかよ。これ色違いだったら企画達成でいいのよね。まあそうなるか。確かレイドって色違いのエフェクトが出ない。いや通常色だこれ。レイドは輝きパワーの効果意味ないらしいしな。はい、普通に通常色でした。はい。ただいま、ワッカネズミ3匹チャレンジ44連敗中。残っち粘り含めてここまでやってきたこの私がですね、三つ節と3匹の色粘りにおける重要なことをまとめてみたいと思います。おお、珍しく真面目な内容だな。実際にやって気づいたことは残しておきたいですからね。まず一つ目は、これは最も重要なことでもあるんですが、三つ節、3匹色粘りは、やらない方がいいということです。初手本末転倒きました。理由は大変だからです。もしそれが伝わってなかったらこの動画やばいよ。まあ冗談はさておき、そうですね、色違いがなかなか出ない時もあるということですかね。当たり前な気がするけど。当たり前ではあるんですけど、私最強で残っちが6000匹連続で色違い出ないことありましたから、もうそれは見逃してるだけな気がするけど。まあでも確かに数時間色違い出ないことなんてザラにあるよな。あとは輝きパワーの30分をいかに効率よく使うかですね。証確認と進化確認は輝きパワーが切れてからにするとか、すぐ捕まえられるように手持ちとボールを整理するとかです。お前効率悪いモンスターボールばっか使ってた気が。あとこれは三つ節色のココッチを出した時に気づいたのですが、出る気がするときは出ません。はい、なんかこの色のコッチ三つ節になる気がする。進化のカメラアングルがいつもと違う。テスト100匹目の色のコッチ、こういうなんか出る気がした時には出ないんです。気持ち的な話。あいつは全く期待してない無の時、不意にやってくるんです。次お願いします。次は砂浜大量発生ワッカネズミの話ですけど、遭遇パワーをつけるのもありということです。大量発生と遭遇パワーの相性悪いんじゃなかったっけ？いやここに関してはですね、遭遇をつけた方が単純に数が増えることが多いです。まあでも大量発生の微妙な発生位置で結構変わるので試してみるといいと思います。もちろんデカデカパワーつけるのもありです。色違いの判別しやすくなりますし。でももうお前デカデカなしでカメラも使わずに判別できるよな。慣れてきたらいけるようになったんですよね。そんな感じですかね。てかなんなのこの画面。色違いワッカネズミ視点のバトルです。また壁の中に出たのかよ。捕まえました。その後も霊夢は企画達成のため、色違いを捕まえ続けた。進化もさせた。しかし色違い3匹、1カネズミは出ない。霊夢は失踪。謝罪を何度も考えた。果たして彼女は諦めてしまうのだろうか。はぁ、これが、69匹目。69匹以内で出れば運がいい方なのよね。この時点で出てないならもう運がいいとは言えない気がするけど。頼む、してくれ。お願いします、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 お願いします。私は選ばれし者ではなかったみたいです。まあそう言うなって。もう少しで100匹だから。ほら、100匹までに出れば運がいいことにしよう。 1% なわけだしさ。 1%? もうやだ、何も考えたくない。ちょっと、霊夢、待って待って待って。1233、ネズミが3匹。3匹って何匹家族？バカだれ、3匹家族じゃねえか。よっしゃー、マジで出た。70匹目の色違いで3匹家族ということは、これで企画達成だー。残念ながら証はありませんでしたけど、色違い三つ節のココッチ、色違い3匹、1カネズミ捕まえました。ワッカネズミの遭遇数は77000だ。色証1カネズミはこんな結果になりました。時々と時間帯が多いな。そして色違いのココッチと1カネズミの数は合計で198だな。ギリ200いかなかった。いや、実はですね、捕まえたけど3匹じゃなかったのでリセットした1カネズミが5匹いたんです。リセット？大量発生消えるのが嫌で色々試していた時に。なるほど。なのでそれを入れると203匹になります。改めて考えるとやばいな。まああと、この回、ノーマルゴースト回である6話で捕まえた色違いは合計で212匹となります。ウニジブだ、フラエッテ、ブエゼルとかも出ていたので捕まえました。ということで皆さん、ご視聴そして応援コメントありがとうございました。ありがとうございました。ノコッチよりワッカネズミの方が粘り難易度が高いので、興味のある方はノコッチから粘ってみるのをおすすめします。次回の動画は色違い縛り旅7話を投稿する予定ですので、見逃さないようにチャンネル登録をお願いします。高評価とコメントもお待ちしていますからね。ついにノココッチと一カネズミの色粘りを達成した霊夢。次回は地面エスパー界。ノーマル界と比べると取れ高があるか不安でいっぱいだが、なんと天然記念物ルールのせいでキリン力をリッキリンに進化させることができない事態。次回、ノーマル界を超えろ。SV あるある、色違いを見つけた時に突っ込んでくる別のポケモン。邪魔とか言うな。イライラする、マジで。怖。ということで、ポケットモンスタースカーレットバイオレット、色違い縛りの旅やっていきまーす。今回は地面タイプとエスパータイプのパルデア新ポケモンを捕まえていくんだよな。そうそう、まずは地面タイプのパルデア新ポケモンのノノクラゲを捕まえていくわ。さてそれ
それでは地面タイプの色違いが出やすくなる輝きパワーサンドイッチを作っていきましょうか。輝きパワーを使うと色違いが出やすくなるんだよな。今回作る地面タイプ色違い用のサンドイッチレシピはこんな感じになります。これはあくまでも一例で他にも地面色違いレシピは存在するようです。おい待て待て、レシピが全然違くないか。あ、ちょっとですね、視聴者さんのリクエストにお答えしたいと思いまして、上のパンと下のパンをひっくり返したパンを作ってくだ。どういうリクエストだよ。サンドイッチのひっくり返しにおける私の研究成果を披露させていただきますと。何を研究してんだよ。ひっくり返すならせめてお好み焼きとかにしてくれ。初手トルティージャ手前置きで下のパンをひっくり返します。初手トルティージャ手前置き。その次にハムスライスをパン手前にポジショニング。ハムは薄くて面積が広い点が採用理由となりました。そしてハムの上に豆腐を積んでいきます。ハムスライス消えちゃってますけど、もうお気づきかと思いますが、多分だけどまだ気づけてない気がする。この積まれた豆腐の上空で上のパンをリリースすることによって、上パンが豆腐とのインパクト後に前方伸身半宙返りを決めることになります。全然ついていけないし、やっぱり気づけてなかった。上パンは着地後に下パンとの距離が離れていると消えてしまうので、着地点調整のためにハムと豆腐で座標をずらしたというわけです。もう少しで終わると思いますので、皆さんどうかお付き合いください。よし、上パンがひっくり返りました。着地点は完璧ではありませんが、上パンが消えていないので合格とさせてください。ということで、上のパンと下のパンのひっくり返しに成功しました。これ地面タイプ用の輝きパワーつけるんじゃなかったの。すみません、地面用のサンドイッチ作り直します。最初からこの綺麗なやつだけでよかったよ。さあ、それではまずパルデア新ポケモンのドウの進化前、パルデアウパーの色違いを粘っていきましょうか。パルデアウパーとドウは独自面タイプ。通常のウパーヌオーとはタイプが異なる。よっしゃ、それでは大量発生で粘っていきましょうか。いやー、色粘り楽しみですね。テンション高いな。そりゃそうですよ。なんてったって、まこっちワッカネズミ以外の色粘りは久しぶりですから。確かに前回地獄の色粘りだったからな。この2匹だけで色違いに100匹近く捕まえた。ということでね、いつものように前回いただいたコメントに回答しながら色粘りしていきます。お疲れ様でした。感情は戻ってきましたか。おかげさまでこの通り。どの通りだよ。また色粘り頑張っていきますよ。登録者14万人おめでとうございます。前回の動画で登録してくれた方も多かったみたいだからな。いや、本当にありがとうございます。前回のノーマル回についてのコメント、色違い厳選お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。とても面白かったです。間違いなく過去最高の神回。面白い動画で長めの尺もあっという間、最高です。次回も楽しみにしてます。ありがとうございます。色三つ節のココッチ、色三匹一家ネズミの挑戦はですね、色旅スタート時点ではやろうなんて考えてもみなかったですし、まさか達成できるなんて。いや、本当に視聴者さんのリクエスト、コメント、応援コメント、これがなかったら達成はありませんでしたから、皆さんのおかげと言いますか、これからも一緒に頑張っていきたいなと思っています。真面目すぎんだろ。お前のことだからボケんのかと思って構えちゃったわ。なんかボケちゃいけないとこでしょ。待ってました、そりゃ時間かかるなって思いました。のここっちすごすぎる。レイモンにさせてもらいました。次回も楽しみにしてます。利用達成おめでとうございます。魔女魂に敬意を込めて、神神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 神最強に大変な企画達成おめでとうございます。家族みんなで笑わせてもらいました。ノーマルゴースト会本当にお疲れ様でした。ダガヤスの子さんと、そしてレイムとマリサの命がけの行動、僕は敬意を表する。ダガヤスさんの努力に敬礼。皆さん本当にありがとうございます。いただいたスーパーサンクスはですね、何かしらチャンネルのためになることに使わせていただきたいと。ダガヤスの子さんの努力が報われて嬉しい。マリサとレイムの掛け合いが一番好きなチャンネルです。ありがとうございます。できる時は朝から夜まで粘ってました。ざっくり計算してみたんですけど、合計200時間以上は色粘りしていたかと思います。おめでとうございます。急上昇4位。ありがとうございます。今急上昇4位。確かゲーム急上昇ランクで3位。3位。全体急上昇で4位だった。全体急上昇4位。タガヤスのポケモン過去最高の記録だな。急上昇タブっていろんな人が見るよね。そこから初見の人も見に来てくれるからな。初見さん、サムネの三つ節と3匹家族見てきてくれた人、まさかそれが動画本編とは関係ないおまけコーナーだったなんて。しかも前半で色旅トリオとかわけわかんないことやっちゃった。自覚あるんだ。後半だけで1本の動画にできるのに、マリサさん優秀すぎます。いや、私でしょ。あまりにすごすぎたので、これで三つ節と知らのここっちに何かいいもの買ってあげてください。ありがとうございます。かけっこが好きみたいなので、かけっこを買ってあげようと思います。かけっこ買うってなんだよ。色違い粘りお疲れ様でした。こちらお二人と高安様でお好きなものを買ってくださいませ。次も楽しみにしております。ありがとうございます。お好きなもの、購入させていただいたものに関しては後日お伝えできたらなと思います。急上昇おめでとうございます。ところでアンパン好きですか。ありがとうございます。アンパン好きです。次のコメントは、あれ色違いじゃね。色違いきたー。なんか普通のウパーみたいな色してるんだな。記録は578匹目捕まえました。技変更禁止縛りで主戦に挑みますからね。技構成が重要に、体当たりポイズンテール毒ビシタ焚きつける。毒にできるポイズンテールあるのいいな。そうね、証持っていました。会長の証だな。残っちでも出たやつだ。さあ続きまして、モノクラゲの色違い粘り合っていきましょうか。大量発生です。モノクラゲは地面草タイプで、見た目はメノクラゲと似ているが完全に別のポケモン。崖の上から確認していなければピクニックしてって感じで粘ります。コメント回答の続きをやらせてください。応援マダムレグラーにしてください。応援マダムをレグラーに、私たちと一緒に実況するみたいな。応援マダムはですね、仮にレグラー化したとしても神聖なものなのでね、いるだけですよ。残念ながら喋ったりはしません。私たち二人のポケモン実況だからな。よろしくお願いします。いや、喋るなって。なんでこんなに声可愛いんだよ。マジで人知らみつくしすご。マジで高く売れそう。売らないよ。大切なポケモンだからな。
これ相場いくらぐらいなんですか？おやめろ。彼氏と一緒に見てびっくりしました。応援しています。あ、ありがとうございます。彼女と一緒に見て驚愕しました。すごすぎます。ありがとう。もしかして二人付き合ってる？これぞエンターテイナーの鏡。しかし皆さん、今回が最大の山場だと思っていませんか？まだまだあるんですよ。最終回にシャリタス3種にケンタロス3種が。ありがとうございます。あ、そうそう、当初の予定では8話が氷フェアリー会、最終回の9話がドラゴン格闘会だったのですが、8話をドラゴンフェアリー会、9話を氷格闘会へ変更する可能性がありまして。シャリタスケンタロスはどうすんだ？シャリタスケンタロス？シャリタスは3種類の姿があって、それぞれに色違いが存在する。バルデアケンタロスも同じように3種類いて、それぞれ色違いがいるわけだ。私それもネバルって言ったっけ？色シャリタス全種類も頑張ってください。シャリタスも楽しみですね。ケンタロス3種類粘りますよね。ケンタロスもやってください。イエーイ、前向きに検討します。他にもいっぱいコメントいただいたのですが、すべて回答しきれず申し訳ございません。目は通させてもらってます。初めてコメントしてくれた方も多かったよな。本当にありがとうございます。またコメントお待ちしております。さっきたのクラゲ色違いどれだー？あー、この白っぽいやつか。記録は150匹目捕まえました。技構成はメガドレイン、エアナオトマットショットたたり目。メガドレインあるのいいな。証はありませんでした。サイドウィッチのパワー残ってたので、そのまま粘ってみたら2匹目ののクラゲ来ました。こいつか。昼の方がわかりやすいな。捕まえました。技は1匹目と同じで、テラスタイプが違いました。1匹目は地面、2匹目は草テラス。証はありませんでした。それではウパーを同へ、ノノクラゲを陸クラゲへ進化させていきます。どちらもレベル進化。上毒クラゲよりも毒々しい見た目だな。さて、地面主の偉大な牙倒しちゃいましょうかね。どうは気合のたすき。陸クラゲはメガドレインの回復する量が 1.3 倍になる大きな根っこを持たせました。どうしたんだよ、早く偉大な牙のとこ行けよ。なんか画面に吹き出しが出ていてですね、ちょっとうちのホゲータに合わせてみようかと。また極めしホゲータかよ。よしった。マジで言ってそうな感じやめろ。寝ちゃった。普通に可愛いのやめろ。さあ、それでは土神の主、偉大な牙を倒していきましょう。偉大な牙は地面格闘タイプなんだよな。こっちの初手はどう？そうですね、ポイズンテールでいきましょうか。相手は高速スピンで素早さ上昇。ポイズンテールで毒状態にしちゃいましょう。ポイズンテールで毒にできるの 10% しかないけどな。1回目毒にならず。いや、10分の1もあるんだよ。普段は1024分の1とかと戦ってるんだから。なるほど、10分の1って余裕だな。なんか毒の棘発動したわ。接触技受けると10分の3で毒にする特性だな。その後偉大な牙の叩き落とすを耐えて、こちら叩きつける。そして瓦割りされ同戦闘不能。陸クラゲ出していきます。さ、テラスメガドレインでいきましょうか。ということでテラスタル、相手瓦割り。メガドレインで偉大な牙1戦目倒しました。偉大な牙逃走後2戦目開始。さ、テラスメガドレインしまくってペパーのシコギラン葉っぱカッターで倒しました。これで13個目のバッジだな。残りのバッジは5個。コライドンがライド技滑空ができるようになった。さあ、続いてエスパージムを目指して、エスパータイプのパルデア新ポケモンを捕まえていきましょうか。エスパータイプはヒラヒナ、身軽さ、リッキリンだな。エスパーの輝きサンドイッチ作っていきましょう。レシピはこんな感じになってます。なんか玉ねぎスライスの数が多くないか。あとパンの長さがいつもより長いような。皿からはみ出すぎだろ。今回はスイッチ4台通信してサンドイッチ作りやってみます。なんでだよ。たまにはね、いつもと違う風に作ってみたいなと。ただそれだけなんですけど。なんでどういうこと？まだ具材乗せてる最中なのに上からパンが降ってきた。しかも縦向きに。お前なんかやったか？何にもしてないわよ。ポケモンのいたずらですかね。そういうことにしておきましょう。ということで玉ねぎを上に乗せてみましょうか。あれ消えちゃったな。あー、レシピ通り玉ねぎ乗せていきます。これ最後のパンを乗せるときどうなるんだ？パンを乗せようって出てるけど、パン出てきませんね。なんか握ってる感あるけどな。話してみましたがパン出てこず。まあ当然か。服はいつも通りです。ポケモンのいたずらによって少々ハプニングありましたが、ちゃんと輝きエスパー出てます。出てるんかい。気を取り直してヒラヒナの色粘りやっていきましょうか。ヒラヒナはエスパータンタイプで、進化したらクエスパトラというポケモンになる。めちゃくちゃ見た目変わるのよね。ましてなんか色違いたわ。嘘だろ、早すぎんだろ。チルットのヒラヒナじゃないんかい。まあ色とか黄色で似てますし、ヒラヒナの色粘り完了ってことで。確かにな、黄色でふわふわしてて実質ヒラヒナだから、これで終わりでってならねえだろ。捕まえました。証はありよりのなしでした。いや、なしだろ。さて、ヒラヒナの色粘りやっていきましょうか。いや、粘る気ねえだろ。なんで遠登ってんだ。あ、実はね、現時点のストーリー進み具合だと、今出てるヒラヒナ大量発生場所が遠からの滑空でしか行けないっぽいのよね。崖のとこに飛び乗るのか。さっきコライドンが滑空覚えてよかった。滑空でガチの恩恵受けてんな。ここの地点はですね、比較的粘りやすい場所ではあるんですが、ワッカネズミみたいに壁の中にヒラヒナが埋まってることがあるんですよ。パッと見見えないやつだな。まあもちろん私は ZL ボタンで壁の中も確認するんですけどね。お、確か色判断さんですよね。はい、誰それ？何言ってるのマリサ。てめえ前回ノリノリでやってたじゃねえか。何のことよ。おい、やめろ、私が変なやつみたいな空気にするな。これかー。下のピンクっぽいところが黄緑っぽくなってる。わかりづらいな。君にでなくて1401匹目でした。捕まえました。技構成は念力つぶらな瞳、チャームボイス、電光石火。レベル低めだから結構微妙ね。証はありませんでした。さて、次はミガルーサの色粘りだな。ミガルーサの色粘りは王者の湖がやりやすそうなんですが、出てくるミガルーサのレベルが高いんですよね。50レベルぐらいが出てくるよな。それだとジムリーダーが使うポケモンの最高レベル以下という制限のルール違反になってしまうので、レベル低めのミガルーサが出るにしパルデア界
で色粘り合っていきます。王者の湖は命がけっていう自主退場技覚えてるやついるらしいから、こっちの方が安全ではあるな。色違いに命がけされたらたまったもんじゃない。にしても身軽さ突っ込んでくるから色粘りしづらいのよね。いやなんか色違いいるわ。早ついてるの。またキューポケじゃねえか。淡い色ですね。捕まえました。証はありませんでした。ミガルーサカウンターが1000を超え、ようやく色違い来ました。おう、どこにいるんだ？ほらここに。ミガルーサじゃねえのかよ。ハギギシリの色違いって、すんごい色だな。通常色も色違いも目立つ色してるわよね。捕まえました。証ありませんでした。マジでミガルーサの色違い出ませんねー。お前何やってんの？軽いスカイオーシャンダイビングをパワーアップさせてんじゃねえよ。てかこれミガルーサとか接触してるけど戦闘始まらないのか？どうやらこの体勢は無敵状態っぽいですね。そんなのあんの？待って今アイテムボックス取らなかった？何言ってるのよマリサ。ポケモン実況なんだからそんな音するはずないでしょ。おいこらこらこら裏でマリオカートやってんじゃねえ。待って色粘りありながらマリオカートってどういう状況？マルチタスクの化身。沼っております。もうカウンター3000近く行ってんのかよ。そしてついに、この色違い縛り旅の頼れる相棒ホゲータが、レベル100になりました。うわ、もうそんなに上がったのかよ。クワッスネオハももうすぐレベル100になるし、でかお前誤算化進化させるとか言ってなかった？ああ、もう少しストーリー進んだら進化させようかなと。もうだいぶ進んだだろ。レベル100だから不思議な飴使わないと進化できなくなってるし。はい、クワッスもレベル100になりました。ニャオハもなりました。これで誤算化3匹ともレベル100。しかしミガルーサの色違いが出ない。ミガルーサ出ません。そして、ハギギシリ色違い2匹目が出ました。他のポケモンに色吸われてるな。はぁー、ダメかもしれません。失踪してもいいですか？失踪？お前はもう失踪しないだろ。はい。前回の、色三つ節のココッチ、色3匹一カネズミ粘りという、失踪納得の鬼畜企画を。失踪納得？お前はやり遂げた。もうお前が失踪するなんて誰も思ってないんだよ。そんな展開ある？これシリーズものだよね。失踪全然あるよ。とりあえず黙って粘れ。あ、証があります。時々見る証でした。霊夢は色違いミガルーサを探し続けた。しかし4000匹超えても色違いは出ない。果たしてそれは、いつ出るのか。来た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 。待って。色違いミガルーサ来た。この感じで色違い出ることある？やっと来たわ。めっちゃ緑じゃんすご。いや今状況まとめてたのよ。今じゃないんだって。今だけは違うのよ。はい、捕まえました。とりあえずよかったな。記録は4558匹目。技構成は切り裂くアクアカッター身を削る辻斬り。結構強そうね。証は、証あります。時々見る証だな。ミガルーサは少々沼ってしまいましたが、気を取り直して、エスパー色粘りはまだ終わっていませんからね。リッキリンの色粘りスタートだな。現段階のストーリー状況だとリッキリンは野生で出てこないので、キリン力を捕まえて進化させます。リッキリンは SV で追加された新進化ポケモンなんだよな。キリン力からはどうやって進化させるのかしら？ああ、どうだったかな。ツインビームを覚えさせた状態でレベルアップ、らしいな。なんですって、捕まえた状態から技変更禁止だから、ツインビーム覚えてるキリン力探すしかないな。ツインビームって何レベで覚えるのよ？32レベだな。なるほどね。レベル32超えてるキリン力いないんだけど、確かに20代ばっかりだな。ちょっと待てよー。あ、キリン力29レベまでしか出てこねえわ。はい、キリン力29レベまでしか出てこねえわ。終わりじゃんそれ。え、どうするの？技変えずにキリン力進化させるの無理だよ。この企画終わった？私バカだからよくわかんねえけどさ、ツインビームを覚えたキリン力2匹を親にして深粘りすればいいんじゃねえの？はにゃ、両親が覚えてるレベル技は遺伝させることができるから、ツインビームを覚えた状態のキリン力が生まれる。親は通常職だから技を変更してもいいんだろ。その手があったか。そんな手が見つかってしまったか。まあ視聴者さんに教えてもらったんだけどな。それはそれはありがとうございます。というわけで、ツインビームを覚えた通常職のキリン力をおすすめす用意しますか。両親ともにツインビームを覚えてなきゃ遺伝しないからな。片方だけ覚えていても遺伝しない。だからメタモンとキリン力で付加させても意味がないのよね。はぁ、海外産のメタモン持ってたのに国際付加で効率よく粘るってわけにはいかないわね。さすがに海外産のキリン力は持ってないから、国籍が違うポケモン同士で付加させると色違い出やすくなるやつだな。このデータは色違い出やすくなる光を守りないし、深粘りは輝きパワーの効果が適用されない。国際付加もできないとなると、色違いが出る確率めっちゃ低いんじゃないの？4096分の1だな。マジでどうするのよそれ。海外産のキリン力用意すればいいんじゃないか。簡単に言わないでよ。いや SV 最初始める時の言語選択で日本語以外を選ぶだけで海外データ扱いになるみたいだぞ。そうなの？海外で売られてるスイッチや SV を用意する必要はないみたいだ。日本のやつでいい。ということでですね、海外産キリン力を入手するため、レッツスタートポケモンバイオレット。I'm fine, thank you. あーはーん。英語なので話がわかりにくいですが、あーそういうことね。OK, life is beautiful. 聞いたことある英語並べんな。なんとかキリン力用意できるところまで進めていきます。オーライオーライ、thank you. SDGs 環境のこともわかってましてねえんだよ。はい、なんやかんやして国際付加の準備ができました。キリン力2匹ともツインビームちゃんと覚えてるな。試しに1匹付加させて技確認してみましょう。高速移動ダブルアタックツインビーム噛み砕く。レベル1でもちゃんとツインビーム覚えてますね。問題なく遺伝している。こんな感じで色違いが出るまで深粘りやっていくわけです。深粘りのやり方を詳しく知りたい方は色違い縛り旅ゼロ話の誤算化編をご視聴ください。深粘りで色違い出る確率は683分の1ですけど、野生粘りと違って時間かかりますからね。覚悟してやっていかないといけません。色違いは技を変更してはいけないというわけのわからない縛りによってキリン力を負荷で粘っているこの状況、こいつが決めたルールですからね。一風変わった色旅となっておりますが、皆さんついてきてください。
おやおや、なんかウソッキーの根元で孵化しそうです。こんなにウソッキー映り込むことある？この距離でまだ昨日モノマネバレてないと思ってる？何考えてるんだこのウソ。うわ、なんか動いたんだけど、今一番動いちゃダメだ。また動いてるし。お前あれか？だるまさんが転んだでちょっと動いて注目浴びようとするやつか？動いてないですよ。じゃねえんだよ。何言ってるの？あ、ごめん。ウソッキーが何考えてるのか気になって。いや、キリン力でか。ウソッキーが小さかったのか？完全に気を見て森を見ず状態でしたね。あ、はい。我々こうして色違い縛り旅を進めていく過程で、M1 グランプリっぽいやつですとか、大喜利ですとか、クイズなんかもやってきましたけれども、ほとんど私がやらされたやつだ。いや、色旅でこれらがあるの結構おかしいんだよな。その系統でいくとまだやってないのがあってですね。なんだ？モノマネ、なんですよ。さっきのウソッキー見て思いついただろそれ。ということでマリサ何かモノマネやってくれる？なんで私がやんなきゃならないんだよ。そんなに言うんだったら私がやるよ。おお、やればいいじゃねえか。霊夢？うわ、これよくあるどうぞどうぞのやつだ。私がやるっていうまで待ってるっぽい。しかもリアクションではなくモノマネを押し付けるタイプの。てかこれって二人で成り立つの？最小プレイ人数3人じゃない？っていうかもうこれやる時点で妥協クラブのモノマネってことじゃダメ？はぁ、じゃあ、私がやるよ。え、なに？どういうこと？霊夢がどうぞどうぞって言わなきゃ進まないのに。なんだこの空気は。なんだ？私が、どうぞどうぞ。いやほげーた町だったんかい。待てこいつがモノマネできるわけないだろ。あたたたたた、まさかのケンシロウチョイス。いやよかったね、ホゲータのモノマネ。あいつ万能すぎるだろ。シャー、記録は270匹目。沼らなくてよかった。ちゃんとツインビームもあるのでレベル上げて進化させていきましょう。てかこの方法なら他のポケモンも技構成自由にできるくね。いやそうっちゃそうなんですけど、ほらうちはなるべく野生粘りでいきましょうよっていう方針でしたからね。ということでヒラヒナをクエストトラえ、キリン力をリッキリンに進化させました。ヒラヒナはレベル35で進化だな。さあそれではやっていきましょう。エスパージム戦、ジムリーダーリックとのバトル。相手の初手はリッキリンだな。こちらもリッキリン出していきます。会場にマダムはなしか。どうでもいいだろ。こちら手持ち3匹に対して相手4匹か。リッキリンはノーマルエスパータイプで悪技弱点なので噛み砕くで攻めていきますか。こだわりスカーフを持たせているのでこちらが先に行動。リッキリン硬くない？半分もいかねえのかよ。しかもリフレクターされた。物理ダメージ半分になっちゃうな。相手も噛み砕く。その後噛み砕く合戦に敗れこちらのリッキリン戦闘不能。クエストトラ出します。チャイムボイスでリッキリン倒しました。相手も対抗してクエストトラを繰り出してきた。さあどうすんだこの対面。ちょっと技が微妙なのよね。全体的に威力低すぎる。レベル17の時の技構成だからな。自分で技構成決められないの不便ね。今更言うことかよ。与えられた技だけで戦っていく。ふふふ、なんかメタモン縛りみたいね。相手なんとシャドウボール。シャドウボールあるのずる。2回目のシャドウボールでクエスパトラ戦闘不能。こっちラスト1匹頼んだぞ。ミガルーサ、ミガルーサ1匹で相手3匹倒せんのかよ。ふっふっ、十分勝てるわ。なんだと？なぜなら、身を削るという技があるからだー。あ、身を削るは自分の HP を半分だけ削る代わりに、攻撃、特攻、素早さランクを2段階上げる技。この身を削るさえ成功すれば3匹倒すことなぞたやすい。シャドウボールで抜群取られるのは嫌だから水テラスするわ。水単タイプになってしまえばシャドウボールも等倍で受けられる。そうすれば身を削る込みでもこのターン耐えきれるはず。先に動いたのはクエスパトラでやはりシャドウボール。よし、ちゃんと身を削れる分の HP 残ったわ。よっしゃー、ミガルーサー、身を削れー。これでミガルーサは能力上昇しまくった。反撃の準備が整ったということ。もうこうなったミガルーサは誰も止められないわ。止められないわ。止められないわ。便乗って何？あ、便乗か。便乗は相手の能力ランクが上がった時自分も同じように上がる特性だな。しまったー。相手は身を削ることなく身を削ったことになった。まあ要するにお互いが能力ランク上がったわけだ。ということは相手が先に動いて負けってことだな。はにゃー。いや電光石火だから素早さは関係ないけど攻撃上がってなかったら耐えれそうだった。まあとりあえず負けだな。リベンジします。さっきと同じようにリッキリンで噛み砕く連打。こちら戦闘不能。もうここでミガルーサ出します。クエスパトラ対面前に身を削っちゃうわけだな。そういうことです。このターン噛み砕く耐えて次のターン。水技の威力が上がる神秘の雫持たせているのでアクアカッターでいきます。リッキリン突破。相手2匹目触らないと。アクアカッターで倒しました。3匹目クエスパトラ。アクアカッターで倒しました。ラストフラージェス。アクアカッターで倒しました。身を削るがちゃんと決まればあっさり。エスパージムクリア。14個目のバッジを入手しました。残り4個だな。今回捕まえた色違いのカウンターはこんな感じでした。というわけでここまでのご視聴ありがとうございました。次回も引き続き色違い縛りの旅投稿していくので次の動画も見逃さないようにチャンネル登録お願いします。色違い縛り旅も終わりに近づいてきた。次回は多分ドラゴンフェアリー界。ドラゴンタイプには複数の姿があるシャリタツがいるが、果たして霊夢はシャリタツ全種の色違いを粘ってくれるのだろうか。いやここまで来たんだからやってもらおう。次回姿違いを許すな。色違いあるある。色が違う。ネタ切れならそう言ってください。ということでポケットモンスタースカーレットバイオレット色違い縛りの旅やっていきまーす。今回はドラゴンタイプとフェアリータイプのパルデア新ポケモンを捕まえていくんだよな。そうそう、まずはドラゴンタイプのパルデア新ポケモンのシャリタツを捕まえていくわ。さてそれではドラゴンタイプの色違いが出やすくなる輝きパワーサンドイッチを作っていきましょうか。輝きパワーを使うと色違いが出やすくなるんだよな。今回作るドラゴンタイプ色違い用のサンドイッチレシピはこんな感じになります。これはあくまでも一例で他にもドラゴン色違いレシピは存在するようです。ということで今回のサンドイッチタイムでは食材ごと
とのパンひっくり返しやすさを調べていこうと思います。パンひっくり返しやすさ、おいレシピと違うじゃねえか、どういうことだ。今までパンを散々ひっくり返してきた当チャンネルですが、動画内で触れてこなかった食材でもひっくり返すことができるのか調べたいんです。右上に正しいドラゴンサンドイッチ作りの映像は流しておきますからね。誰も納得してないぞ。尺もないので高速でいきますが、ついてきてください。さあそれでは早速いきましょう。まずは赤パプリカスライスからです。パンを多少動かすことはできるが、厚みがないためひっくり返すことができない。何をやってるかよくわからない方が多いと思いますが、私もわからないので安心してください。チリミフライ、掴んだ時の角度が斜めになっているため扱いにくい食材ではあるが、破壊力は抜群。掴んだ状態でやや左にスライド。フライとパンの接触位置を真ん中にして離せば簡単にひっくり返ってくれる。こう見るとキリミフライすごいな。スモークキリミ、大きさは悪くないが、キリミフライのような厚みがないためひっくり返せない。スライスチーズ、面積が大きい食材のためワンチャンあるかと期待するも、薄いためパンは動かない。しかし何枚も重ねていくと少しずつ上がっていくのがわかる。最終的にパンの下に置くことができなくなり、ひっくり返りには至らなかった。これいつ終わるの。豆腐、物体感が強く厚み大きさと申し分ない。しかし掴み方が悪く、置く際に入射角が発生してしまい、ひっくり返しは絶望的と思ったが、なんと豆腐もやれるのだ。こいつにならせ中を預けてもいい、そう思える大豆製品であった。はい、ドラゴンサンドイッチが完成してしまったため、残りは後半戦としたいと思います。後半戦あるの。さあそれではシャリタツの大量発生が出たので、シャリタツ粘り合っていきましょうか。シャリタツはドラゴン水タイプで、口のような見た目をしている。反った姿、垂れた姿、伸びた姿の3つの姿が存在している。エビ、マグロ、卵がモチーフになってそうね。今出てる大量発生は垂れた姿だから、マグロみたいなシャリタツがいっぱい出てくるって思ったんですが、反った姿ばっかりなのはなぜですか。ああ、どうやらシャリタツの大量発生は反った姿しか出ないらしいぞ。はい、いやいや、大量発生のアイコンが垂れた姿になってるのよ。だからそのアイコンは関係ないんだって。どの姿のシャリタツアイコンだろうと、反った姿の大量発生になってしまうんだ。なんで。知らん。どうして。知らん。まあ別にどの姿でもいっか。どれか一匹捕まえてドラゴンの下押せばいいわけだし、他の姿違いがあるポケモンも大量発生する姿は固定とかいう噂があるな。例えばイキリンコとか。イキリンコ、白いイキリンコの大量発生アイコンなのに緑ばっかり出るみたいな。あった、それあったわ。まさにそれが前の色違い縛り旅であったわ。そういうことだったのか。ふむむ、姿違い許せない。なんかあそこに穴子いない。マジ色違いか。ちょっとまだ大量発生見つけてからシャリタツ52匹目なんだけど、色違いだー。早すぎるー。穴子みたいな見た目の色違いは、反った姿の色違いね。大量発生してたやつだな。捕まえました。技を変えずに主と戦うルールがあるから。技構成は濁流ワルダクミミラーコーというの波動。レベル高いから普通に強い。証はありませんでした。さて少々早いですが、ドラゴンの下押しに行きましょうか。あれ、アルデアシンドラゴンってシャリタツだけだっけ。元トカゲがいるんですけど、4話の時に偶然捕まえたので、その元トカゲを連れて行きます。ちなみにセブレイブは次回の氷会で粘ります。最後の主であるドラゴン主はシャリタツ。しかしこの主戦はまずヘイラッシャと戦うことになる。うわ、ヘイラッシャですか。え、今ヘイラッシャに主人公食べられた。食べられてるんだけど。え、今の即死攻撃。バイオハザードじゃねえんだよこれは。ヘイラッシャはシャリタツを狙ったんだわ。完全に主人公ごと行かれてましたけどね。うわ、普通に生きてる。そりゃそうだろ。ということでヘイラッシャと戦うことになりました。初手元トカゲで行きます。元トカゲはドラゴンのオマルタイプ。技構成は何だったっけ。高速スピン挑発ワイドブレイカー電光石火です。強いとは言えない。レベル20で捕まえた時の技構成ですからね。ちなみに元トカゲには食べ残しを持たせています。とりあえず相手の攻撃を下げるワイドブレイカーやっていきましょっか。ドラゴンテラスタルもしていきます。ヘイラッシャはシャリタツが口の中にいる状態だと、シャリタツの特性司令塔によって能力ランクが上がるらしいんだが、この主戦も適用されてるのだろうか。多分されてない気がするけど。あれそういや、元トカゲの特性ってなんだっけ。ターン終了時に状態異常を3分の1で回復する。脱皮。あ、脱皮か。攻撃下げたのに相手は特殊の水の波動でした。え、水の波動でピヨったんだっぴよ。なんだって。次もワイドブレイカーでいきましょうか。混乱脱皮で回復しなかったな。あ、混乱は脱皮回復の対象外なのよね。毒とか麻痺とかだけか。だから脱皮は弱いんだっぴ。マリサ、腕落ちたわね。私が悪いみたいに言うな。相手アクアテイルするも全然ダメージ入らず。もう一度ワイドブレイカー。ヘイラッシャの仕掛かり。追加効果で元トカゲ麻痺。追加効果引きすぎじゃない。でも脱皮が活躍できそうじゃねえか。脱皮発動せず、ワイドブレイカーでヘイラッシャ一戦目倒しました。ヘイラッシャ逃げていきそうだな。なんか夜の湖にでっかいモンスターって怖くないですか。ちょっとわかる。そんな人のために恐怖を感動に変えておきますね。親指を立てながら溶鉱炉に沈んでいくシーンは涙なしには見られなかったってなるか。はい、ヘイラッシャ2戦目です。元トカゲワイドブレイカー連打。ペパーの欲張りすが突進して勝利だな。しかしドラゴンの視線はこれだけでは終わらない。最後にシャリタツとも戦うのよね。ここもワイドブレイカーでいいかな。シャリタツドラゴン技弱点だしな。テラスタルは後ろのシャリタツのために取っておきます。相手は U の波動だ。まずい、一回は耐えてほしいところだけど。え、シャリタツ強。元トカゲ耐久低いのもあるしな。ということでこちらもシャリタツ出していきます。ドラゴンテラスタルして、相手凍える風。返しの U の波動。またも欲張りすが突進でとどめを刺して勝利。ドラゴンパートあっさり終わってしまったが、ちょっとドラゴン取れ高足りてなくないか。まあスムーズに行くのは悪いことではないですから。これで15個目のバッジ入手。残りバッジは3個。コライドンがライド技、崖登りできるようになりました。これで全てのライド技を習得したから、どこでも行けるな。それではフェアリーパートやっていきましょう。スター団フェアリー組を倒すために、フェアリータイプのシンパルデアポケモン色粘り合っていきます。こちらがフェアリー輝き3
ドイッチのレシピです。ということでフェアリーサンドイッチの作成過程は右上に出すとして、サンドイッチパンのひっくり返し後半戦やっていきたいと思います。これお前がただ突っ走ってるだけで誰もついてきてないの気づいてる？トマトスライス、形状はよく厚みもそこそこあるため期待されていたが、惜しくも敗北。敗北ってなんだ？厚みが若干足りないせいか弾く力がなかった。トルティージャ、絶対王者、こいつなくしてひっくり返しは語れない。サイドイッチ年子選手権優勝、生ハム、薄すぎる。これ以上薄いものはこの世に存在しない。いやあるだろ。絶対に無理。ヌードル、トルティージャに形状が似ているがそううまくはいかない。しかし重ねると惜しいところまで行く。修行すればいつか実現できるかもしれない。ハンバーグ、私に年子を教えてくれた食材、こいつから全てが始まった。勉強だな。トルティージャに破壊力は劣るものの比較的安定してひっくり返せる。ポテトサラダ、いびつな形だがかなり大きい部類の食材。しかし中身はスッカスカ。マリサの頭と同じである。発射押すぞ。ひっくり返す力はなかった。焼きベーコン、大きさ厚みともにかなり高水準だが、パンの下に滑り込ませることができない。焼きベーコンで成功したという視聴者の声もあったが、私には実現できなかった。ぜひコツを教えてくれ。教えなくていいです。ライス、形状はほぼハンバーグなのだが、ひっくり返しの世界は甘くない。ひっくり返す力がない。終了。一部割愛させていただきましたが終了です。ということで結果、4つの食材でひっくり返しに成功しました。ぜひ参考にしてください。やっと終わりました。皆さんお疲れ様でした。それではシンパルデアフェアリーのカヌちゃん色粘りやっていきましょうか。と思ったのですが、中ヌちゃんの大量発生が出たので、進化後の中ヌちゃんを粘っていきます。カヌちゃん系統のカヌちゃん、中ヌちゃん、デカヌちゃんはフェアリー鋼タイプ。最終進化系であるデカヌちゃんには専用技デカハンマーがあるんだよな。めっちゃ強い技なのよね。しかし技変更禁止ルールがあるからデカハンマーは使えないだろう。え、あのハンマー使えないの？ハンマーポケモンなんだよ。デカヌちゃんは野生で出てこないらしいからな。叩きつけるとかならワンちゃん覚えてるかも。そういえば、確かデカヌちゃんのハンマーはアーマーガーでできているのよね。図鑑に一部情報書いてあるからな。じゃあこの色が違う部分は何？アーマーガーこんな色あったっけ？切り刻んじゃないか？中ヌちゃんは切り刻んをそうらしいから。納得した。可愛い顔して恐ろしいポケモンね。今回も視聴者さんからのコメント回答コーナーやりましょうか。まだやってなかったな。チャンネル登録15万人おめでとうございます。こんなに増えてて驚愕です。わーい、ありがとうございます。嬉しい限りです。まだ10万人記念企画もできていませんが、急上昇おめでとうございます。今回もお疲れ様です。第7話お疲れ様でした。8話も頑張ってください。ありがとうございます。皆さんのおかげで7話が急上昇に乗りました。応援マダムがいない？霊夢が大好きな NPC である応援マダムは残念ながら今回出てこないんです。大体事務戦にいますが、ドラゴンもフェアリーも事務戦ではありませんからね。高安さんの動画見てたら、とどろく月の色違い出ました。おめでとうございます。人知ら最大レア個体色違いケンタロス期待してます。私マリサも期待してます。ごめんなさい。やってること相当すごいのに見てるとなぜか癒されるチャンネル。ありがとうございます。追加で癒し映像流しておきますね。マジのやつ持ってくるな、勝てるわけないんだから。いつか色違いコンプしてほしいですね。これは旧ポケモン含めてってことですかね。やってみたいなって気持ちはあるんですよ。気持ちは。検討してみます。縛りプレイしたいんですけど、どういう縛りしたらいいと思います？一匹の指を振るだけで殿堂入りしてみたですとか、剣立て抜け人一匹縛りで殿堂入りするとかどうでしょう。おいお前がやるって言ったのにやってない企画たちじゃねえか。お前がやれよ。開幕のあるある、毎回共感しかねえんだよな。すみませんでした。今回入りがなってしまって、色違いあるあるのネタがつきかけておりまして、ということなのでコメント欄で募集します。皆さんの SV 色違いあるあるお待ちしてます。キャリタツ電池楽しみにしてます。色旅終わったらメタモン旅ですよね。そちらも楽しみにしています。SV とポケモンホームの連携が来たらやっていきたいなと思っています。何この記号、文字化けか。正体はメタモンでした。かわいい。シャリタツ全種は？シャリタツ全種？シャリタツ色厳選失踪しないように頑張ってください。シャリタツ3種絶対捕まえますよね。やるよな。うわー、はい、フェアリー組倒した後やりますよ。やればいいんでしょ。アイアムはシャリタツ伸びた色違いゲッツマン。イエー、失踪したらマリアナ開口にシュー。ということで皆さんコメントありがとうございました。またお待ちしています。それとおまけのシャリタツ全種色粘りもお楽しみに。いたー。ハンマーの色が違うな。記録は274匹目。そこそこ早かったな。ハンマーの色だけ違って体の色は一緒なんですね。捕まえました。技構成は、ブンマはスタタキつけるラスターカノンじゃれつく。鋼タイプのデカハンマー使えないどころか鋼物理技すらないのね。ラスターカノンで頑張るしかないな。証はありませんでした。続いて、バウッツェルの大量発生が出たのでバウッツェル粘りやっていきます。バウッツェルはフェアリータンタイプで、犬のような見た目のポケモン、専用特性にこんがりボディがある。この技を無効化して防御2段階上昇する強い特性ね。スターダンフェアリー組にこの技使う相手がいればいいんだけど、デカフェアリーパートで使うポケモンこの2匹だけだよな。フェアリー組のスターモービルまで倒せるのだろうか。え、待って、これ応援マダムじゃない？マダムが制服着てる。いやお前この NPC 好きすぎんだろ。ちょっと戦ってみましょうか。おいバウッツェル粘れや。マダムって学生だったんですね。学生のサイコが勝負を仕掛けてきた。ほんとだ。マダムが出してきたのは踊り鳥。踊り鳥？なんと踊りながら応援するマダムにふさわしいポケモン。踊り鳥を出してきました。なんかバトル中はおとなしそうだな。可愛らしい動き、体当たりしました。マジで何のためのバトルなんだ。2匹目ヘルガー、体当たりしました。バトル終了です。ほら早くバウッツェル粘りに戻るぞ。なんかマダムがゲッツしてるんだけど、ダンディー坂の？近づいてみたんだけどめちゃくちゃゲッツだ。やめろカメラ向けるな。お久しぶりとかやってくんないかな。やるわけねえだろ。でかそれ視聴者さんに伝わんのかよ。なんだゲッツやめちゃ。待って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 。なんで？どうして？マダム撮影してたら色違いも外影出てきたんだけど。運良すぎじゃない？まあでも残念ながらもうドラゴン主戦は終わってしまったのよね。そうだけど、前も元トカゲの色違いたまたま突っ込んできたやつだったよな。元トカゲ運だけやたらあるレイム。今回は紛れもなくマダムのおかげですね。証はありませんでした。
はい、バウッセル粘り戻ってきました。そして、色違いきました。おお、今回全然沼らねえな。長い旅ですからそういう回もあります。捕まえました。技構成は、つぶらな瞳じゃれつく震え立てるバトンタッチ。お、震え立てるで攻撃と特攻上げてデカヌちゃんにバトンタッチできるじゃねえか。証はありませんでした。それでは中ヌちゃんをデカヌちゃんへ進化させてフェアリー組に挑戦していきたいと思います。レベル38で進化だな。さあさあデカヌちゃんバウッセルを連れて、スターダンフェアリー組倒しに行きましょうか。おいレイム、何よ、パルデア新ポケモン全部捕まえるって言ってるのに、進化前のカヌちゃんとパピモッチの色違い捕まえてないのおかしくないか。進化させて進化後のポケモンを入手するのはいいとして、ふむふむ、この状態だとカヌちゃんパピモッチの色違いが図鑑に登録されてないってことになるよな。もう、そう言われると思って、さっきカヌちゃんパピモッチの色違いも捕まえておきました。マジかよ。やっぱりパルデア新ポケモン全種がどんな色違いなのか見ておきたいですからね。やるじゃねえかレイム。証はありませんでしたけど、にしてもお前よくカヌちゃんの色違い見つけられたな。この色が違うハンマーかなり小さいのに、ハンマーというかガラガラか。ガラガラって言うとややこしいわね。ガラガラをこんな持ち方すな。持たれてるガラガラもちゃんと骨持ってるの受ける。どこに受けてんだよ。この骨は何の骨なんでしょうか。あ、バルジーナの骨か。なわけあるか。食物連鎖ってこういうことなんですね。絶対に違う。さあ最初に捕まえた方のデカヌちゃんバウッセルを連れてフェアリー組と戦っていきましょう。オルティガって相手だな。相手の初手はマリウリ。こちらはバウッセルです。持ち物は巻いた暗回復する食べ残しを持たせました。まずは何するんだ。そうね、攻撃や震え立てるバトンタッチもありなんですが、まずはつぶらな瞳で相手の攻撃下げておきましょうか。ということで何回かつぶらな瞳使ってみます。相手はアクアテールじゃれつく甘えるで攻めてくる。甘えるで攻撃下げられるのがちょっとうざいな。なんかこのバウッセル縦乗りなんだけど、スターダン BGM に乗ってんだろ。はい、つぶらな瞳でマリウリの攻撃下げまくったので余裕で攻撃受けられる状態になりました。なのでこっから震え立てるしまくって攻撃特攻上げていきたいと思います。というわけで震え立てる連打します。はい、攻撃特攻上げました。甘えるされた分攻撃が1段階しか上がってないな。まあデカヌちゃんは特殊のラスターカノンで攻めていくので問題ないです。というわけで上がった能力をデカヌちゃんに引き継ぎました。ありがたいことにこのデカヌちゃん鋼テラスなのでテラスタルラスターカノンでいきます。頭に斧刺さってるやつがハンマーで襲ってくるのわけわかんねえな。持ち物はメトロノームなのでラスターカノン連続で使うたび威力上がります。ラスターカノンにハンマー使うのか。なんか変なところからカノン出た。当然マリウリ戦闘不能。オルティが余裕で勝てそうね。相手に引き目バウッセル。ラスターカノンで倒しました。相手3引き目クリーン。ラスターカノンで倒しました。あっという間にラストのスターモービル。こいつもワンパンできるか。タイプ1でラスタルで鋼技2倍。スターモービル逆転で鋼技2倍。特攻6段階上昇で4倍。メトロノームで 1.6 倍で約25倍のダメージが入るからね。高すぎだろ。さあ行ってこいでカヌちゃん。ハンマー使わなくてもやれるところ見せるんだ。でカヌちゃんのラスターカノン。よしゃー。すげー。震え立てるバトンによってフェアリー組あっさり勝利。これで16個目のバッジ。残りは2個目。よしおまけコーナーやるぞ。はい、というわけでシャリタツ全種色粘りおまけコーナーやっていきましょうか。お、今回は聞き分けがいいな。まあシャリタツはですね、小さくて見づらいですけど、残りの2つの姿違いが全然出ないわけではないですから、普通に2匹の色違い追加で粘るってだけだと思えばですね、やっていけるんじゃないかと、すぐ終わるんじゃないかと思ったんです。大量発生で粘れないのはちょっと嫌ですけど、残ってるのが大量発生で出ないとされる垂れた姿伸びた姿だからな。え、マジですぐったんだけど、伸びた姿の色違い。え、どれどれどれ。ほらそこのサーモンみたいな。これか、パッと見反った姿の通常色と似てるな。反ったはエビっぽいやつね。まあ近づいて反応を見るとわかりやすいわ。姿名の通り、反った姿はシャチホコみたいに反った状態。垂れた姿は頭と尻尾が垂れる感じに、伸びた姿はまっすぐになるから、今みたいにすぐ逃げていくことも多いけどね。捕まえました。証はありませんでした。よしこれであと1匹、垂れた姿の色違いを捕まえればおまけコーナー達成ですね。ラスト1匹からが長いんだよな。やめてください。はぁ、これが終われば色違い縛り旅も残すところラスト1は、次回氷ジムとスター団格闘組の9話で終わりだな。そうだ、人気投票やろう。人気投票？そう、視聴者さんに投票してもらうの。当チャンネル耕すのポケモンの色違い縛り旅1話から8話で出てきたキャラクターの人気投票。ああ、今まで捕まえてきた色違いポケモンの中で視聴者さんが好きなポケモンに投票するんだな。そんで人気だったポケモンを手持ちに入れて最終回の旅を進めていくみたいな。いいえ違います。違うの？前はやってるように9話でも進めていく手持ちは決まっているので、投票結果が色違い縛り旅の進行に与える影響はありません。そうなの？それでみんな投票してくれる？9話で結果を開示しておーおーおーってなるだけです。おーおーってなるだけ。それと投票対象はポケモンに限りません。ポケモンに限りませんって何？ポケモン以外への投票もありってこと？あ、霊夢とか私への投票もありってことか。ということで改めての説明と投票方法をまとめると、色違い縛り旅人気投票を開催します。投票方法は、コミュニティのコメント欄に投票したいキャラクターの名前を書いていただくだけです。動画のコメント欄ではないんだな。いやーにしてももう最終回か。そうね、初めて色違いを捕まえるシリーズに挑戦して、なんだかんだもう8話、あっという間だったけど、いろんなことがあったわね。そうだな、色違いのこっち捕まえたり、おう、色違いはっかねずみ捕まえたりとかさ、ほう、ノコッチをノココッチに進化させたり、おいこら、ワッカネズミをイッカネズミ、ノーマル界の記憶しかねえじゃねえか。だってみんなもそうでしょ、めっちゃ大変な回だったからさ。いや、ほら、もっとあるだろ、その最大証のポケモン捕まえたこととかさ、ノーマル界じゃねえか、てか全然出なくね、シャリタツ色違い、沼り気味であります。
やっときたー。起きちゃったか。色違い。伸びた姿の色違い。なんださっき出たやつか。捕まえました。捕まりませんでした。何してんだよ。何してんだよー。お気に上げ。なんとシャリタツがお気に上げをしてきた。お気に上げは瀕死になる代わりに相手の攻撃特攻を下げる技。見上げなんていらないよシャリタツ。まあでも直前でレポート書いてたから大丈夫なはず。大丈夫でした。捕まえました。証はありませんでした。はい。垂れた姿の色違い粘り継続です。おまけコーナーらしくなってきたな。どういう意味よ。そしてお前がいろいろ粘ってる間にポケモン公式からスカーレット・バイオレットの新情報が出ていた。あ、SV の追加コンテンツが出るとかいう話ね。ゼロの飛行っていうやつだっけ。おい色違いじゃねえか。え、嘘。本当だ。走ってる時全然気づかなかった。でもまたかぶりだ。撮った姿の色違いね。はぁ、姿違い粘る時いつもかぶってばっかな気がする。まあストレートで揃う方が珍しいだろ。撮った姿色違い2匹、伸びた姿色違い2匹に対して垂れた姿の色違いゼロですよ。ゼロ。お、証あるじゃねえか。時々見る証でした。それで何の話でしたっけ。あ、SV の有料ダウンロードコンテンツゼロの飛行の配信が決まったって話だな。もうこっちは垂れた姿の色違いゼロの飛行ですよ。やかましいわ。剣盾の時と同じように2つに分かれてて、前編が緑の仮面で秋配信、後編が青の円盤で冬以降配信なのよね。ゼロの飛行でまた新しい企画とか考えなきゃな。新ポケモンも出るみたいだし。ちょっと待って、新ポケモン来ました。はぁ、垂れた姿の色違いだー。イカみたいなやつだな。わかりやすい色で助かった。捕まえました。証はありませんでしたけど。ということでこれにてシャリタツ全種色違い達成。いやー、今回のおまけコーナーはちょろかったな。そんなことないです。今回の8話をまとめると、遭遇カウンターはこんな結果になりました。というわけでここまでのご視聴ありがとうございました。次回は色違い縛り旅最終回となりますが、最後まで見ていただけると嬉しいです。見逃さないようにチャンネル登録お願いします。ついに色違い縛り旅最終回、最後のジムリーダー、最後のスターダンと戦うことになるが、霊夢は最後まで天然記念物ルールで勝つことができるのか、そして忘れてはいけないケンタロスの姿違い色粘りはどうなるのか。次回、ジョイコン壊れた。ポケモン SV あるある、ピクニック開けないことが多くてイライラする。ライドせず、広くて平坦で、人がいない場所じゃないとできないからな。ということで、ポケットモンスタースカーレットバイオレット、色違い縛りの旅やっていきまーす。今回は氷タイプと格闘タイプのパルデア新ポケモンを捕まえていくんだよな。そうそう、まずは氷タイプのパルデア新ポケモンのアルクジラ、セビエを捕まえていくわ。さてそれでは氷タイプの色違いが出やすくなる輝きパワーサンドイッチを作っていきましょうか。輝きパワーを使うと色違いが出やすくなるんだよな。今回作る氷タイプ色違い用のサンドイッチレシピはこんな感じになります。これはあくまでも一例で、他にも氷色違いレシピは存在するようです。必要な具材が少ないとサンドイッチ作りも楽でいいですね。氷の輝きサンドイッチはガケガニスケックだけですから。待って、当たり前のように上パンがフライングしちゃうのなんなの。左の方にガケガニスケックを置いていきます。やっぱりパンすぐ消えちゃうんだ。ピックを刺して美味しそうなサンドイッチの完成ですね。いやー、なんか美味しそうには見えないけども。何よそれ。何回かだっぽいし、人が作ったのに失礼じゃないの。うちのホゲータなんてこれ見てよ、だれダバダバなのに。ダバダバって、うるさい。美味しそうって言いなさい。おい無理やりよだれさそうのやめろ。 PCR 検査会場、ちゃんと氷の輝き遭遇パワー出ました。ということでまずはアルクジラの色粘りやっていきましょうか。アルクジラは氷炭タイプで、クジラのような見た目のポケモン。進化するとハルクジラというポケモンになる。ライド技だけ登りと滑空を駆使して山の上から色粘りしていきたいと思います。色粘りをしながらですね、いつものように視聴者さんからいただいたコメントに回答していこうかなと思います。皆さんコメントありがとうございます。チャンネル登録者100万人おめでとうございます。100万人おめでとうございます。100万人おめでとう。100万人おめでとう。いやありがとうございます。いや言ってねえわ。なんでそんなコメントがいっぱい来てんだよ。16万人だよ。16万人。あれおかしいですね。一瞬100万人いったと思ったんですけどね。いったとしたらなんでこんなに減ってんだよ。大炎上でもしたんか。こら、16万人おめでとう。コメント来てるぞ。ありがとうございます。いつも楽しく見させてもらってます。シャリタツ色違いコンプお疲れ様です。次で最終回なの寂しいです。おまけコーナーにはもったいないぐらいの内容でした。これからも頑張ってください。あと急上昇おめでとうございます。急上昇9位おめでとうございます。ありがとうございます。前回のシャリタツ色粘り会が急上昇に乗りました。皆さんのおかげで色違い縛り旅1話からここまで、本当にありがとうございます。進化後だけでもいいのに進化前も用意するの律儀だな。これは前回カヌちゃんパピモッチを追加で粘ったやつですね。いつか進化前進化後すべて色違いで揃ってるボックスを見てみたいけどな。それはちょっとヤバすぎるって。サンドイッチの総集編作ってほしい。これは今までの色旅サンドイッチパートをつなげて動画にするってことですかね。サムネ考えてみたんですけどいかがでしょうか。追い出さない動画それっぽくすんな。てかなんなんだよこの存在しない動画シリーズ。もし視聴者さんがマジで探しちゃったらどうすんだよ。それはないでしょ。パイナップルのリンゴってブドウですか。バナナです。は、おい情報量の多い紙のやつやんな。応援マダムありがとうございます。おかげで色違いジヘッド捕まえれました。応援マダムに見ついてください。応援マダム今回は学生になってて草。ありがとうございます。応援マダムには多くのスタイルがありますからね。なんだこれ。公式からマダムのグッズとかでないかな。出るわけねえだろ。今回も新しいマダムに出会えるか楽しみです。はじめのルールでパラドックスポケモンを捕まえないと言っていましたが、パラドックスポケモンを捕まえないとパルデアの色旅と言えませんよね。まあ確かに未来と暗いパラドックス色違い待ってます。パラドックス色違いはですね、色違い縛り旅外伝編としてやってみたいという気持ちはあるんですが、メタモン縛りという新シリーズもやりたいという気持ちもあって、まあそのメタモン旅開始時期と相談をしながらですね、検討を加速したいと思います。緊張感を持って中止します。たくさんのコメントありがとうございました。ありがとうございました。皆さんのコメントで成り立っている企画と言っても過言ではありませんので、本当に感謝しております。
待ってきたかも。お、あのグレイっぽいやつだな。たー、結構早い。599匹目だな。通常色が白だから結構わかりやすくて助かった。捕まえました。技変更禁止で氷ジム勝たなきゃいけないので、技構成はジタバタ雪なだれ飛び跳ねるのしかかり。よく考えたら氷タイプで氷ジム行くの結構きつそうね。お互い半減だから泥試合になるかもな。証はありませんでした。さあ続きまして、セビエの色粘りやっていきましょうか。セビエはドラゴン氷タイプで、進化するとセゴール、セブレイブになる。セブレイブは今作の強力なドラゴン枠だからな。セブレイブがいれば氷ジム楽に勝てるかしら。セビエの色粘りはピクニックリセットか。そうそう、この起点なら移動せずにセビエの色粘りできるのよ。ピクニック開いて閉じて、カメラ起動して色違いがいないか確認して、いなければピクニックでリセット。カメラってこんなにズームできるのか。あ、これはズーム機能2つ使ってるのよ。まず SV のカメラ機能を下ボタンで起動、その後にスイッチのズーム機能をホームボタン2回押しで起動。二重でズームしてるわけか。荒くはなるけどこれなら色違いの判別もしやすいはず。ということでこの二重ズームを駆使して色粘りしていきたいと思います。色違い、ってねえな。大量発生じゃないから少し確率低いのよね。全24分の1だよな。色違いあるある。なんだ？色違い出すのに時間がかかると見逃したかなと思う。あ、確かにこれは思う。不安になるのよね。特に通常色と色違いの色が見分けにくいとなおさら。セビエわかりづらいらしいからな。そういやお前前回色違いのあるある募集してたな。そうね、動画の冒頭で言っているあるあるを募集させてもらったわ。いただいた案については今後使わせてもらおうと思います。今回が最終回だけどな。そこで思ったんですよ。色違いのあるあるだけを考えるのは色違いに不公平なんじゃないかと。何を言ってるんでしょうか。というわけで、色違いないも考えていきたいと思います。そうはならんやろ。皆さんも色違いについてそうはならんやろ的なことを考えてコメントしてください。それではまず一つ目の色違いないない。色が違っても違わなくてもいい。確かにないな。それがあったら何のための色旅か本末転倒しちゃうもんな。それでは続いて二つ目のないない。通常色よりも色違いの方が出る。まあこれはあるわけがないな。そんなことがあったら通常色が色違いになってしまうからな。問題ないと思います。いや問題ないってなんだよ。何のためにないない紹介してんだこれ。あるあるは共感を生むからいいのに、ないないはマジで何も生まないだろ。こんな感じで皆さんのないないもお待ちしております。セビエ粘り、沼り気味であります。2000超えてんのか。色違いないない。まだやんのかよ。沼ってる時が一番幸せ。もしかして自分の感情を騙そうとしてる。幸せはつかの間、セビエの色違いが出てしまいました。なんかー、通常色に比べて水色っぽいのな。記録は2518匹目。捕まえました。技構成はですね、噛みつく氷の牙ドラゴンクロウ突進。ドラゴンクロウあるし悪くはないな。証はありませんでした。それではアルクジラをハルクジラへ。セビエをセブレイブに進化させて氷ジム行きたいと思います。セブレイブって何レベで進化するんだっけ。セビエがセゴールに進化するのが35、セブレイブに進化するのが54ね。54ってダメじゃないか。ダメとは？ジムリーダーが使うポケモンの最高レベル以下を使うルールがあっただろう。あ、はい。グルーシャが使う最高レベル48だぞ。いやだー。セゴールのままで行くしかないな。ということでセゴールハルクジラの2匹で最後のジム戦挑みたいと思います。セゴールにはドラゴン技の威力が上がる竜の牙、ハルクジラにはワンチャン HP1 で耐える気合の鉢巻きを持たせました。おいなんだよこのニコニコみたいなコメントは。一体何を期待しているんだ。応援マダムだー。おやかまじやめろ。邪魔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 。いやいつものマダムと違くないか。お前まさか動きが同じイコール同一人物だと思ってる。まあ応援マダムは仲良くみんな応援マダムですから。とにもかくにもですね、この戦いは勝利確定って感じですね。なんでだよ。さあそれではやっていきましょう。まず相手が繰り出してきたのは氷虫タイプのモスノウ。対して霊夢選手はセゴールを出していく。グルーシャの手持ちは4匹。これはかなり厳しい戦いになりそうです。2匹で4匹倒すのか。ドラゴンテラスタル、ドラゴンクロウで攻めていきます。ドラゴンテラスタルによって氷タイプがなくなる分氷技が弱点になってしまいますが大丈夫でしょうか。やられる前にやるということですね。よっしゃ倒し切った。セゴールやるな。2匹目はツンベアー。お、ツンベアーといえばお前の色違いに対する考え方を大きく変えたポケモンでもあるよな。え、何それ。ほらこの色違い縛り旅ゼロは冒頭で言ってただろ。何の話。なんでお前が忘れてんだよ。ここもドラゴンクロウで攻めていきましょうか。またも先に動いたのはこちらセゴール。いいダメージが入るも倒しきれず。ふむむ、ツンベアーはつらら落としをしてきた。ここまでか。外れたー。不利な状況でも運の力でカバーしていく霊夢選手。ツンベアー突破だな。3匹目はハルクジラね。ドラゴンクロウを選択するも先行ハルクジラのアイススピナーでやられてしまった。2匹倒してくれただけでも十分な活躍よ。セゴール戦闘不能。おい、そんな悲しそうな顔しないでくれ。私も悲しくなっちゃうから。なんでやねん。ボケてねえわ。こちら2匹目のポケモンハルクジラ。ハルクジラミラー、どうしましょうか。なんとも言えない技構成。のしかかりして追加効果麻痺狙いましょうか。先に動いたのはこちらのハルクジラ。急所に当たったが半分いかず麻痺にもならず、相手ハルクジラはアクアブレイク。いい感じに HP を削ってもらえればジタバタの威力が上がっていきますからね。 HP が少なければ少ないほど威力が上がる技だからな。でもまだここはのしかかりでいきます。麻痺は引けず、相手またアクアブレイクだな。その後3発目ののしかかりでギリギリ倒せない。4発目で倒し切った。ラストはチルタリス。ここはジタバタしちゃいましょうか。おそらくハルクジラよりも先にチルタリスが行動するので、相手の攻撃をギリギリ耐えてから攻撃力ジタバタで反撃する狙いです。こっちが先に動いてますけど、チルタリスを襲う。相手の攻撃は暴風だ。ふむむ、威力の高い暴風か。耐えてくれハルクジラ。よし、オッケー。残った HP が25。この場合のジタバタの威力は100だな。思ったより高くない。これ次倒しきれないだろうから暴風避けたりしなきゃ勝てないな。暴風命中70だからワンチャンはあるわね。相手の攻撃はムーンフォースだ。暴風じゃないんかい。いやだー。あれ、
気合の鉢巻きで持ちこたえた。HP が1になったからジタバタの威力が最大の200になる。よし決めてこい、ハルクジラ。最大威力200のジタバタ。勝ったー。気合の鉢巻きの活躍により最後のジムをクリア。17個目のバッジだから残りは1個。ということで後半戦。後半はスター団格闘組を倒すんだよな。格闘タイプの色違いが出やすくなるサンドイッチレシピはこちらになります。全18タイプ中格闘が最後のタイプとなりますので、こちらが最後のサンドイッチパートになるわけです。確かにそうだな。ということでサンドイッチさんの仕事とは何なのか見ていきましょう。うわ、何ですかこれ。長い旅を彩る2枚の発酵食品、それらのために今日もピクニックが開かれた。何ですかこれ。ハサミ職人、サンドイッチ、色違いポケモンを求める人たちにとって欠かせない存在となっている。なんかパンめっちゃ発酵してません？最初は挟むだけって聞いてたんですけど、今ではひっくり返るのが当たり前って感じです。おい、ただの霊夢じゃねえか。話数を重ねるごとに責任というかプレッシャーも強く感じたんですけど、まあそれらもひっくり返してやるぞっていう気持ちで。やかましいわ。効果時間が30分っていう短い時間なんですけど、今後ちょっとずつ伸ばしていけたらなって。それは無理です。上の私は捨てられるのが仕事だと思ってやってきました。確かに捨てられがちだけど、自分なりにできることを探してやってきたつもりですけど。ああ、マスターハンドさんにはお世話になってます。マスターハンド、まあ基本的に指示に従うだけなんですけど。この白いつかむやつマスターハンドだったの？本当にここまでのご視聴ありがとうございました。次回以降の動画でまたお会いできる時があれば。なんか動画自体終わるみたいになってない？格闘パートこれからだよ。はい、ちゃんと格闘タイプの輝きパワー出たようです。ということで進めていきましょう。格闘タイプの色粘り、まずはケンタロスの色違いを大量発生で探していきたいと思います。今作からケンタロスにはパルデアの姿というのが追加されて、通常ノーマルタイプに対してパルデアは格闘タイプ、コンバット種というらしい。待てよ、このパルデアケンタロスって新ポケモン扱いでいいのか？姿違いなだけで新ポケモンではないような。あ、確かに。まあでもやりますよ。ケンタロスなしでスター団格闘組と戦うのもヤバそうですし。そうだな。それとパルデアの姿にはプラス2種類の姿違いが存在する。格闘炎タイプのブレイズ種、格闘水タイプのウォーター種。色違いもこの3種類それぞれ存在する。そんでこの2種類はコンバット種に比べて出現率がかなり低いらしいんだが、この2匹も色違い粘るのか？おー、この2匹の色粘りってかなり難易度高いって話聞くからな。まあどうせやることになると思うけどな。はい、応援コメントも来てるわけだし。ケンタロス色違い3種も粘ってください。ケンタロス3種頑張ってください。いや、こんなコメントも来てましたから。なになに、そこまで頑張らなくてもいいと思いますよ。可愛い霊夢ちゃんだけがただゲームで遊んでるだけで満足です。そうしましょう。もう動画終わりましょう。このコメントと霊夢の右腕左腕右足左足が全て揃った時自分はデュエルに勝利する。なんやねんこれ。何がデュエルに勝利するだ。いや全部自作自演じゃねえか。一回なってみたかったんだよね。エクゾディア、なりたいより揃えたいだろ。どちらかというと色違いさー。記録はなんと105匹目。何どさくさに紛れて色違い出してくれてんだ。待ってこれ本当に色違い？パルデアケンタロスは通常色と色違いの判別難しいのよね。縦髪と体毛の配色が入れ替わってる感じ。なるほど。普通のケンタロスはわかりやすいのに。まあ個人的にワッカネズミよりはわかりやすいわ。技構成は奮い立てる二度蹴りダメ押し頭突き、攻撃上げられる奮い立てるあるな。証はありませんでした。続いてカラミンゴの色粘りを大量発生でやっていきましょう。カラミンゴはフラミンゴのような見た目のポケモンで、飛行格闘タイプ、格闘組を攻略する上では飛行技持ちでテラスタイプ飛行のカラミンゴが欲しいところだ。なんか色違いグレップルいたわ。グレップルかい。よし捕まえておきます。捕まえました。証持ってました。情熱の証だな。引き続きカラミンゴやっていきます。狙ってない色違いが出ること結構あるよな。色違いが出るってだけでモチベーションが保たれるのでありがたいです。出ない、モチベーションもない。どうしちゃったんだよ。天気出ないって結構ヤバいでしょ。そんなことないだろ。ほらほら、おじさんも頑張って粘ってるんだからお前も粘らないと。ああ今際ねし、おげいさんにこのセリフ合わせようと思ってたのに。合わせてどうすんだよ。さあ記録は1228匹目。通常色よりも薄い色なんだな。捕まえました。よっしゃテラスタイプ飛行だ。いいじゃねえか。技構成は飛行技ください、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 飛行技だー。エアスラッシュメガトンキックワイドガード地獄好き。エアスラッシュ特殊技だけど大丈夫か？あーカラミンゴは特攻よりも攻撃の方が高いけど、まあなんとかなると思います。証はありませんでした。さあそれではレベルを少し上げてスター団格闘組のところに行きましょうか。と思ったらピンクのやついました。みんなピンクだけど綿っこ色違いか。捕まえていきます。捕まえました。証なしです。さあついにやってきました。色違い縛り旅最終決戦、スター団格闘組ビワとの戦いです。ビワはめちゃくちゃ強いらしいからな。一筋縄ではいかないだろう。まず相手が出してきたのはドクロップ、そしてこちらはパルデアケンタロスです。相手の手持ちは5匹、ケンタロスとカラミンゴだけで5匹倒さないといけないわけだ。攻撃上げられる奮い立てるあるのでまずは奮い立てましょっか。ちなみにケンタロスには食べ残し、カラミンゴにはメトロノームを持たせています。奮い立てるの後相手は毒づき。余裕で耐えられますね。もうちょっと奮い立てておきます。いい感じになったので頭突きで攻めます。ということで頭突き2回でドクロップ突破しました。相手に引き目投げつけ去る。頭突きでワンチャンヒルミを狙います。ヒルんだー。ケンタロスめちゃくちゃ活躍してるな。二度蹴りで投げつけ猿突破しました。三匹目この夜猿。相手ゴーストで頭突きも二度蹴りも無効なのでダメ押ししていきます。あんまダメージ入ってねえな。相手インファイト。頼む、ケンタロス耐えてくれ。危ねー。ケンタロス魂の息耐え。インファイトで耐久下がったこの夜猿をダメ押しで突破。すごい、全てがうまくいっている。相手四匹目はルカリオだ。二度蹴りで倒しました。おいケンタロス強すぎだろ。まさかケンタロスでラストのスターモービル戦まで来れるとは。もしかしてケンタロスだけでビワ倒
せちゃう。相手のファイトアクセルでケンタロス戦闘不能。いやだー。まあまだカラミンもいるから。そうね。飛行テラスタルエアスラッシュ叩き込んでやりましょう。特殊技なのが少し気になるが、まあ戦っていけるだろう。相手が先に動いてホイールスピン。いけカラミンを、エアスラッシュ。待って思ったよりダメージ入ったわ。次で倒せそうだな。相手は持久力で防御上昇。特殊技だから関係ないわね。いけカラミンをとどめのエアスラッシュだ。勝ったー。最後のバッジをゲットしました。これにて色違い縛り旅企画達成。おいレイム。何よ、マリサも喜びなさいよ。いやケンタロスブレイズシュウォーター種の色粘り合って終わろうぜ。今まで姿違いの色粘り合ってきたのに、こいつらだけやらずに終わんのもやもやすんだろ。それは否めないけど。やってやろうじゃねえかブレイズシュウォーター種の色違い粘って綺麗に終わってやるよ。よしそれでこそレイムだ。私は今まで様々な色違いを捕まえてきた。一輪子全色、チャリタツ全種類、そしてミツクシのココッチと三匹一カネズミ、ケンタロスの姿違いも捕まえて私がすごいってところ見せてやらーよしじゃあまずはウォーター種から粘っていくぞ。いやウォーター種はバイオレットでしか出ないぞ。はい、ブレイズ種はスカーレット、ウォーター種はバイオレットの限定ポケモンだ。なんだってとなるとこのデータはスカーレットだから、ウォーター種は別データで粘ることになりそうね。というわけで先にブレイズ種を粘っていきたいと思います。姿違いであるブレイズ種ウォーター種は大量発生で出ないから、遭遇パワーだけで粘っていくことになる。視聴者さんが教えてくれたんだが、格闘遭遇パワーじゃなくて炎遭遇、水の遭遇をつけて粘るといいらしい。なるほど、ありがとうございます。ケンタロスは基本5匹の群れで出現するわけだが、これらの遭遇をつけると群れの中に必ず1匹その種が出現するようになる。それでも1匹だけなのね。何もつけないとコンバット種だけの群ればかりだからな。とりあえずピクニックせずにひたすらエリアをぐるぐる回って色粘りしていきます。色違い出ません。沼っております。もう3000超えたのか。まあ通常のコンバット種も含めてカウントしてるので、ブレイズ種だけのカウントは5分の1ぐらいの数になるんですけど、まだまだじゃねえか。沼ってるとは言えない。流れ変えるためにあれやりましょうか。いつも沼ってる時にやってるあれ。どれだよ。マリサのワクワク黒歴史紹介コーナー。やらねえよ、やったことねえよ。嫌だな、冗談ですよ、冗談。ポケモンクイズですよ。ポケモンクイズもいつもやってるわけじゃねえけど、てかお前が用意するクイズ信用ならねえんだよな。ケンタロス粘り中ということで、ケンタロスにちなんだ問題を用意していますからね。それでは行きましょう。トロッコアドベンチャー。ベンチャーかーい。おいボーナスステージだろこれ。何かクリアした後に行けるやつなのにいきなりボーナスって。ルールはですね、うわなんかもう載せられてんだけど、2択の問題の回答を左右に表示するので、正解だと思う方向へ移動してください。あとはいい感じにトロッコがアドベンチャーしてくれます。まんまネプリーグのやつだな。いや待て、普通トロッコに何人か乗ってるもんじゃないの。なんで私一人なの。それじゃあ応援マダムでも追加しておきますか。応援マダムさん、あすいません、よろしくお願いします。マリサって言います。よろしくお願いします。だからなんでそんな声可愛いんだよ。それでは行きましょう。まず1問目。パルデアの姿はケンタロスか。なんで両方白黒なんだ。そりゃ簡単すぎるので多少加工させてもらいましたよ。左が通常ケンタロスで右がパルデア。こっちだと思います。あ、ありがとうございます。ケンタロス粘り見ていたので自信あります。うおー。ちゃんと右に選択できてるな。なんだ？だー。正解です。おいこのトロッコどうなってんだよ。失礼しました。このトロッコ一人用なの忘れてました。一人も二人もそんな変わんねえだろ。残念ですがマリサさん一人でやってもらいましょう。改めてお願いします。第2問。お、場所が変わった。てかこれ普通マグマとかじゃなかったっけ。たった2問目。パルデアの姿は、あはいはいもうそういう感じなのね。霊夢が珍しくまともな問題作ってきてるな。いやー白黒だとオファーむずいな。パルデアは毒タイプで、なんとなくこの部分が毒っぽいからこっちか。頼む合っててくれ。いやでもちょっと自信ないでか。待って待って待ってどうなってんの。私そっち選んでないって。なんなんだよこの岩は。あ、そっちが正解だったんですね。ありがとう。岩って違う違う違う。なんで岩が降ってきてんだよ。すみません、ちょっとメンテナンスが行き届いてなくて。メンテナンスの問題じゃねえだろ。気を取り直して次の問題行きましょうか。お、またステージが変わった。おいなんだよこれ。ステージだけじゃなくトロッコも変わってんじゃねえか。私は一体何に乗ってるんだ。これは何アドベンチャーなんだ。それでは3問目行きましょう。ノノクラゲは、メノクラゲとノノクラゲか。うむ、クラゲやすい触手が切り取られてやがる。まあでもこう見ると案外わかるもんだ。ノノクラゲは右だな。うは、あ、違う違う違う、そっちじゃないって。おいこのトロッコおかしいだろ。あ、ダメ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 。あーほらゲームオーバーになっちゃったじゃねえか。残念正解は右でした。右に倒そうとしたんだよ。二度とやらんこんな暴走トロッコ。はあ、もう色違い見たい人みんな帰っちゃったんじゃないの。大丈夫です、まだ全然出る気配ないので。こんなにカウントいってるのか。そしてマリサがアドベンチャーしてる間にいいことと悪いことがあったんだけど、どっちから聞きたい。じゃあ悪い方からで。なんと、なんとジョイコンが壊れてしまいました。ジョイコン壊れたというか、何も触ってないのにスティックが操作されちゃうんです。ほら今も勝手に主人公が動いてしまっています。なるほど、左のスティックの調子が悪いんだな。いやこんなにちゃんと走っちゃうんだ。これぐらいをイメージしてたけど、まあ長いこと使ってますし前から怪しさはあったんですけど。それでいいことは何があったんだ。スティックを操作しなくても自動で移動できるようになったことですね。どこも良くねえよ。色違いが出ない。ジョイコンの調子も悪い。この流れを断ち切るためにも色違い縛り旅人気投票やっちゃいますか。あ、前回募集してたやつだな。そうそう、色違い縛り旅最終回ということで、視聴者さんにですね、色違い縛り旅1話から8話までで出てきたキャラクターの中から好きなキャラクターを投票していただきました。今回はその投票結果を開示していこうと思います。一番人気だったキャラクターは何かあるんだっけ。手持ちに入れるとかレギュラー化するとか。
に何もありません。うおーおーってなるだけです。うおーおー。なので皆さんお気軽にうおーおーって感じでご視聴ください。早速投票結果を開示していきたいのですが、合計何票来ていたんですかね。専用のコミュニティにコメントする形式だったよな。手軽な選択式とかじゃないからそんなに来ていない気がするが、3500件を超えていたようです。多すぎだろ。投票いただいた皆さんありがとうございました。当チャンネルうぷ主の耕すが主導で集計をしたのですが、沼って集計に負荷かかったとか、何やってるの。そのせいで動画の投稿が遅れたとか遅れてないとか、遅れてはいるんだよな。まあ人力集計ですので多少の集計ミスはお許しください。ちなみに似ている対象を指す投票についてはですね、耕すの独断と偏見で同じものと計算しているようです。例えば緑イキリンコも色違い、白イキリンコも同じイキリンコグループとして合算されるとかだな。詳しくは概要欄に記載があります。ということで発表したいのですが、流れとしてはですね、20位から1位までを順番に発表、そして1位発表を21位以下の方にのみ与えられる部門別特別賞の発表をしていく流れとしたいと思います。部門別特別賞、詳しくはその時に説明するとして、大変長らくお待たせいたしました。20位から発表していきたいと思います。興奮してきたな。私もドキハラが止まりません。ドキドキハラハラを訳すな。ハラスメントかと思っちゃうから。いや正しくはハラハラドキドキか。ちょっと何言ってるかわかりませんけども、なんで何言ってるかわかんねんだよ。テンポよく発表していきたいと思います。20位はこちらの方です。20位パーモット、ふむふむ、なんじゃもせんで活躍してくれました。続いて同率18位、まずはこちら元トカゲ。年明け直後、ゲッツ直後に突っ込んでくるなど斬新な登場の仕方で人気を獲得。続いてコライドン。コライドンなくして冒険はできなかったからな。人気の理由はもちろんギジスカイダイビング。あ、それなの。色違いがまだ存在していないのが残念。他にも色違い実装されてないのいるよな。デカスカーレットだからミライドンに票が入らないのなんか寂しいな。県外ですがミライドンにも2票入っています。いやなんでだよ、色足りで登場してねえだろ。イエイチはトロクワの検証に出演しておりました。ピンポイントが過ぎるだろ。続いて17位シャリタス。投票は各フォルムバラバラでしたが合算で17位にランクインしたようです。続いては同率15位、まずはこちらケモン。ケモン、主人公の名前であるタガヤスのポ、文字制限で入らなかった分のケモンがなんとランクイン。ポケモン以外にも登場していい話だったけどさすがにおかしいだろ。県外ですがケモンの方も票入っておりました。ケモンの方ってなんだ。7話で登場した海外データの主人公ですね。こいつケモンだったのかよ。いやケモンとケモンは合算しないんかい。続いてクワッス。水子さん家がここでランクイン。実はボックスに色クワッスだけ3匹いる。続いて14位ナオハ。僅差でクワッスを上回った草子さん家、今のところまだ立っていない。続いて13位の判断。お前じゃねえか。ワッカネズミの色違いを目視判別できる彼女、その能力の高さから人気獲得。続いて12位イッカネズミ。3匹家族色違い粘りをされたポケモン、捕まえた色違いの中で唯一の最大証持ちでもある。続いて11位トルティージェ。トルティージェ、生き物ですらなくなった。食べ物は生きている。あ、はい。パンひっくり返し会のエース、彼にひっくり返せないパンはない。続いて10位ハンバーグ。食材が続けてランクイン。ファミレスの帰れま店始まってる。パンひっくり返しの原点である。ということで20位から10位までの発表でした。ここからはマリサさんにバトンタッチして一桁発表してもらおうと思います。あー、オッケー、これを読めばいいんだな。9位はイキリンコ。初のおまけコーナーであるフォルム違い粘りをされたポケモン、ここから地獄が始まった。続いていやこの人気投票おかしいって。8位サンドイッチ。うわー8位か。色旅トリオの青色担当。食べられるだけが仕事じゃない。パンで面向実現するなど、話数を重ねるたびにその才能を開花させた。続いて7位タガヤス。このチャンネルのうぷ主、いつも予定投稿時間ギリギリまで編集しているらしい。ツイッターもやっている。続いて6位レイム。6位かー。まあどうせ県外のマリサに比べたら悪くないか。レイム左も見上げ、レイムリボン等の投票もあり、合算で6位。いやリボンで票稼ぐのずるいだろ。続いて5位マリサ。は？よっしゃ、2度の大喜利回答者としての活躍によりレイムと6票の差をつけた。私と色判断合算してたら私が上だったじゃないの。いや色判断はお前じゃないんだったろ。は、はい。いや私にもリボン票あったんかい。続いて4位タガヤスのポ。色違い縛り旅ゲーム内主人公、チャンネル名であるタガヤスのポケモンが入りきらず中途半端な名前になった。そしてこっからはベスト3になります。3位ノココッチ。投票数111、最も粘られたポケモン、人知らず3つ色違いという激レアノココッチも出現した。続いて2位コゲイタ。投票数296、3位と100票以上の差をつける申し込みに止まり、色旅トリオ赤色担当。1話の時点ではただの色違いコゲイタであったが、言語能力を極めて喋れるようになった。さてそれでは第1位の発表。一体1位になるのは何円マダムなんだ。第1位は応援マダム。こうなる気はしてたけど、色旅トリオ黄色担当。激しい応援でバトルを盛り上げてくれるモブキャラ、当チャンネルのアイキャッチのような形で使用された。なお応援マダムは公式の呼び名ではなく、当チャンネルで霊夢が勝手に呼んでいるだけなのでご注意ください。はい、ということで20位以内の投票結果はこのようになりました。そして最後にですね、21位以下で部門別に投票数が多かった方に贈られる部門別特別賞を紹介して終わりたいと思います。それではまずポケモン部門、ソウブレイズに特別賞が与えられます。続いて SV モノ部門、モノ部門、モンスターボールに特別賞が与えられます。他にもウミディグダヘルメ
ネット等に票が入っておりました。続いてリアル部門、色違い遭遇カウンターに特別賞が与えられます。この黄色いカウンターについてはマダムの投票カウントにも活躍したそうです。お後ろのひろゆきのインパクトがすごいって。逃走中のひろゆきにも票が入っていましたね。続いて SV 人物部門、ひろゆきに特別賞が与えられます。おいさっきリアル部門でひろゆき出てきてただろ、ジムトレーナーの方だった。続いて実況者部門、同率なのでファモレイムとレイピーのお二人に特別賞が与えられます。どっちもお前じゃねえか。続いて視聴者部門、こちらも同率で上のパン屋さんとひとしら色三つ節のココッチの方に特別賞が与えられます。おい視聴者さんを巻き込むな。続いてゲスト部門、多くの方が同率でしたので皆さんに送ります。何でもありじゃねえか。続いてサンドイッチ部門、豆腐に特別賞が与えられます。食材以外にもピックや煙に票が入っておりました。なんで煙に票が入ってんだよ。続いて概念部門、概念部門、多くの方が同率でしたので皆さんに送ります。概念で部門分けされる人気投票って何。ラスト星部門、色違い見つけた時の星に特別賞が与えられます。色違い見つけた時の星、色違いポケモンとのバトルが始まった時に出てくるキランってやつですね。いやまあわかるんだけど。おいこれ色違い炎ケンタロスじゃねえか。いやようやく出ましたよブレイズ種の色違い。なんで色粘り合ってんだよ。そりゃ色違い縛り旅ですから。なんでこういうわけのわからない出し方ばっかやんだよ。突然すぎてついていけねえんだよ。いや色違い出るのなんていつも突然じゃないですか。確かにんな、じゃねえんだわ。というわけで皆さん人気投票ありがとうございました。捕まえました。そしてこちらのケンタロス遭遇カウンターの記録は 14,260 匹目でした。結構沼ったな。いやでもこれで終わりじゃないんですよ。ウォーター種が残ってますから証はありませんでした。はい、ということでウォーター種の色粘りをやっていきたいと思います。スカーレットでは出ないので別のデータのバイオネットで粘っていこうと思います。このデータは色三つ節のココッチを出したデータだよな。そうそう、このゴーンデータにかかれば色違いウォーター種なんてちょちょいのちょいですよ。あれ、視聴者さんから人気投票上位6匹を手持ちにして進めてほしいってコメントもらってた気がするが。あー確かにそうね。イメージとしてはこんな感じになるけどやってみる。半分以上ポケモンじゃなかった。実現不可能だな。まあ普通の手持ちで進めていきますよ。そういやこれ別データだから手持ち御三家じゃないな。6話で出た色違いブイゼルにしてみました。確かにいたなブイゼル。ケンタロスの色違い、ひたすら走り回って粘ってきたんですけど、個人的に胴体に注目すると判別しやすいです。縦髪じゃないのか。縦髪は面積が小さくて、角度によって結構色の見え方が変わるんですよね。まあ判別の自信がない最初のうちは、こんな感じで狙いの種だけにレッツゴーしちゃうのもいいと思います。霊夢にしては真面目なことを言っている。どうも、色判断です。お前そのキャラ好きだな。ウォーター種色粘りがこの色違い旅最後の色粘りとなっているので、もう終わりも近いということです。確かにそうだな。そこでこの色違い縛り旅電話を通して、視聴者の皆さんが気づいてないであろう要素を紹介しちゃおうかなと思います。気づいてない要素。例えばノーマル界ではノコッチがピクニックリセットで消えてしまった事件がありました。そんなことあったの？その時にちゃんと取り上げてくれる？他にはうちのノココッチがニュースに載っていた話もありますね。ニュースデビューしちゃったの？いや動画見てても気づけないだろこれは。あとはこのワンツースリーの中のやつを繋げると三つ節になるとか。それはどうでもいいかな。いや6話ばっかりじゃねえか。じゃあ1話のアイキャッチ、色タマンチュラ譜面を叩く時の音がタマンチュラの鳴き声になってるとか。気づくとかじゃなくてそのアイキャッチに覚えがない。最初はいろんなボール使ってたのにモンスターボールしか使わなくなった。それは気づいてたかも。いやもういいよ、気づけていない要素というか知らなくていい要素って感じだし。皆さんいくつ気づけたでしょうか？一つも気づけなかったあなたは当チャンネルをもっと知ってほしいのでチャンネル登録を。ちょっと気づいあなたは当チャンネルマスターまであと少しなのでチャンネル登録を。おいこら、すべて気づいたあなたは当チャンネルマスターとして誇れるのでチャンネル登録をお願いします。これで全員チャンネル登録してくれるな。じゃねえんだわ。ついでにですね、動画に登場すらしなかったボツ案を紹介していきます。ここで何を供養しようとしてるの？ボツ案というかこういう話もあったんだよみたいな裏話をしていこうかなと。例えば応援マダム、最初の呼び名は万歳先生だったとか。マジでどうでもいいことだった。応援マダムの方がしっくりきたのでボツになったわけですが、いや皆さんも考えてみてくださいよ。このモブキャラクターを名付けるとしたら何ですか？応援マダムを超えるぴったりの呼び名あります？もう他のネタに行ってくれ。6話のゴーストジムにはですね、観客に応援マダムっぽい人がいて、視聴者さんに紹介しようと思ったんですが、さすがにしつこいかなと思ってやめました。今更だろ、お前らしくねえじゃねえか。あと色違いの輪っかネズミが壁の中に出たのは4回ってこともありました。あ、動画では2回しかなかったな。なんでカットされちゃったんだよ。尺的にですね、この人の判断です。この人、尺判断と申します。新判断来ました。尺の観点ではですね、繰り返し同じこと言うのはナンセンスですからね。同じことを繰り返し言うのはナンセンスなんですよ。この人センスなさそう。とまあこんな感じでしたけど、これらのボツ案に気づけた方は少ないと思います。ボツになってんだから気づく手段がねえんだよ。え、なんだよ。こんなに早く色違い出したら逆にボツになったりします？色違いウォーター種じゃねえか。待って、めっちゃ早いんだけど。記録は735匹目。やたー。これでケンタロスの色違いコンプリート。最後はあっさり捕まえました。ということは、最後のおまけ粘り達成で、色違い縛り旅、比較達成。ということで予定していたすべての色違いポケモンを捕まえることができました。皆さん本当にありがとうございました。長いシリーズ企画でしたが、ここまでのご視聴、そしてたくさんのコメント感謝しております。また今後もこういったシリーズをやっていこうと思っていますので、チャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。色旅の感想コメントもいただけると嬉しいです。ちなみに捕まえた色違いを配布する可能性もありますが検討中です。あれ、そういや進化させるって言ってたご三家どうするんだ？あ、進化させましょうか。なんか寂しいですね。いや姿が変わるだけなんだから。特にホゲータ、極めしホゲータではなくなるということですからね。まあ確かに。その前に極めしホゲータにお別れの言葉をいただきましょうか。
もっと強く。早く進化したいみたいですね。ということで進化させましょう、ご三家。ホゲータはアチゲータに、クワスはウェルカモに、ナオハはニャローテになった。おやおや、早速極めしアチゲータがなんか言いたいようです。おい、これホゲータの先輩特許じゃねえのかよ。ポケモン進化した。進化したのはお前だけどな。ということで皆さん、最終進化させないんかい。ありがとうございました。ありがとうございました。おい霊夢、次回の色違い企画はどうするんだ？次回は色違い古代ポケモン未来ポケモン編でお会いしましょう。